これでもう今始まってると思うえあもう始まってるのうん、知れた。え、めちゃめちゃ喋っちゃったはい、えー、ゆる言語クラジオ書籍発売ライブ改めはい2022年振り返り流行語大賞決定ライブご覧いただきありがとうございますありがとうございますそ,そして遅れまして申し訳ございませんすいません大変申し訳ございません完全に見積もりを間違えましたいやあれでしたね 出ててこなかかかっったたですねね取りにに来るのに5分かかってましいやそうなんですよ、あのー、ちょっと特定されるとあれなんでねお、はい、かしますけどなんか韓国風の焼肉屋みたいなとこ行ってね、うん、そしたらねガラガラだから、はい、あここならすぐ出てきてサッと食ってサッと帰れますねって入って勝利を確信したはずなんですけどね、うん、オーダー取りにまず5分来てくれなくて <laughs>。 水分水出てくるまでに普通に10分ぐらいかかりましたはいで肉より先にサラあの肉より後にサラダが来ましたし <laughs> はい めちゃくちゃだったな、あの人すごいな。いやー、ていうことですみません。遠待ちして早速、遅くなりました。まに申し訳ございません。いやー、いつもより引きですねって言われてる。本当だね。いつもよりちょっと引きですね。ああ、そうかもしれない慌てたから。まあまあいいでしょ、これは。もっと当てた時は傾いてましたから。養老天命反転地みたいになってましたから。あの、三鷹にあるやつね。あ、違うんですよ。有名な違うそれじゃない。本当になのよ。天命反転住宅と間違ってるわ。結局、それ何なんだっけ養老天命反転地は岐阜にありますね。人が 見てるように見える。 建造物というかそういう作品っぽいものがあったりしますけど。でも、やっぱ適べき等性があるから、僕、同じ入力を与えられると同じ出力をしてしまって、べき等性なんだっもうだめだ、レストフル API の話、出た話したじゃないですか、同じ入力が来たら同じ出力を返してくれる、なんか僕、褒めてくれましたよね、それで、なんか、べき等性が高いレスト API みたいな、そうそう、だから水野さんはあまり感情の許さぶりがないから、手幅がないから、いつも大体同じ入力をしたら同じ出力をして、ありがたい、ありがたい API だなって。 って話をしましたねありがとうございますそんな、まあ、べき当性を僕今忘れてましたけれども、うん、そんな流行語を、うん、えと振り返っていきつつ今回ランキングというかね,うねあの去年同様投票を皆さんにしていただいたので、うん、そこから。 流行語大賞を決めることができるとそうですねはいいうことですね今回の企画やっていきましょうはいの前にさやっぱ酒飲まないとそうですね酒ですよこういう時はわかるお酒飲まないと式典は始まらないですよ式典大丈夫ですかあの大丈夫ですか式典は始まらないですよやっぱねえっとバッカスを飲みましょうよああどうもどうもどうもああ 大丈夫ですかこぼしたらマジで知らないですよ、本当機材が全部。機材が終わるはい。はい。ちょうど1本。いや、入らん、入らん。ありがとうございます。皆さん、見てる皆さんもよかったらぜひね、お酒開けてあ未成年の方、飲んじゃダメですよ。未成年の方、絶対飲んじゃダメです急に予防線張り始めたんで。いいんだよ、別に。自然言語はさ、当然想定していないものは、別に想定しなくていいからさ。はいはい。それは未成年の人はね、当然飲まないですよね。そっかそっか、失礼しました。 じゃあ、流行語大賞ライブ、頑張りましょう頑張りましょう今日、不調ですか調子悪いかもしれない。ストップ、味が濃い。やめろ、俺のクラフトフィールの感想、先読みすんのやめろ。どう思いました違うよ、ちょっとだけぬるい確かになんましあ確かに、なんね、ライブ配信の準備してる間、出しっぱなしだったから、そんなすぐぬるくならないたで。え、そう、でも10分ぐらい出しっぱなしだったよ。 うん、うまい、美味しいですね。あ、すごい、千百人ぐらい見てる。すごええー。あ、千百人ぐらい見てる。マジそんな見るかね。やばやば皆さんはもうすでに書籍も買っていただいたんですか。<laughs> うん 初席発売ライブですからね、本日はね。お持ちですか、皆さん。発売して、当然、反響ぞをね。ね反響を読むっていうライブですからね。<で>らね皆さん、テキストの100ページちょっと出て,てないでてない。<え>出てないんですよ。出てないんですよ。今、奇跡的に700人だけ先に発送しちゃって、手元にご職の多い本があるっていう状態なんで、じ、はい、ゃあ、できないですね、初席の反響ライブは。 ごめんなさいちょっと別次元の別世界の分岐した世界での水野がちょっと今喋ってましたあの世界はね重なり合わせのやつですからねエベレットの多世界解釈ってやつがありますからまだ皆さんご覧になってないところですちょうどね明日明ああるんですよゆるコンピューター科学ラジオ明日の朝更新のやつが量子コンピューター界でね量子コンピューターエアプを打ち破る撃墜講座っていうやつでね量子コンピューターでありがちなエアプを撃墜してますんで皆さんぜひ明日の朝の更新を楽しみにしてたださい <ペー>あとで、ね、スパチャでね、はい、予約したのに届きませんっていうスパチャが来ておりますのあのー、本当にごめんなさい <laughs> 本当に申し訳な本当にござい,い,い,いません本当に申し訳ございませんもうございますせんん,な <laughs> なんでそんな投げやりな言い方するんですかキレあるちゃうやうあの<え>ビール変なところに入っちゃって唾液がさあのわかるあのビールを飲んだ後のちょっとこの戻りがあるじゃないですか残留液と唾液が言い訳は大丈夫です それがノトに引っかかって申し訳ございません <laughs> ってなっちゃった。<laughs> 何その投げやりな。<laughs> やめてくださいよ,よ。あの本当に皆さんに申し訳ないなと思っております。<laughs> そうですね、本当に予約していただいたのに、結果的に何ならえと予約のし直しになっちゃうみたいな <laughs> ねえ、あれは。バリブックスさんとちょっと協議した結果、バリブックス様から結局ね、返金処理という形で処理されたということですそうですね。すいません、本当に。<はい S 1> ただ、やっぱりね、もう一回予約開始となった時に、できれば。 改めて予約していただけると、本当にありがたいです。たびたびお願いばっかりして申し訳ないです。マジでこちらの都合ばっかもしてしまって、恐縮なんです落ち込むライブになってる、落ちむライ今回の。じゃゃ見たのよ、それ。みんなに2本見せたのよ、その動画も。落ち込んでめっちゃ謝罪してるやつ見せたのよ、もう。そうか、もう、晴れやかなライブです。今日はね、流行語大賞発表ライブなんでね、謝罪してる場合じゃないです。それはまた次回とか、いつかにね、取っておきましょう、その辺の書籍の感想とか。 そうういことにしましょう大丈夫ですかさ、収録してたじゃん、さっきまで。で、割と僕も水野さん、パフォーマンス良くてさ、結構いい素材取れてるよねって言ってたんですけど、ライブ配信始まった途端、調子悪くなったんですけど、そうですね。何なんですかね。やっぱりさっきの焼肉そうですね。焼肉が出てこない、あだからあれだわ、早食いしたからでは。 胃腸が胃腸には血液が全部持ってかれてさ味濃かったしめっちゃ味濃かったよ味濃かったですすごかった何かお通しみたいなやつ出てきたけどさあれももう一口食って味濃かったもんてそうなんですやめちゃったもんなまあ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 時間もね10時までって限られているので30分になってますけどちゃんとやりましょうはいえじゃあ何位から発表していきます何位から聞きたいですか皆さん何位から聞きたいですかやめてね客とか言うの皆さんからの オファーを受けてやりましょうか、えー、はいはいこれ,これがいいですっていうやつがあれば 1> えー、1 <laughs> ブラクタルさん11から1から,1から 1> はいあきらブラックさん1万位からでうんなめとんかあ<ー>、うん、みんなボケたがりですよねやっぱりねリスナーもみんなねはい10とかねちょっとさ、はい、20位ぐらいからいってみないあいいですよ20位ぐらいからいってみましょうか20そうですね逆に うん、じゃあトップこれぐらいかなみたいなそうですね20位これかはあ20位これですか20位これ難しい順位が書いてないからえー、っとえでもセルのさナンバーが書い位置すればいいんじゃないの 低い位置すればいいんだね。はいはい。といことは二十一番のセル、これだな。ホルさん、これだ。へえ。二十一、二十一じゃない。セルの、セルの。すごい難しい。セルの、セルのナンバーは二十一で。一個ずれてるから、セルのナンバーが別番号が二十一。行番号が二十一で、それが二十位だから、今二十一のものを見ながら二十位を発表しましょうか。そうですね。そしてこれ登録ナンバーは二十二です。めっちゃ難しいな。難しいですね。難しいです。じゃあホルさん、えっとこの流行 語大賞の得票数20位は何ですか、はい、得票20位はですね、ゆる学徒ハウス。なるほど。あ、そうきたか。そうですね、流行語っぽくないですけどね。そうですよね。企画名かうん。まあでも確かに、流行語大賞にね、あまちゃんとか入りますからね。うん、企画名が。<laughs> 企,画名が企画名が。だからタイトルが入ることはある。 ちゃん企画名でしょ当然企画書には企画って書いてあるでしょあれのこと企画だと思って見てんのいやいやドラマ企画映画企画起こした人がいるから作られてるんですよ。映画とかも企画だと思ってられるそですよ。映画は企画でしょいや、そうはあんまり読めない。企画書は書いてます。だから企画ですまあそうですか。プライーの人のね、頑張りをちょっと認めてあげましょう。まあそうですね。えっと、ゆるガクトハウスは説明するまでもないと思いますけど、昨年のえっ 中頃ですかね中旬にずっとやってたゆる言語学ラジオを別のジャンルでやろうという取り組みですねで今新しく6番組ができましたはい計僕ら含めて8番組になっているというやつですねそうですねいや嬉しいですねうんこれはいろいろ裏話あるんじゃないんですか堀本さん当然いろいろありまして今まで言ってないやつとかもあるんですよねきっと当然ありますねはいはいえ 何にも思い出せないな <laughs> <laughs> 準備不足がバレますよ <laughs> そろそろしっかりやらない何にも思い出せないなあこれ喋ったっけブルーシートの話あ知らないかもあのゆるガクトハウスさ、うん、鴨川の映物件でうん、うん、みんなが二泊三日の共同生活を送りますとうん そこでラジオを撮ったりリアリティーショー的なことしたりっていうのをやってたわけですけど映え、はい、物件だから借りたんだけどさはい、はい、ロケハンしてなくてさああロケハンね、えー、と撮影する場所とかを事前にこう調べに行こう,いうね,くね、はい、ロケハンティングね、はい、事前に現地見に行ってないから、うん、当日行ってびっくりしたんですよ、うん、屋根にビニールシート貼ってあって <laughs> ブルーシート。なんていうの映える物件のいい感じの屋根なんだけど、一部だけブルーシートで保護されてて。んでなんか隠してるんですかね雨漏りしたっぽくて。なるほど。はいはい。なんかいつからか分かんないですけど、雨漏りしててさ、間の悪いことにさ、ドローン会社の社長来ててさ、ドローンでもう全然ボランティアでいいんで、いい感じの絵撮りますよみたいな感じの空撮をね。すごいいい感じの人が来てたんですけどね。 上から撮ったらブルーシートね <laughs> そんなテラスハウスあるか <laughs> 悲しいです、ね、<laughs> そんなリアリティーショーあるかってなってですねもうブルーシートあるから使えないですねこの絵っていうのを言った結果なんとかギリギリブルーシートが映らない画角でドローンを飛ばしてもらってすごいオープニングに使われてる空撮の映像はその職人芸ですすげえこれ聞いた上で皆さんもう一回オープニング見てほしいですそうですねもう一個注目ポイントはめっちゃ曇ってる <laughs> これポイントですはい <laughs> コメントでいじり殺されてたなねこの絶妙な高曇り高曇りを引き当てる感じさすがだぜってめっちゃ言われてましたいつもでしたあれねちなみにえっとちょっと多分20位から順に1個ずついってると本当にそれで終わっちゃうんで企画名で言うとねえっと18位もう企画名ですね18位はうんちくエウレカウミガメのスープですそっちなんだうんちくエウレカクイズじゃないんですね うんちくエルカクイズは去年からあるからうんちくエウレいウミガメのスープっていうのが新企画として入ってるってことですね、はい、そうですねこの辺とかは企画の名前が入ってきているということで、うん、最近やってないですねこれね、うん、あのねうんちくエうれいカウミガメのスープはあれでしたね難しいし僕らが全然たどり着かないからカタルシスが足りなくて不評ですね、うん、なんか怒られてましたよね <laughs> こいつ 全然センスなお前らみたいなやつが知的な YouTuber を名乗るなみたいなカプリティオに鍛えてもらえみたいなカプリティオに訓練された人が見に来たせいでテンポ悪すぎて全然ねまあ見られてはいましたけどちょっと心折れてましすねカプリティオがおかしいんですよあれはそうだよあれ超人技を見せるのが悪いんだあのウミガメヤクザどもあ間違えあごめんなさいえっと今カットでごめんなさいライああそうですか 水野さん、お調子者が出すぎです。ボケるぞっていうムードすごいな。ここカットでお願いします。お調子者がひどい。しょっぱなから。<laughs> ちょっとウミガメヤクザって言いすぎたなと思って、なんとか本人たちに聞こえないようにう、ね、したいなと思って結果しましたね。ねはい うん、いい、あ、越山君がスパチャくれてます。<え>ゆる学とハウスが20位って言われたのに対して、つまり俺が選ばれた。違うだろう。ではない、<laughs> 違うだろう。<laughs> ゆる天文学ラジオのね、越山君ですね。そうですね。ありがとうございます。越山くん見てくれて。すごい。いいですね。そっか。来年は、もしかしたら、ゆるまるまる学ラジオで全部で戦う。可能性とかもある。あ、可能性あります、ね。か、各番組でやる。うん。そうですよね。だって、二人で番組、えっ、ー、と、やってるから、うん、実質週二更新ですもんね。 そのペアでそれぞれやってるからそ,、ね、それだったら十分各番組ごとで流行語大賞生まれるぐらいの可能性ありますよね,すねなんかある既になんかできてるものとかあるんですかその、えー、新しい番組とかでなんか独自の言葉みたいなのとかそうですねあしいこれ公開前公開前なんですけど<ー>多分流行り言葉になるやつ、うん、ゆる生態学ラジオでつ津貝外不正女子です何何何津貝外不正女子 <laughs> なんて言ってんの <laughs> つがいがい不正女子。です携帯全然わかつがいがい不正女子。つ、は、がいが、はい不正女子。つがいの外で不正、えー、父親性質と書いて、つがいがい不正女子。はいあのー、これ、由伸さんがいい着眼点だなと思ったあのものを持ってきまして、たくらん女子って言葉あるじゃないですか。ううん、うん 卵を預けるのりらす？い知らない知らない知らないですか、はい、あのー、要はまあ旦那さんかなんかがいてでもそうでない男性とこう子作りをして、はい、でまあ言うたら真面目ですごく頑張って働いてる旦那さんにその別の男の子を育てさせるみたいなまあ言うたらネットミームでいうその。 非人道的ムーブというかいわゆるクズムーブみたいなものを指す言葉なんですけど、うんはい、あれちゃんとした生態学の言葉で言うとそれ企んじゃないですよっていうはあ、はあ、<laughs> それはつがいがい不正という別の言葉がありますっていうやつでうん、うん、つがいがい不正女子を掘り下げる会があってですね <laughs>。 それはめちゃくちゃ面白かったなるほどなるほどこれは流行り言葉の予感がします、ね、あ<ー> 1> あしで,す、まあ、で1年やったらいっぱい生まれるでしょうから来年の年末は大変ですね楽しみですね,ね相当ある相当あると思いますねはい,いやこれこのペースやってるとマジで10時までいかないんでどんどんうもうなんか本当5位とかから 言ってたほうがいいんじゃないですかね。ああ、ゆるせ態大学ラジオのね、流行りことは他にも出してくれてる人いて、フリンジ出てないなって言ってる人がいてね、これも流行りそうですね。フランジじゃなくてあ、フランジか。はいはいはい。フランジは服とかについてるひらひらしたあるラジフランジは、そうか、霊長類み猿とかの、なんか発情したときに、なんかほっぺたとかにできるやつでしたっけああ、それね、理解間違ってて、ゆるせ態大学ラジオぜひ見てほしいです。あれ違ったっけ理解間違ってます。あだと確信した時に 出るらしいですアルファオスになったときに出るやつなんだ。ああ、じゃあ全然生徒は関係ない現象か、これ。これもね、受けてましたね、そういえば。あの俺、今、この集団で1位だなと思った瞬間にフランジ出るから、そういう人間いたら楽しいよねっていう話で盛り上がってたんですよ <laughs>。人に置き換えると楽しいよね, <laughs> 確かにね。だから合コンとか行ってさ、うんうん、5人席座って、あせーすって言ったときに、ザッ <laughs> 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 ザッてここに感じたら面白いっすよね <laughs>。確かに。<laughs> まあ、見たいな話で盛り上がたりしてましたね。うんうんうん、じゃあ、5位、えー。次行きましょうか。あと、あれだわ。ヘイヤハって言ってる人めっちゃいるわ。ヘイヤハね。直近のやつね。拾いきれてないですね。これ,ねこれは締め切ったんで。拾ってないですね。そうだわ。あのーうん、このワード出したのが多分昨年の12月とか。え、公開したのは先,先週とかだから1月でしょう。 この集計、ああアンケートの広報用語をのいあの取り出してきたのが、はい、多分11月の下旬とかですよね。 多分ってことだね。はいよりは角度の低いはいですね。なので、ちょっと平野派は拾いきれなかったですけど、来年はね、流行語相当な平野派順位になるんじゃないですかうんと、好順位ってことですね。難しい。そっちでも使うんだね。返事の範囲だけじゃなくて高い方でも使われるもちろん平野派順位に入ってくる可能性がありますね。あ、すごい。コメント欄が全部埋まった。平野派と比喰。怖い。怖いよ。やばい。あ、やばい。 スタンプ欲しいとかね。確かにね、スタンプね、あったらいいですね。なんかあれだっけ、これ、なんか順位が高いものをスタンプにするって約束してたのしてる約束はしてないですけど。じゃあ、義理はないですね。よし。あとね。派。じゃあ、ちょっと、飛ばして、ちょっと、じゃあ、下から、ざっといきましょうか。読んでいきましょうか。読んで行こうか。はいはいはい。まあ、じゃあ、今発表した20位がユルガクトハウス。はい19位、ハゲ。 これはあれですね。方言。方言が、あはいはいはい、そうですね。はい。ハゲが何だっけなんか、簡単詞だよね。うん<れ>、あ、そう。いろんな時に使える。<laughs> うん、えーとか、おーそうなんすねみたいな。はい,はいはい。みたいな時にハゲって使えるよってやつで。うんうん、使い勝手いいですよねってやつですね。はい。はい えー、あと18位がうんちくゆれかみがの、ね、スー,ビーマイってやつ、17位、セブンデイズ・トゥ・エンド・ウィズ・ユー。流行語か <laughs> ゲームなんよ、れそれ <laughs> 企画でもないよ、もうこれは。うん、まあでも企画書は書いてるでしょうからね。<laughs> 開発者のリザードリーさんはね、当然作る前に企画書は書いてるはずだから、企画名で合ってますね。うん、そうですね。<laughs> どんどんいきましょうよ。えー、続きまして、16位。 知的ジャイああこれは福田純也先生がおっしゃってた確かにこれはんかすごくよかったですねコメント欄とかでも盛り上がってましたよねえ15位はい三段活用やありましたねありましたね赤ちゃんのこと尊敬しすぎて赤様って言ってるししまいには今井睦美先生まで赤様ってやりす言ってたわああ言ってたわそう だから、あ,ね、あれですよね、言語習得すごすぎて、そう、赤ちゃんとか言っちゃいけないなれなれしすぎるよって言ってたやつです、ね、そう、気軽に赤ちゃんって呼ぶなっていう僕が、ね、僕の主張ですね。あと、赤ちゃんシリーズ10回ぐらいこすり倒した結果、作るサムネがなくなって、はい、もう後半ぐちゃぐちゃになってましたねサムネがね。<laughs> メカおしゃぶり赤ちゃん DJ って言って、赤ちゃんがおしゃぶりしゃぶって、DJ ブースの前にいるサムネありましたね。 ごめんな。苦労させてごめんな。赤ちゃんに叱られるって何あのサムネちチコちゃんに叱られるみたいな本当でね。赤ちゃんに叱られる。何あれないんだもん、もうサムネにする要素が。使い果たしてる。言語習得すごいって話ずっとしてますからね。あれは過去最長のシリーズですよね、去年。10回ぐらいだと思うね、全部。だし、あれなんですよ。メカおしゃぶり赤ちゃん DJ ってさ、DJ ブースの前にいるやつ。あれ、DJ ブースの写真逆なんですよ。 うん、言ってる意味わかります赤ちゃんがここにいて、うん、DJ ブースここにあるんだから、うん、手前側に DJ が操作するものが来てないといけないのに、はい、奥側に来てるんですよ。っていうのをめちゃめちゃみんなから叱られてるんですけどコメント欄で。<laughs> はい、でもこれ知ってて <laughs>、うん、あのサムネ作ってくれてるね編集チームの大輝く君がね、うん、これでいいですかって言ってサムネ出してきて。でもこれ 逆なんですけど DJ ブース、うん、正しい向きにするとこうなりますって,って出てきたやつが、うん、もうあの分かりにくいんですよ。ザ、うん・ The DJ ブースってさやっぱこっち側から見た客側から見た景色だから、はい、DJ 側から見た景色よく分からんの、ね、よパッと見ても。うん、だからああ逆の方が分かりやすくていいねって言ってそうですよねじゃあこっちにしましょうって言って分かった上で出したのに逆になってますよ逆になってますよ。す<笑><笑>みんなからめちゃくちゃ指摘されて <laughs>。 あ難しいなそうですねイルゲン学ラジオでいっぱい指摘が来るやつ大体事前に把握してありがちですからねしてがちですねはいまあまあまあいやでもね皆さんからのご指摘はねありがたいですそうですねありがとうございますと思いつつうん知ってたなそうですね次いきましょうか14位ですね次は14位は飛ばしていいですかこれは「ついてる」ですかこれひどいな んえなんでこうなったこれ誰これ加えたやつこコメント欄のやつらが悪いよこれこれ,これひどいねなんか「ついてるついてる」テテってずっと俺らがノートのイベントで真面目に受けてんのにずっとこ <laughs> こさあ コメント欄ついてるって書いてあれのせいで俺本番に笑わないから本番でさずっとこうやってくるじゃん必要な人がそのせいで真面目にやってんのにちらっと目に入ってすっごい笑いそうになってあれ危なかったですね殺傷能力が高いですねまだノート様の綺麗なスタジオでね真っ白な壁で立派なモニターについてるついてる流れてくるもんだからひどいですけどちょっと解説してもいいですか責任ありますあなたに僕がね ビジネス書百100冊読むライブ配信っていうのをやってたんですよね。ゆるゲン学ラジオと関係ないですね、ね僕が個人的なチャンネルで個人的にやっていたやつが、はいはい、の中で、えー、ちょっとあの面白,、うん、面白い本がありまして、うん、そこであのついてるっていうのをキーワードにしようぜっていう提案がなされていて、はいえー、朝起きたらずっとついてるって口に出し続けようみたいなことが。はい 書いてあったのでそこから始まってみんなついてるついてるってコメントなんでずっと言い続けるようになってしまったっていう <laughs> あの怖い宗教の誕生を目の当たりにしたみたいなやつですね説明は聞いても意味がわかんないです <laughs> やっぱりごめんなさい間違えちゃった説明しなくてよかった <laughs> そ,うそうですね、はい、どうでもいい話しちゃいましたはい <laughs>、えー、っていうのが14位 <laughs> はい次13位ですねはい13位はガバガイ問題です <laughs> いいですね流行したこれクワインのねクワインが提唱したことでおなじみのガバガイ問題ですはいはいはいめっちゃ出てきたもんねだって確かにでも多分1年間でガバガイ問題ってこんなに言ってる YouTube チャンネルはクワインを置いて次は僕ですよねクワインチャンネルあるんですかねクワインの日常みたいなないですかどうも皆さんガバガイクワインです今日はねちょっと釣りにやってきましたんで今日狙いはこれを釣っていきたいと思いますみたいな クワインの日常以外で俺たちが一番行ってます。あの、没してます、クワインは。クワイン、そうか、もうなくなってるの。クワイン、没してないもん。いや、多分、没してる。だよね。うん。あのね、一瞬、ゆる言語学ラジオグッズでガバガイグッズ作ろうかと思ったことがあって、はい。それの時に、あれ、権利これどうなってんだろうと思って、クワインについて調べたから、没してたはずです。没してますね。はい。が、えっと、何位だっけこれ、13位か。はい。どんどん行きましょう。はい。12位が、おもしろ説明おじさんですね。 あこれ確かにいつこの言葉ってこ,のこれって去年なのかな実際のところ説明おじいさん初出いいつでしょうか、ね、いやーこれ初出全然わかんないですよね多分あのゆる言語ワークラジオ用語集っていうサイトを作ってる M 高岸さんしか把握してないでしょう、ね 一覧のスプレッドシートも結構ちゃんと書室まとめてくれてたんで日国みたいなことしてる <laughs> 書室年まとめて <laughs> そ,こそこ見ればわかるかもしれない、ね、そうかそうかじゃあ去年なんですねこれ、うん、いやもうずっと俺はその堀本さんノートでさ、うん、面白説明おじさんって言葉か覚えてないけど、うん、あの長野沼慎一郎先生の現代経済学の直感的方法を書評してる、うん 時の更新で出てきてきたはずそう面白説明おじさんって言ってたし、うん、僕時々言ってるんですよね面白説明おじさん。あでもね確かに2022年かもあれだすごい思い出したわあのゆるコンピューター科学ラジオのさ、うん、初期の頃さ、はい、あの内容にだいぶ荒があるというか。うん あのお前記号の読み方とか変じゃねえみたいなツッコミが入って「あさあせん」っていう話をするときに「うんはい、いや僕面白説明おじさんなんで、うん、面白説明をするおじさんだと思って聞いてくださいっていはい、はい、専門家だと思わないで聞いてくださいっていうのを言ったの最初な気がするねあそれだっけ初出そうか、うん、なんかもっとゆる幻クラジオとかでか言ってそうだけどね言ってそうですけどねいやマジで覚えられて覚え出せないですねうんこれね思い出せないですねう もうなんかいつの間にか定着してたし、俺なんならこれ流行語として拾われる語でもないと思ってたというか、<laughs> でもね日常的すぎて、票入ってますね、面白説明そうですお、ね、も、まあ、面白説明者さんになりたいってことかもしれないです、ね。うううんうん、うんこれは僕らも生涯の目標ですね。ね続きまして次がちょっとすごいの入ってます11位が、水野さん何ですか ?11 位がバイビーです。<laughs> <laughs> いや、俺、覚えてないよ、バイビーは。えバイビー覚えてないバイビー覚えてないですかあれでしょあれ、かろうじて、たぶん論文紹介会とかに出てきた気がする。えっと、黒島先生が来たときうん。島村先生と福田先生の。ああ、はいはいはい。だから、えっと、バイビー2011みたいな話した。えっと、ラパポートとか、レビンとかが出てきたときに、全然違います。え、違ったっけあの、他の回です。え、そうだっけはい。あじゃ俺、本当に分かってないよ。バイビーは他の回で出てきて、えっと、やべなんてっけあ、覚えてるか えっとねバイビーの主張は、バイビーって外人でしょ、外人とか日本人じゃないでしょ、うん。アメリカの研究者とかだったと思いますけど、えっとね、うん、なんかね、かえっと他のてかテンスの用法の、うん、と、えー、あなんだっけなんかねとにかく指摘系変化をこむりにくいっていうワードだけ覚えてるんですよ。 知的変化を被りにくい。うん、だから歴史的な変化があっても、ある用法は変化しやすいんだけど、うん、ある用法は変化しにくい。これは通言語的に見られるんだっていう主張をしてたことだけ覚えてるんですけど。えー、<laughs> な,なんだったっけ。そんだけ覚えてるならもう十分じゃん。ん <laughs> そうですね。で、だけど、これね、あの、推薦理由みたいなのを入力する欄があるんですよ。すね、そこでね、一人ね、あのね、えっ、ー、と、これは。れあ、投稿者の名前ないんですけど。はい。 バイビー投票した人からのコメント、うんはい、4バイビーは個人入れに思い入れのある単語過去人名です幼霊<ー>になる最後の一押しだったと言っても過言ではないですとんでうん、ゆる言語ゴラジオ」に出会ったのはターシリーズが最初でその内容の本格さに惹かれて聞き始めましたと、うん、みたいな、えー、っとことを言っていて <laughs> 結局、バイビ水野さんには説明のうまさ、誠実さで一定の信頼を置いたものの、うん、堀本さんについては全く知らなかった上に、うん、何者かもぱっと見では分からなかったため、<laughs> ね、継続視聴の一投押しが足りませんでした。<う>でえっと、内容がいくら良くてもパーソナリティが受け入れられないと継続し、継続視聴は難しいものです。し、うん、しかし 水野さんとのやり取りの中で「バイビーが言うならそうなんだろう知らんけど」という趣旨の発,音発言をしておりそこで一気に引き込まれましたななんんででということでバイビーに投票したそうですえっとねこれでね、うん、あのパーソナリティの人柄の良さを実感したらしいです<ー>しかも、うん、この発言を聞いて一気に信頼大きいとか言ってるのであの筋金入りの,あの変わった方<お>なんだと思いますね <laughs> バイビーがそんなに言うなら、間違いないですね。うん、え、すごい、あの、適当に演じてますよね <laughs>。なかなか高校の時、母校のノリと近いって書いてあるんで。<ー>多分、なんか、そういう有名な研究者を引いてきて、あまあ、そういうなら、まあ、間違いないでしょう。はい、知らんけど。っていうノリをやってたら、堀本さんもやってたから、じゃ、はい、信頼できるな。ってなったっていう、すこ、特別な。<ー>だから、このよくわかんない表で、だいぶバイビー押し上げられてますね。そうですね。確かに。はい、本当だ、バイビー1位だ、この人。なるほど。 珍しい人ですわ。一部の人からすごく熱狂的な後押しをされているのがバイビーということですね。そうですね。はい。続きまして、じゃあ、ベスト10いきましょうか。はい。10位。ようやくだ。B4 的全能感です。また福田先生じゃないですか、福田先生、レギュラーでしたっけ <laughs> 違います。僕です。僕です。レギュラーは。今日は水野さんゲストですけど、レギュラーの福田先生とやってるんですかやってたんじゃなかったっちか違います、違います。変えないでください。確かに僕が出演してる回よりも、福田先生が出演してる方が再生回数がいいんですけど、その話はないでっす。それマジで内緒でしょす。あの人がやった方がいいんじゃないかみたいな、説は内緒です。悲しいですね。そうですね。あの、バイビー。水野さんもバイビーバイビーって。 そうだったんですか。まあっ黒島先生ゲストの時も言ってましたけどね,そうですね。毎回ゲスト来ると僕クビになるんだよな。これはあれですね、えー、大学院に行くタイミング、うん、なんか大学院時代の話をされていたときに、うんえー、B 4つまり学部4年生の頃はなんは何でもかんでも分かった気になる、うん、だけど院に行くと全部分かんなくなるそうです、ね、っていうときにその大学4年生 B 4の時の全能感。 的全能感だから僕はっきり覚えてますけど福田先生あれ言ってましたよねなんか「大学院行って研究でやっていけると思ったんですか?」みたいな、うん、僕らってその研究やっていけるぞって思えたことがないからその選択は憧れるんですけど。 よくそんなこと思いましたねって言ったら、うん、いや B4 的全能感でみたいな感じだったよね確かうんうんそうそうそうだからあ終始に進んじゃう人の行動原理を説明するのに使えるフレーズだなってそ,っ、ね、そういうことですね僕あとそれでいうとねもう一個印象的だったのが、うん、あの黒島先生っていうユリ、はいえー、言語学ラジオの昨年の下旬頃にゲストで出ていただいた先生がいるんですけど、うんうん、その先生に、えー、同じように、うん 先生その終始はわかるんですけど博士に進むのって結構リスキーじゃないですかっていう就職結構限られちゃうし研究者になっても結構な時期苦しいというか金銭的にねそんなに裕福じゃないというので先生そのどういう判断をして終始から博士に行こうと思ったんですか M2 的全能感ですかいやそんなことないらしいそれはないらしいんですよで聞いたら質問自体がナンセンスだと。 そもそもそういうこの時期に博士に行かずに就職した方がいいかもしれないみたいなバランスどっちがよかろうみたいなバランス感覚を持つほど頭のいいやつは博士に進まないと消えていくとだから全員アホなのでそういうリスク管理をせずにそのままただ漫然と博士に行ってるが実態に近いって言っていたんですよ嘘やんと思ったんですけど他にも知り合った博士の人何人かに聞いたら結構この回答が支持を得ていて。 だから実態をこれ結構反映してんのかなって思いましたね。えー、なんかすげえいい漫画の引用できそうなんだけどさ、うん、そういう名シーンなかったナルトとかにえそういう判断をするリスクとかを考えるほど、うん、名台リフでさ「損得、うん、計算できるほど器用ならほにゃららやっちゃいねえよ」みたいなやつなかった なると読んでないんでね。なると読んでないんかい。コメント欄に来てるかもしれない。読んでないんかい。なんかありますよね。その、損得計算できるほど器用なら、ほにゃららやっちゃいねえよみたいな、ほにゃららに当てはまる言葉、そして出典の作品を答えよ。うん、2023年、うん、共通テスト、漫画名言。うん、<laughs> 漫画名言っていう科目はないです。<laughs> 漫画名言です、ゼロス答えよ。はい、これできないとあの、高校生の皆さん、ちょっと大学行けないんで、ぜひ答えてください。 俺は一生バカでいいみたいなやつあった確かになんかありましたよねそれなんだっけ俺は一生何とか何とかなんだったら俺は一生バカでいいみたいなやつありましたよ何々を利口だと呼ぶなら俺は一生バカでいいみたいなんだそれそのなんだっけじゃ早く教えて誰かこれを 賢くなったらこれだってんなら仲間を器用に裏切ることが賢いってんなら俺は一生バカでいいみたいな本だよね、うん。そう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 そ,そ,、ね、そう。なんだっけこれ答えよ。うわ答えよ。2023年共通テスト漫画名言。<laughs> はい、これね、配点でかいんで皆さんぜひ答えてください。ナルト少年編ってみんな言ってますけど、原文が欲しいですね。うん、なんなんてて言ってんのこれうーん。

賢いっていうのがそういうことなら、俺は一生ばっかあの包帯ぐるぐる巻きの鳴るとか言ってます、ね。今ググった。はあ。ってことは、この感じで黒島先生は。白紙にすんだってことですか。<笑><笑>そ,ううそういうこと、そういうこと。えっと、もう一回、もう一回言ってもらいます。えっと、ーとーとだから、白紙に行くなんて、お前バカだぞ。うん そんなお金も大してないだろうし、うん、将来も不安定で、うん、って言われた時に賢いってのがそういうことなら俺は一生バカでいいで黒島先生言って進化しますよね <laughs> こうやって包帯<う>ぐ,ぐ,ぐるぐるの状態ぐるぐるのでこう,こう言って<あ>そ,うそうなんだあそういう今度なんかその本とか書く時それあの黒島先生が実際にそう言ったっていうふうにして書,き書こうと思います僕<笑><笑>あ,あいいですね写真のところに書いておきましょう <laughs> 黒島先生はこのようにおっしゃっていたので <laughs> 大変勇気づけられました <laughs> フェイクニュース 2000年、包帯巻きの黒島の文はじっと空を見上げながらこう言ったみたいな書き出しでね。こう言ってるのがそういうことなら、俺は一生バカでいい。白身を決めた時であった。ああ、オッケー。いいですね。いい本、いい本できそうですね。これ。はい。広いな。黒島先生、ごめんなさい。で、どこまでいったんだっけ？B4 的全能な10位ですね。はい。じゃあ9位いっちゃいましょうか。はい。9位が 90対90の法則ですはいこれはゆるコンピューター科学ラジオですね見積もりを必ず間違えるという回の時に出てきた概念で、ね、はいはいはい、えー、本日も実際われわれは90対90の法則で,法則で、はい、やってしまいました店が空いてるよし1時間で帰れるはずだってメシアに入ったらね、はい、案の定1時間20分かかりましたねそうですねやってしまいましたねなんかだからゆるコンピューター科学ラジオが、うん、まあかなり食い込んでいるそうですね入ってますねはい えー、さあどんどん行きましょう次きましょうか8位は何ですか水野さん <laughs> 8位もう性格悪い人が入れたんだろうなこれな8位は女数シーズはい。<laughs> 女数シーズハイつまりこれはですね <laughs> はい。お便り投稿みたいなところで謎の自分の <laughs>、えー、まあ 性,サービス性風俗サービスの体験などを送ってくる人、ね。そうですねな。なんだその説明。ミスノさんは。ペンネーム。ミスさんは何も悪くない。はい。適切に説明してるんだけど何にも説明。<laughs> <laughs> え正確に、もうちょっと知らない人向けに言うとゆる言語枠ラジオで学んだ知見を活用しながら性、うんね、風俗体験で自身が絶頂する様子などを表現したちょっとした短編小説みたいなものを定期的に送りつけてくるリスナーの名前です。何言ってるか分からない人は過去のお便り会を参照してください <laughs> お便り会でよく取り上げられていますよ、この人はね、ひどい、<laughs> 間違えました、素晴らしい才能の持ち主ですよね、この方ね。アンビー ピストではななくるあの一文僕いまだに思い出しますよく家ではトイレ入った時とかよくなくなるえお手洗いって自分にかけてるんですかかけてないけどかけてないけどこれもしかかっちゃったらアンビーピストではなくなるなっていうことよく思ってます彼があのお便りの中で最終的に得た結論覚えてますあでもそうか結局あのお嬢様お嬢様じゃねえ女王様のそれは聖水なのであってピスではないのだから 私はアンビピストなのだみたいな結論だ。ああ、ちょっと、もう全然うまく覚えられてないですねっっ。正解見ましょうか、うん。はい。えっ<ー>と、忘れてるやないかえ、うん。えっ、ー、とね、ちょいとね、忘れてるやないか。整理してね、整理整理するの大事ですかね。覚えてるんだけど整理するっていう時間必要ですよね。何だったっけあれ、おい覚えてないじゃないか。形は覚えてるんですよ。はいはい我をうゆえに我ありをいじってたんですよ。 アンビピストであるゆえに我ありみたいなそんな感じのことを急に挿入してきてててくいことしてたんですけどなんか今脳で組み立てようと思、うん、我を思うゆえにアンビピストありじゃないなってなって、うん、なんかちょっと怪しくなってきたんではい、はい、急にもごもごしたんですけどはいはい、はいはい、あの、ま、ジョスシーズハイさん我々の脳の容量を無駄に使わせないでほしいですね <laughs> なんだっけなーじゃないのよ <laughs> めちゃくちゃもったいないね俺たちの脳の容量 <laughs> 絶対それじゃないだろう覚えるべき <laughs> そうですねもし今ね女数シーズハイさん見ていたらね <laughs>、うん、また送っていただけるとね完成していそれからね実は女数シーズハイさんからすでに届いているお便りがあるとかないとかねそう,そうなんですよね,いねこれはねちょっとね言えないですよね近日中にねちょっとその真相が明らかになる気がしますので,そうです、ね、皆さんちょっと楽しみにしていてくださいはい じゃあ次いきましょうかはい。7位は、はい、エビサンドです <laughs> はいはいはい有、は、効、い、語かエビサンドね <laughs> エビサンドって言ってましたっけ <laughs> 言ってたかまあエビサンドに乗って滑っていくだよねはいそうですねスウェーデンかどうかのことですよねこれは、うん えとなんか生活が順調でうまくいっている様子なんか悠々自適に暮らすみたいなあそうですね、はいはい、左内輪っぽいニュアンスあったよあそうだわ、うん、俺が言ったのはなんか豚の背に乗るみたいなやつだ多分あああ順,順調に言っているみたいなやつね確かにあれいっぱい紹介しましたけど、うん、結局生き残ったのって僕もっと想定したのって白髪三千錠とかがなんか便利だなと思ってたんですけどはい、はい、結論エビサンド,サンドあとなんかあのあれ なんか果物終わったらじじいが将棋指してたるやつ。えっと、吉祥の楽しみ、立花の。あねじじいが、なんてなんてなんて、ごめん。が将棋てたやつあと、囲碁ね、全部違うから。あちゃー、あちゃー、やってしまった。吉祥の楽しみね、ランカと一緒に覚えたやつですね。そうですね。はい、ランカは、ずっと将棋見てて熱中しすぎて、手すりがただれるっていう、わけのわからないやつですね。 ああとあれですよね覚えて一緒に押さえておきたい関連うんちくで、はい、将棋囲碁どっちかの盤の下にあるあれあの足は口なしの形をしているはい囲、は、碁、いはい、も将棋もどっちもじゃなかったっけ碁盤<方>も基盤、うん、口なしの身の形をしてるんですよね要するにあの足が、はい、ひっくり返したね口なしの形、ね、それが、えー、口出し無用を意味するから。うん えー、周りから外野から外野が言うなよという意味で口なしの形になっている、はい、でも合わせて押さえておきたいように蓄であともう1個あるよねそれと一緒に合わせて押さえておきたいのが、はいえー、5番将棋盤の下は、うん、くぼんだ形になっているんだけど、うん、それは口出しちゃったやつの首を切って <laughs> 入れておくためのスペースです何 <laughs> でそんな大げさなんですかね <laughs> なんで罪重すぎるやろってう,うんそんななる <laughs> っていうね,ね<え>感じですけど罪重すぎるシリーズありますよね。はい。というエビサンドが、えー、と6位。六位いや7位ですね。位か。七位ですね。はい。そしてじゃあ6位いきましょうか。うん。ボンボンいきましょう。あ血だまりのうんちくは不発になったかいってコメントがついてる。えこれ不発になったんだっけど、この合わせて覚えておきたいうんちく。どれどれえっと。クソ。 だからあれかいまいち面白くなかったってことなんか失敗したのかもしれないですねああ全然面白いですね全然覚えてないですでもねことわざは僕めちゃくちゃ気合入れて作ってそこそこ受けるだろうと思ったのにことわざを文脈なく笑い飛ばすのよくないですってめっちゃ怒られてへこんだっていうのがあるんで一応フォローしましたけど不発ですうん冒頭にフォローしたはずなんですけどいっぱい怒られたんで俺ことわざ視点読もうと思ったけどやめようかなって。 思いましたうんまあまあ確かに上品なことかと言われるとねまあ,ねあもな,いかないう立ちはいいかい悪いか言ったら悪いんですけど、うん、あでもねあれだわあったねこれ海の塩と山の玉瓶とか鍋の中で出会う <laughs> あったねこれそれは年末の忘年会ですねそうですね、一昨年の忘年会ライブでねはいはいはいあなるほどどちらかが理解でき,なくできなさすぎて説明がめんどくさくなって不発に終わったあ<ー>ややこしかったのが口なしの話なのなるほど段階が多すぎてはいはいはい そうだった気もするな全然覚えてないですね全然覚えてないっすね,い,っすねいや本当ねこれねみんなびっくりすると思うんですけど喋、うん、った瞬間に忘れるっていう、ね、そういうスキルありますよね完全にそうですうん僕こんな面白い話忘れてたんっていう衝撃をこの間読書メモをひっくり返してたら出てきました、ね、はいはいあのー めっちゃ面白い話俺取りこぼしてるじゃんって、びっくりしたんですよ。うんうん、しかも一回自分でアンダーラインも引いてるんです、アンダーラインっていうか。えー、前にあのハイライトも引いてるんですよ。はいはいはい。だからこれめちゃめちゃ面白い話だと思って、ハイライトして読書メモリまでつけてるのに読み返さないと忘れてて、うん、びっくりして俺なんでこんなこと忘れてたんだっていう衝撃の話を今喋ろうと思ったんですけど、忘れました。<laughs> <laughs> <laughs> 一昨日びっくりしたんですよ、僕、読書メモリに話して,て。はいはいはい ちなみに言うと僕も昨日寝る前に今日収録してたんで台本見返すために読んでた本のメモ見返してめっちゃ面白いじゃんと思ってと喋喋ろうと思った内容忘れてたんで堀本さんが喋ってるうちにと思って今メモ見てますでやっぱ面白いってなってますバカすぎるだろ俺たちパーソナリティに求められる能力が足りてないよすぐ忘れちゃうね全部一応今僕は出てきましたけど何だったんですか ケーキミックスってあるじゃないですか、うん、あれはその実は結構女性進出うん、うん、女性の社会進出の象徴だった、うん、し一方でそのつまらしさを求められることの象徴っていう矛盾するものを、うん、えっと内包した商品だったと,ーっとケーキミックス確認ですけどあのホットケーキ楽に焼けるやつですか、ね、はいそうですね、うん、はいえっとこれなんかねその女性が社会進出進むと忙しくなって、うん、で短時間で失敗なくまあその 料理を作れるはい、はい、そしてその一方で、えー、と料理飾り付けや色付けを重視した料理を作るっていうのが女性らしの象徴と捉えられていた時代でもあったのでちょっと前時代的ですけどねそうだ短時間で失敗なく理想の女性になれる商品っていう売り出し方で生まれたのがケーキミックスだったなるほどだけどリリース時は人気が出なくって第二次世界大戦後に一気に市場が拡大したと。なんで えっと、だから多分このぐらいの時期に女性の社会進出が進んだってことじゃないかなと。そう,そうか,だか,らそうか戦前はねそんなに外で働く女性って多くなかったでしょうからそう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 ,かそうかっていうこととかを読み返してへえ<ー>と思って、まあ、特に、ね、デザートとかケーキを焼くことがその女性性の象徴と当時はされていたあでもなんかわかわのでステレオタイプな昔の少女漫画とか読んでるとさ、うん、女の子らしいキャラクターって大体人切 家に招いてケーキ焼いてますよね。あ、そう、あ、そうですね。なんか、そう、しずちゃんが焼いてるんだ。あ、しずちゃん、そんな。しずちゃん、よくケーキ焼いてるんですよ。へえ。のび太さん、ケーキ焼いたけど、食べる。っていうの、よくやってる。嬉しいですね。単純だな、お前。嬉しい。ケーキ焼けたの。めっちゃ嬉しいじゃん。可愛いな、水野さん。わかる、わかる。そうだよね。あ、で、だからね、これ、本文、まま引用ですけど、これ、いい文章で。つまり、ケーキミックスは。 忙しい女性に家事の時間短縮や手間の省略を可能にするだけでなく理想的な女性であり続けるための道具でもあったのであるってまとめられていてなる,なるほどなっていう。であとともう一個これに関しては、うん、そのただ便利すぎると それはそのあまりに手軽すぎて罪悪感女性が抱くので結果的に必要ないのに卵を入れるっていう工程を加えたケーキミックス白いう話があったんですけど別の本ではこれデマって書いてあったのでじじ事実かどうかはちょっと怪しいですけどまあなんかうんそういうようなこととかも書いてあったこれが本当だったらかなり面白いうんちくだと思うそのえと手軽すぎると罪悪感を感じるので無駄な工程を加えたっていうのはすごい面白いうんちくですけど実際はどうかちょっと分かんないですね。はい あのあの話ありますよね鍵,鍵開ける人鍵屋さん、はい、出先で鍵なくしちゃって戻ってきて家で鍵開けられないから困ったなーっつって、うん、鍵屋さん呼ぶぞってなった時にはい、はい、鍵屋さんって1回5,000円とか金取るわけですけど、うん、熟練の鍵屋さんって3秒で開けるから、はい、分かりました行きますって言って,行って3秒でチャッと開けて、うん、5,000円になりますって言われると。うん ななななんかってあるほどねだから3秒で開けられるんだけどちょっとだけ余計な工程を入れて手間取るちょっとだけ手間取る難しいなあこれこうかなとかこれもうちょいこうっすかねとかやって「あっ来ました!」ってやったらなんとなくなっとくみたいな話どっかで聞いたことあるんですあはいはいはいそうっすね僕も友人のカメラマンさんが言ってたのが写真って本当はすごいこう簡素な。 見た目のカメラでめちゃくちゃいい写真が撮れると今の技術だとでもそうすると大御所の方が納得しないとまあそんな安そうなカメラで撮るんかとだから必要以上にごついカメラを持っていってそれでわざわざ撮るいや人間ですね人間っていう感じがあるなそうですね無駄なものをあえて加えるうんじゃないと納得できないとこの手の話はいくらでも引き出しにありそうですけどありそうですけどちょっと先進みましょうはい進みましょうしゃべる話じゃないようやくベスト5までいけるのかなこれでそうですねはい ベスト5ベスト6だね次第6位ん今エビサンドまで終わったから1234あそうですね第,第6位か6位はい第6位いきましょう第6位はですねはい水野さんこの手の集計作業って全然周りに見えてなくて良、はい、くないと思うんですよはい、はい、ブラックボックスなんで良くないと思うんですよブラ, <laughs> ブラックボックスなのはお前だブラックボックスなのはお前だ ブラックボックスの名前だブラックボックスの名前だのブラックボックスの名前だですね。どうしてもやりたくなっちゃってこれ。そうですね。大丈夫か、コメントなんでみんながブラックボックスの名前だってなってないですよね。あ、みんなになってる。みんななってる。終わりだ、もう、このライブ。ああ。ああ。あ。もう。みんな早いな、打ち込むの。これ結構長いけどね。ほんとですね。あれか、予測変換に入れてるブラぐらい出てくるのかもしれないですね。そうですね。あ、ブラオマーって言ってく あ、略語が生まれてんだもん。あとね、地味にね、あのね、うん、めちゃくちゃ早く入力してる人が、うん、ステキチスラッシュ早稲田式即記述。さすがな。<laughs> さすがですね。早速タイピング早いんすね。やっぱ速記とか好きな人は当然タイピングも早くするんでしょうね。さすがだね関係ないと思いますけどね。ブラウマーってもうすごい流行語みたいになってる。よかったですね、ブラックボックスさん。ということで、ゆうコンピューター学ラジオの言葉が6位と8位に入ってますね。はい。ランクインしてますね。順調ですね。はいはい。違うな。9位か。91対90の法則と、ブラックボックスさんはお前だと。 じゃあ次行きましょうか、5位ですね、ようやくこの辺りからラインスタンプ化が見えて可能性がある感じがすね、第5位は水野さん、なんでしょう、シャバの空気、福田先生ですね、福田先生がなんと何位、十何位かと5位にランクインということで、そしてですね私が提案したことは今のところ、バイビー以上もなります。 研究者の名前だからねもう首から確かにあれ本当だね水野さんが出したもんガバガイ問題もありました怖いんだからそれあんたの手柄じゃないよガバガイ問題ちょっとね古堅にかくまあ四位以降あのちょっと逆転そうですね逆転が可能性がありますけどなんとえ五位はシャバの空気ですね福田先生のやつですねこれ文脈はいはいなんかあれですよねえシャバの空気がわからなかったという形で使ってましたはいえっと福田先生の著書ですね外国語学習に潜む意識と無意識 先生にいやこれ結構難しかったですよねみたいなこと言ったら、うん、えそうですかみたいな感じになってなんでそんな難しく書いちゃったんですかみたいなこと言ったら「うん、いやこれ院に出たちょっとこの白覧をまとめたやつなんでちょっとシャバの空気がわからなかった」って言って<笑><笑>あそういう言い方なんだって、うん、福田先生は大学院をしなんか牢屋というか <laughs>、うん、刑務所的な施設として捉えてらっしゃるんだなそ、ね、っていう驚きがありましたねこれ結構応用力が高くて、うん、あの 院に、うん、大学院にいらっしゃる方からのお便りで獄中から失礼しますとかす、ね、院を出た人が出所って言ってたり来月からシャバに出ますっていう答えも来てましたしね, <laughs> そうですねだから何ていうんですかね応用力の高い流行語で、うん、確かにこれは流行語っぽい、うん、なと思うと同時に、うん、福田先生のちょっと存在感が強すぎて僕眩しいですねうんやっぱバイビーかもしれない。<laughs> <laughs> やばい。4位以降でね、ちょっと僕ね。りましょう。めっちゃいいフレーズ出してましたから、みんな。そうそうそう、いろいろあったはずですけどね。あんだけいい台本書いてね、めちゃめちゃ説得力ある結論になったシリーズいっぱいありましたようそうそうそう。赤ちゃんの回、僕、会議的に聞いてましたけど、最終的には言語習得ってほんとすげえなってなったんで、多分そういうワードがね、この先入ってくるですそう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 。じゃあ、4位、堀本さん。いきましょうか。はい、4位は。4位は、デカルトミです。 コンピューター教育ラジオ超初期ですね。第2回か第3回からですね。3回ですね。3回か。あの相当の回が3回あって、そうだ最後の最後の回で。ディバイド・アンド・コンカーっていうのがコンピューターサイエンスのもう根幹なんですよ。はいデカルトが言ったことですね。文化ストーチ。これをすごく表しているのがクイック・ソートというアルゴリズムなんですよみたいな話を熱を持ってはい。だからデカルトみを感じるためには、やるべき学問はコンピューターサイエンスなんですよって一生懸命言った回ですね。そでして あんまりね意味もなく、それってつまり、ディバイダーのコンカーってことですよねって言ったら、堀本さん、取らないで俺のデカルトミーって言ってましたね。何言ってんだろうと僕、正直、相方言う分間違えたんじゃないかなって、あの時思ってましたけど、取らないで俺のデカルトミー、無事に名言に入りましたね。よかったよかった。なぜかね、デカルトミーってものにすごいオリジナリティを主張していてね、不思議でしたね、俺は。デカルトミーはね、セーフですよね。うん まデカルトミって言ってるのを、まあ、デカルトの次うちのチャンネルですからね。<laughs> そうで <laughs> デカルトはデカルトミって言わないですよ。ケンミって言います？<laughs> 逆に。ケンミ。 言わないっすね,ですよね気持ち悪いね、俺が。<laughs> それちょっと権味あるよね。<うん S 1> ああ気持ち悪い。僕にだってあの水飲み白笑みたいになってますね。<laughs> 水飲みって。水飲みね。いや、大気味だろ <laughs>。なんでお前だけ上の名前なんだろう。そ,かそ,かあのそうっすね。デカルトみ、デカルトが日常チャンネルで言って,てるかもしれないですよね。 え、今日こんにちは、デカルトです。こんにちは、デカルトです。<laughs> ですつって今日も、感じていきましょう、デカルトミー。可能性はありますよね。で、転換が入って。本日はね。こちら、ペヤング激辛。<laughs> 感じ、いや、これ、きますわ、デカルトミーっていう、ね。<laughs> 分割、ないですけどね、別にね。<laughs> えー、いいですね、偉人系 YouTuber がね、ねいたんですね。はい。っていうのが第四位でした。はい。 じゃあいよいよ第3位いきましょうかさあそろそろねそ僕の登場ありそうですね素晴らしいワードが多分入ってくれと思います、はい、第3位、はい、水野さん何でしょう第3位はバリューブックスです <laughs> <laughs> もはや社名じゃん <laughs> 人名とかでさえないし、ジョスシーズハイさんも相当人名じゃんってなったけど、バリューブックスひどいな、い圧倒的な存在感は確かに、圧倒的な存在感ですねあのゆるコンピューター科学ラジオにおけるサーフシャークか、ね、ゆる言語学ラジオにおけるバリューブックスかみたいなとこありますからか、完全にそうですよね正直ね、バリューブックスがこんなに皆さんから愛されているのは、なんか僕はね、うん、めっちゃ嬉れしい,いです。けど あのバリューブックス本当よくしてくれてる、ね、僕ら本当よくしてもらってるんで,で,で、ね、みんなバリューブックスそのまあ利用するまでじゃあいかなくても、うん、なんか認知はしてほしいなというかう、ね、ぐらいのところはあるのでこれは。えー もうコメントでもいつもありがとうございますってバリューブックスさんへのお礼をなぜか僕らに代わってみんな言ってくれてますから <laughs> <laughs> そうですねあとちなみに今日の動画、うん、あの今日う上がった日,国日本国語大地点の会の時に堀本さんがいやー水野さん、なかなかバリューのある仕事しますねっていう時に <laughs> あにタイムスタンプで僕の中のバリューブックスのセンサーが反応したと言って <laughs> バリューって聞くたびにもうブックスがみんなよぎっちゃって出ててきちゃう体になっるんですね,いますね、はい、これからバリューってすごく言いづらくなりましたね。<laughs> うん、あのちょうどさ昨日、はい バリューブックスの担当者飯田さんとさ飲んでたじゃんで目白のさ飲み屋で飲んでさ店出た瞬間ちょうど幼霊の方がさ「言語ラジオ」ファンの方が通りかかってさ「あれ?」ってなって僕らの目あって「ああこんちは」ってなって忘年会でもあったから「お久しぶりです」みたいになってさ で飯田さんいるのも見てさ真っ先に「いつもお世話になっております」俺らに言わなきゃそれそれ俺らにお世話になってんじゃなくてっていうね飯田さんにお世話になってないだろあんたはって思いつついやでもねお世話になってるよみんなそういう感覚なんですよね資料のサポートだってしてくれてるあの日国の会だってすげえ参考文献買いましたけどあれもバリューブックスさんのね支援頂いてますから本当に実質お世話になってるそうですね共同政策と言っても過言ではないですよねちょうど流行語20「ゆる学とハウス」の話出たんで足しときますと「ゆる学と ハウス誕生番組、六番組、うん、全部の書籍代もバリューブックさんが出してくれることになりました <laughs>、うん。ダメです。だめです。<laughs> 全部の番組 <laughs>。はい、だめです。<laughs> すごいよ、ねそう。僕ね、てっきりその、飯田さんが、うん、まあ、堀本さんに結構弱みを握られてる。と思って、<laughs> 当時、その。会食に臨んだ。んですようした、ね、そしたら、なんか、その堀本さんが言ってもないのに。うん、いや、僕最近ね、資料を読みながらね、こう、発信してるインフルエンサーさんに。 あの本のサポートとかしたくて手当たり次第連絡してるんですよ <laughs>、見返り求めないって言ってるんですけど、なかなか返信来なくて大変ですねって言ってて、<laughs> えそれ頭おかしい連絡来たと思われへんだろうな怪しいからね、普通に考えて。<laughs> なんこの人ってなってるっていうね、<laughs> うん、まあそんなね、愛すべき飯田さん、ね、来年は飯田さんがちょっと入ってほしいですね、流行語大賞入ってほしいですね、はい、確かに。<laughs> も流行語っていうか、<laughs> 人名とか社名で全部埋まっちゃうんよ。<laughs> っはいゆるがくトハウスで生まれた番組の新パーソナリティの皆様も、うんあの「バリューブックスさんが本買ってくれることになりました」特に見返りは必要ないそうなんで、うん、皆さんご厚意に預かりましょうっていうことを僕が全体に向けてメッセージ出したら、はい、静かにスタンプで「怖っ」っていうスタンプが押されてました <laughs> 怖がられてる <laughs>。 <laughs> まあそうですよね、<laughs> ちょっと怖いからね、うん、堀本さんがもうヤクザのように脅してるんだろうとかね、きっと陰謀論がはかどりますから、<え>そんな状況。怖っていうスタンプが、ね、いっぱい押されてて、ね、怖くないんだけどなってなりますねはいはい、はい、そうですね、一回ね、会ってみてほしいですね、そうですね本当。という、えー、3位がバリューブックスということで、うん、ちょっと水野が提案した用語ではないですね、これは。まあまあ、ここからだから、あと2つあるから。うん もうますよおさらいしておくと去年は2位が母語話者なのあ違う違う2位がえっといびぴーよいびぴーが母語話者なのにいいやつですよねピダーン回と何かの回で水野さんが言ったやつそうですね回の回で言ったやつですけどじゃあ今回も多分そういうのが来るでしょうねい b p ー的ななんか日常でも使えるかもしれないね提唱された概念みたいなやつ結構あったはずなんではい、きます第2位エロイプ兄貴です ふざけすぎだって、みんな本当にみんな聞きますけど本当にパキナさんのあれ見たのかちゃんとあれすごいんだぞ本当に技巧がすごいんだぞパキナさんすごいからねあれ面白いからねあれ見てね本当に見たんだろうかっていうその面白がって言ってるだけの人はぜひ見てほしいですけどパキナさんのなんていうんですかねあのんかレトリックすごいっすよねあの人ねつっとんえっとテロール型 違うね。えっとね、なんか、究極のメタバースみたいなことああ、言ってた、言ってた。あの、エロイプがね。エロイプの話ね。いや、僕ね、覚えてるの、二次選考がやっぱ、すごいいろんなものに例えてたなあの、お蔵入りした伝説の。した。サポーターコミュニティ入れば見れます。はいはい。サポーターコミュニティ入れば見れる。僕のノートとサポーターコミュニティで両方で公開しますはで、どっちかお金払ってもらえれば見れるんですけど、あれ、すごかったよね。なんか、 えっとドライオーガズムの話を演してて <laughs> 大丈夫ですよね <laughs> 大丈夫なんだよねこれ <laughs> YouTube にバンされるかなこれ大丈夫ですかね、うん、ドライオーガズムの話延々しててこ普通の人はそこに達するまでにみんな消えていってしまうと、うん、長すぎて、うん、試行錯誤の道が長すぎて消えていってしまう、はい、これはまさにシリコンバレーで叫ばれている死の谷ならぬ尻の谷ですよって言ってて <laughs> <laughs> なんだこいつ <laughs> <laughs> なんだこいつってなりました <laughs> 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 いやでも、やっぱさ、うん、ああいうさ独自の取材と、うん、その文章力というか、ね、そのレトリックみたいなのしかもまあ彼の場合はその構成力っていう感じじゃないじゃないですか、ね、ワードチョイスみたいなのおかしみみたいなので、うん、あそこまで戦えるっていうのは勇気を、うん、与えるというかあれはちょっと名人芸でしたよね。そうですね これ僕よく覚えてるんですけど、うん、あれがそのサポーターコミュニティで公開された時はなんかこうはい、はい、ディスコード、うん、あのもうすごく盛り上がっていたんですけど、はいはい、あれをねなんかね島村先生がすごい満足されていてエロいパニックを、うん、島村先生がそのえっ、ー、と そのパキナさんの投稿されたやつを見て、うん、お酒を飲みながら見ているのですが、うん、なんかもう満足度が素晴らしいですみたいな, <laughs> なんかそのめちゃくちゃ面白いですみたいな感じで,うです,、ね、すごいこう高く評価されていってそうそうそう多分なんか笑,笑わらしてもらったっていうことなんだと思うんですけど、うん、いやだから多くの人に実は。 刺さっているというか。そうですね。うん。みんなを笑顔にしたという意味では、まあでもそうですよね。功劳賞ですよね。二位にランクインしたのは当然のことですよね。叱るべきこと。そうあって叱るべきだと思います。そうですね。これあの発言したのは堀本さんなんですけど。そうでしたね。こまああのちょっとだけね言わせていただくと、最初にい出したのは私で、で格好悪い。 言い出して、うん、えと僕はただ収録の回ってる時には言わないようにしてたんですけど <laughs> うす一回こう編集点ができて幕開いで喋ってる時にめちゃくちゃエロいパニックって言ったら堀本さんが油断してそのまま言ったんで,すよ、ね、でそれでバレたっていう。<laughs> そういう経緯ですねうう休んでる時にね、はいはい、お茶飲みながらさたい焼きかなんか食ってさ「いや、うん、あのエロいパーい兄貴面白かったな」つって、うん「<laughs> エロいパーい兄貴ここが最高ですよね」って話した後、うん、じゃあもう一回カメラ回すか」ってなってんでずっとパキナさんって呼んでたのに <laughs> カットしたあとね後にね明けでね、うん、でもやっぱりエロいパーい兄貴は <laughs> あれはね、痛恨のミスでした。ですよね。今年パキナさんに悪いよ、あんなことしたら。2022年、はっきり覚えてる痛恨のミスでしたけど、うんはい、でもちゃんとね、エロイパニキーに謝っときましたよ。あよかった、ケアしてもらえてもらえるんですね。そうそうそう、後日、エロイパニキーって言っちゃって、すいませんっていう連絡したら、はい,はい、いやー、受けててよかったですみたいな感じになって、ああー、よかったです、ね。心よくあのそう、有料で <laughs>、エロイパニキーの出演している動画を <laughs>、有料コンテンツにして公開してもいいですか。<laughs> <laughs> っていうすごく失礼のお願いを本当ですね。優しい方なんですね、ねパキナさんは。したらね、うんあのー、心よく OK してくれてですね、な、うん、あのー、でならエロいっぱいに来て呼んでくれたこと盛り上がってよかったですっていうことを言ってくれて、すごくいい人だなと思って、ありがとうございますって言って、で水野がすごくパキナさんのこと気に入っていて、この人絶対面白いから飲みに行きたいっていうことを言ってるんで、うんうん、ぜひ一度飲みに行かせてくださいって言ったら、はい ちょっとそれは嫌ですって言われて <laughs>、嫌がられてました <laughs>。 日頃のね行いというかねやっぱ道徳像なんですよちょっとね倫理観疑われてるみたいなところありますよねそうですよねでも一言だけ言わせてください次にゆる学徒ハウスの企画があれば僕はパキナさんと一緒にゆるインターネット特殊文化学ラジオ始める所存です僕はちょっとやめてよこっちがおろそかになるじゃないですかパキナさん本気で取り組めますそっちに時足踏んでそうですねゆる言語のラジオももうやめてそうですね水野さんが「バイビーって言いながら「いろパニック」の方に行っちゃう福先生とかが <laughs> やっていただく感じになるんですか、ね。その配置が絶対間違えてるんで <laughs> まあっていうね。うん、あとでもう一個だけエロいパニッに対してあの付け足しておく。もうエロいパニッでいくんですね、もう。もうあのエロいパニッ ちょっと有料コンテンツとして出させてもらうという話はもう事前に全くしてないんで、はい、ちょっとあの謝礼とかお支払いしないと申し訳ないから、はいはい、ちょっとあの拍車で恐縮ですけど、これだけお金をお支払いさせてくださいと。これだけお支払いさせてもらって、代わりにちょっと有料コンテンツとして出すという形にさせてほしいですって言ったらうん、うん、いいですよっていうことになって、すぐ振り込んだんですよ。はいはい、で、振り込んだんですけど、エロいパニク名前が地味なんですよ。それ大丈夫なんですか本名が。例えばですけど、 佐藤宏みたいな感じで全然エロイっぱ兄貴と結びつかない名前なんですそりゃそうだな当たり前でエロイっぱ兄貴と結びつく名前の話 <laughs> エロいなない兄貴面白いエロイっぱ兄貴ひど <laughs> いです <laughs> 例えで出せに近すぎるだろうエロイっぱ兄貴 <laughs> ひどいな エロいパニオじゃないんですよ。すよ衝撃の事実ですけど、<laughs> みんな多分そうだと思ってると思うんですけど、実はエロいパニオじゃないんですよ、あの人、本名。<laughs> そうですね。多分違うんでしょうね。そうそうそう。でその、すごく地味なね、佐藤博士みたいな名前義に、はいはい、なんかまあ、数万円みたいな額を振り込んだわけですよ。うん、で、そこから3か月後ぐらい経って、3か月ぐらい経って、うん、弊社の税理士さんに、うん 本さん、この佐藤博さんへの振り込み、うん、これ何ですかって聞かれて「うん、佐藤博」ってなって <laughs> い<や>そんな人に振り込んでないですけどね」ってなって。 忘れちゃってたのよ。<そう S 1> <laughs> 誰だっけってそう。で、マジで全く分かんなくて、編集スタッフの全員の名前、編集スタッフも結構ハンドルネームで呼んでるから、うんうん、実際の名前分かんないこと多くて、結構請求書とかと付き合わせて、はいはい、全くそれでも分かんなくて、<laughs> 誰一人合致しなくて。はいはい、おかしいなと。そう、これ、詐欺かなんかかなと思って、なんか、システムトラブルみたいなね。いつの間にかそう、なんかトラブルなのか、誰かの詐欺なのか、分かんないけど、なんか謎の他人の名義の口座に勝手に金抜かれてんじゃないかなと思って、大慌て,して、うん、あわあわした結果、8時間ぐらい模索して、 エロいパニキだったことが発覚してエロいパニキーってなりました何もあるくない <laughs> アニオは何もあるくないエロいパニオは何も悪くないただ一つだけ言えるとしたら口座名義がエロいパニオだったらこの品評を避けられたなと思いますそうですね,ね <え S 1> 株式会社エロいパニオだったらよかったんですけどね <laughs> <laughs> そうですよ。本名ではないにしても、そういう構造名義にしてほしかった会社名をね、登記とかをね、それでしてくれればいいかもしれない。ということで、2位が、皆さんの心に衝撃をもたらした、そうですね。エロいパーニカコメント欄でも大人気ですね。本当にね。ということで、最後1位を残すのみとなりました。さあ、俺の提案した最強ワードが来るはずですね。 何シリーズから選ばれるんですかね赤ちゃんことわざ、うん、えっと正々文法生成文法,、ね、生成文法とかねありそうです、ね、確かにまだ来てないっすね、うん、さあ 1>、はい、第1位 1>、はい、発表しちゃっていいですか僕がはいよろしくお願いします <coughs> 流行語第1位はプリンです <laughs> <laughs> 不本意だな堀本さんにととってもいいことではないですこれね、ルーズルーーズズです今水野さんはランクインできなくて不本意だし、僕は納得いってない例えが選ばれてしまって、不本意ですねそうですね、でも僕も確かにこの1年間、うん、そういうパンチワード出せなかったなっていう反省あるんですけど、うん、一方で、あの、 プリンを風化させないっていうことだけは意識して立ち回ってました <laughs> あの事件を忘れないみたいな、ね、<laughs> <う>人たちいますけど断るごとに、うん、あのプリンをあげることによってプリンですかプリンですかってすぐ水さ先言いますもんねそうですねこの間の共通テストの回ひどかったぞあれあれ編集されたの見てびっくりしたけど <laughs> はいはい 共通テスト情報解きましょう。てさゆ、はい、るコンピューター科学ラジオで今まで扱ったような内容が出てくるんですよって言ったら水野さん、うん、間髪入れずに、おプリンですかみちょぱですか大泉しですか <laughs> すごい速さで嬉しそうにニッコニコで確認しましたよね。はいはい、はいはい。よくないですよこれだけはもう差し込んでおかないと、<laughs> 絶対に。人の失敗した説明をさ、全部まとめて言うっていうの本当によくないですよ。忘れさせたいのに。うん,う,んうん。んいや、僕ね、本当は実は本質ってプリンじゃないと思うんです。そのうん。 じゃなくてムキムキの大男電極を持ったムキムキの大男が実は肝ですあで皆さんも覚えておいてくださいこれプリンの例えの本質は実はでかいプリンじゃないんですよね,すね電極を持ったムキムキの大男が電極でカラメルとカラメルをつなげるんですよでっかいプリンのねそこがポイントなんで、ね、<laughs> そこをイメージしないといけない,いう、ね、そうそうそう,そう、ね、っていう、えー、半導体の例えたプリンが、うんえー、今回ハえアる1位なんならほぼダブルスコアみたいなレベルのねそうですね ぶっちぎりでプリンでしたね。大人気でしたね、プリンね。いやー、ということで、えっ、ー、と、実はだから今回のリストを見ていくとですね、うん <laughs> えー、プリン、うん、デカルトミ、ブラックボックスのお前だ、ーーだ90対90の法則とそう、堀本さんがね、提案した言葉がめちゃくちゃ出てます。ますね、めちゃめちちゃゃ出てますね、うん、なので えっと今回は完全に完敗ですね。<laughs> 勝ち負けじゃないけど<ー>完敗ですこれはもう。あーでも確かにそうですねなんか不作不作の年でしたもしかして僕確かになんかあんまり、あのー、そういう意味でパンチラインを生み出してないのかもしれないですね。すねあのねすごい今僕一票も入ってないゼロ票ゾーンを見てるんですけどアクセスポイントって書いてます。<laughs> 貞宣先生、えー、これは大流行、<laughs> もうすっげえ流行してました、ね、アクセスポイントゼロですね、あ<れ>まあ、おそらくですけど、アクセスポイントの話を覚えてる人は1%ぐらいでしょうね、多分ね。<laughs> そうかもしれない。はい、あとね、ああ、いいですね、これも一、ね、票も入ってないですけど、僕好きですよ。はい、日本語ででなんんて言うんでしたっけ <laughs> <laughs> あそれ俺それ好きだわ <laughs> 俺も好きそれめちゃくちゃ好きだわ、ね、島村先生のやつ、ね、これあのこぼれ話ですけどはい、はい、忘年会の時に監修者の先生で座談会があったじゃないですか、うん、その時も島村先生そのボケとかじゃないですよねもう全く素でめちゃくちゃ飛ばしてましてはい、はい、まずこの聴衆、うん、聞いてる人たちに向けて、うん こ質問みたいなのって結構王道ですよね。うん、このしますよ、ね、はいはいそこであの来ているね妖霊の皆さんに向かって、うん、あれディフィニットネスって訂正でしたっ,けって聞いてました。<laughs> 誰もわからないです。ディヒトです。訂正ですかって言われても誰も答えられないですけど、ね。あと地味にトゥルク語、トルコ語、うん、のことをあのずっとターキッシュって呼んでいて、<laughs> ターキッシュじゃ誰もわかんないじゃないですかって思ったりしたことはないです、ですね、僕は一応、ね。僕、七面鳥かっと思いましたけどね。<laughs> そうですね、ターキッシュってずっと言ってましたね、シ確かにいい、ねうん。確かにな、日本語でなんて言うんでしたっけとか、<laughs> いいですけどね、すごく。そうですね。あとね、今コメント欄、コメント欄で。はい。 さくらんぼ先生ねはいはいはい,はい、はい、あれあれの漫画描いてくれた、はい、あれ描いてくれた方ですねはいさくらんぼ先生が私これ好きですと、はい、うっバカが <laughs> くそバカが <laughs> これ水野さんんのフレーズなんでねこれよかったですねえ桜先生に書かれるこれもしかして <laughs> 大丈夫かなムキムキ男として書かれないっていうムキムキの水野さんがバカがそ <laughs> バカがって言ってるえっかかれる可能性ある <laughs> まずいなまずい,いや俺今日公開のやつも見返してたら堀本さんのこと知れ物呼ばわりしててやべえって思ったんで <laughs> がっ思,、ね、<laughs> 思ったんですけどーわわこれ 危なない悪用されたら怖いな、ちょっと。でもね、すごいコメント欄でクソバカめっちゃ好き、クソバカ好きって、あれだよ、流行語大賞の枠にまだ入ってないので、来年可能性ありますよね、いやいやいや、だわ、なんだ俺、目的と手段が入れ替わっちゃって、入りたくない、こんなんだったら、こんなラインスタンプ、お母さん泣いちゃうわ、俺。水野さんが生み出した流行語1位はクソバカがでした、何にも名誉じゃない。 <laughs> いや去年もさだから母語話者の2位がさ、うん、僕ピンときてなかったですけど今年、うんね、もプリンってだからなんかリスナーさんもさ俺らがさ選,んだ選ばれたら嫌がるやつ選んでませんこれちょっとちょっと嫌がらせしてやろうみたいな気持ちが僕らが本当にこう流行らせたいっていうような狙いにいったやつが全然選ばれなくて、うん、なさあの闇に葬りたいものそうだねがあの。 選ばれてますよね,そうですねあの安心してください水野さんが出したワードで、はい、今読んでないですけど、はい、29位にランクインしてるやつがありますはいありがとうございますタランチューニングです <laughs> 僕がね一生懸命アランチューニングの話してる時にねちょっと言いよどんじゃってあ、えっとえっとってなった時におタランチューニングですか <laughs> 水野さんが放り込んだクソしょうもないダジャレが二十九位に。ランクインしております。<laughs> これ読まない約束じゃないですか。<laughs> そこは。十位以読ま、十位以下読まない約束じゃないですか。ごめんなさい、堀本 <laughs> さん。そこも問題と。あ、ごめんなさい、なんか。<laughs> そうですよ。破っちゃいましたね。あとね、シニフィアンとシニフィアンも入ってますよ <laughs>。<laughs> 覚え方ありますかね。<laughs> どっちかなんだっけた。<laughs> えっとね。えっとね。うん、あれ。 絵で覚えるのが。シニフィエ。うん、えー、はいはい。だから。概念と、とまあ音声で、意味と音声で言ったら、どっちですか。かシニフィエはじゃ絵が。えー、あれ?。あ、で、分かんなくなった。あれ、なんだっけ?。なんか水野さんなりの覚え方<ー>あった。っ全然、もう多分今こう、コメント欄とか、みんな言ってますよ。うん、正解は。ああ。っていう方が音です。<laughs> ななののでんかあの回、いや今僕あの回のことを記憶たどったら水野さんが楽しんごのものまねしてた記憶だけあるんだけど、はいはい、これはシニフィアンとは特に関係ないからって置いちゃったんだけど関係あったんです、ねはいえー、と楽しんごは別ですけどね「あじゃあ別てん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 」みたいな,なんか謎の言葉があって、うん、なんかこれ関東史っぽいぞみたいなだからそ堀本さんそしたらなんだろう「あーん」とかですかねって言うんで。うん それだとしたらその仮説を採用するならその資料に来るのはどっすのだろうって言ってなるほどなるほどああじゃそのあんとこのあんはまた別ど同時の回でだから僕はおその回の中で別の場所で2回あんってっていうことになりますね多分この2つの事実をシンプルに統合していくとなるほど僕は複数回あんってなるほどっていう事実が導き出せるっいうことですねこれがコネクティングザドッツミそういうことですあそれもありましたねそそれは入ってないんですねこれもちょっと流行語ですけどねうんなるほどね。 すごいよ。はい。カパピーさんから来てるコメント。はい。今年の初夢、シニフェアンとシニフェアをみんなで区別する夢だった楽しそうでいいですね。どっちがシニフェアンだろう。ね。もう覚え方はさっき教えた通りですから。うん。あーんって覚えましょう。これはシンプルです。うるせえな。えー。かなそんなもんかなここで読んでおきたいのは。うんうんうん。はい。ということで、流行語の発表。 投票は以上ですかねそうですねうんはいじゃあ皆さんたくさんのご投稿ご投稿というか投票をありがとうございましたあの多分来年もまたねやると思いますんで、うん、はいはいはいそうですねぜひぜひそちらもご参加いただければと思いますこれなんかあのそんな回あったなってなるから <laughs> 楽しいですよね。ごめん、はい、最後にさもう、もう終わると思ったんだけど、どうしても1個読んできたやつがあって、はいはい、最後に1個だけ読んでもいいですか、ゼロ、はい、票なんですよ。うん、獲得してないんですけど、サポーターコミュニティの人が抜いてきた、はい、これ、流行語だろうと、おぼしきものを、ちゃんと候補に出してきてくれるんですよ。はははいはい、はい 読みますね。うん、形態論的に見てガーはバウンドモーィング。<laughs> 高速形態素と自由形態素である名詞が結び合っているところが日本語で構成素をテストするとしたら統合論とかではリプレイスメントとかムーブできるかどうかでテストするんですよ。<laughs> これです。流行語。いじってますね。<laughs> あの、島村先生のこといじんなね。完全にいじってます。完全にいじってますよね。ダメですよ。そんな。 合ってるんですからそうですよそうやってテストするんンねムーブメントとリプレイスメントでねテストするんですからねちょっとやっぱね専門家が難解なこと言ってらっていうちょっと面白さがどうしてもあ分からないのは自身の勉強不足ですからすいませんちょっと僕がアホなだけだよくないですよそのうんええかなそんな感じですかはい前半戦はこんなところですかねはいはいあ面白かった じゃあえっと後半戦まあ残り30分もないですけどいきましょうか去年の振り返り、うん、ですねはいすねえーうん、じゃあ去年の振り返りをちょっとやっていきましょうかはいあれこれ、はい、重い,はい,はい、はい 出す限りなんか準備不足がバレそうだな準備はねもちろんめちゃくちゃしてましたよしっかり台本寝ていました生成文法会ぐらいリサーチしましたそれは嘘やろリサーチすることないだろ別にそれで言うとじゃ僕の方から森本さんちょっと今考えてる間に僕の方から言うと去年一番再生された動画会 ご存知ですかね皆さんね、ね皆さんわかりますかちょっとこれクイズあてがさ、俺酒欲しいから酒取ってくらいで、はい、クイズを答えてみてください。去年昨,昨年2022年、一番再生された回は何でしょう <laughs> はい、えーっと、あ、チャットあー正解してますね。はい、はい、えー、正解はですね、あの黒島先生が登場した回なんですよね。あ、ごめんなさい、堀本さんがいないときに正解発表しちゃった。 そう、黒島先生が出ている回が一番受けているんですよね。あ,あれですよね。記述言語学者が教える日本語にしかない特徴はほにゃららみたいなやつですよね。あれさ、よくさ、うん、黒島先生も協力してくれたよね。してん詐,欺詐欺サムでみたいな感じなんだ、ねうん。っていうあれが一番再生されてまして、うんね、全体的にまあそのあまだ入ってるちょっとっ黒島先生が出た回がまあすげえ受けていまして、そこ、ね、で僕確信しましたね。 かなわない終わった水野さんがリプレイスメントされるということでバウンドモーフングだったんですかバウンドモーフングだったからそうなんだ回リプレイスメントしてテストしてみましょうかムーブメントもね僕インターネット特殊文化学ラジオにムーブメントするっていうこともあきまそうですねエロいパニックの隣にムーブメントして一回テストしてみましょうかそうですよねこれがね結構ねつらいですいやあのマジでつらいわけじゃないんですけどなんかあの多分 えと昨年の初めてから、うんうん、まあえー、っと問題がある回が出て以降、うん、結構そのキャッチすぎるところに寄せて、うん、こう炎上覚悟のやつをやらなくなったんですよね,すね僕は個人的にでもなんかやっぱあそっかこういうやつやっぱ受けるんだみたいなところがあって、うん、ちょっと来年怒られない程度に<お> <laughs> キャッチにしなきゃいけないのかなっていうのがえっとちょっとね一つね 反省としてまあもうるそんなにそのチャンネル登録者数とか再生回数みたいなのが。うんお あのモチベーションとかにしてないので、うん、全然いいんですけど、うん、なんかまあ反省としては去年そのすげーバズるみたいな回があんまなかったなっていうのはまあそのスピーカーを務めてみた反省まあ堀本さんプリンの回とかすごい再生されてましたから、あのー、やっぱりされてなかったです <laughs> プリンの回別に再生されてなかった1個前ですよねその1個前の本多体の仕組みをなんか3時間で理解するみたいなやつはすげーそうそうそうあれはねすげー伸びてたね、うん、あとねななんんででか分かんないですけど最近の <laughs> 水野さんがあの「オーディオ選びは宗教」って言って「ファイナルのイヤホンだけが神」って水野さんがやってるサムネのやつ、うん、あれ近年まれに見る初速が出まして <laughs> なんで難しいホン分かんないですね,ね、YouTube、マジでサムネイルの引きみたいなこ、ね、ない、ねはい、いや僕だから結構今年はその予測した再生回数と実際の再生回数があんまりこうついてい,いかなかったなっていうのがあって、ね、あの逆に狙ってないやつがすごく伸びるのもあったし、うん あの手話とかさ、うん、全然再生されてないんですよ、うんまあ、全然はちょっと言い過ぎだけど、まあ、あんまり伸びてないです、ねうん、でもなんか結構聴いてる人の満足度はそこそこ高そう、うん、だと思われるのでんかそういうものもそうだしあとことわざの回もまあさっき言ったようにそうだったし、うん、まあ,あと生成文法ですよね。 正正文法の回、うん、かけた労力めっちゃすごかったっ半年とかやってたもんねそうですね文献も一番読んだと思いますけど、うん、なんかあれだから結構気になるのは、うん、あれみんな的に難しかったですかっていうのちょっと聞て生法のがあってますかはい。 あーどうですかねコメント欄でぜひ皆さん意見聞かせてもらっなんかツイッターとか見てると「うん、生成文法の回聞いてたけど、うん、なんか3回目とかでもうだすてか2回目か二、うん、回目1回目のだから理念的な部分はいけたけど2回目以降の個別具体的な話になって脱落したって人結構いて。うん、あーなるほどでも 島村先生とかそれこそ黒島先生福田先生もそうだ同じ意見だと思うんですけどあんなに簡単にして大丈夫かってぐらい簡単にしたつもりだったんです僕ら的にはだからゆるコンピューター科学ラジオを見てここまで情報って絞って加工していいんだと思ってやったんですけどそれでも結構難しいっていう人がいたんで難易度設定って本当難しいなってのを去年思いましたねなんかさコメント欄見てた俺ちょっとに 喋りたたかったんだけど今生成文法について、はい、コメント欄が面白くて、はい、最終的にブロッコリーになっていたやつとかふたまたニョキニョキのやつっていう解像度でみんな覚えてる <laughs>、うん、やっぱね,違いますねちょっとね,難しいっねタッパーが叫ぶとかそうなっちゃうんですよ、ね、タッパーが叫んでるイメージしかみんななさそうですね,ねうーんなるほどねうん難しいですねこれいやーあーこの意見もあるんですねえー、っと 逆に、えっ、ー、と、簡単にしすぎて、何が言いたのか、かったのか、わからなかったっていうのもあって。なるほどね。難しいですね。うん、そのバランス調整が。はいはい。でも、あれをもうちょっと踏み込むと、急にやっぱ難しくなるし。はいはい。あ、強者っぽいスパチャきてますよ。ヤマトさん、ありがとうございます。はい、生成文法は簡単でした。大学の数学の方が難しい、ね。<laughs> まあ、それはそうかもしれないですね。 でもね生成文法も僕らがあの時に喋ったのは全く分析の手法の話してないんで、うん、分析手法になるとめちゃめちゃ大変な目に合うとは思うので、うん、もし簡単すぎるなあれってなったらそれを取っかかりにして理論的なとこを見てもらうと、うん、うん難しいなこのじ大体ねだから初期、うん、変形文法っていうところのあたり第1回ですねチョンスキー第1形態までは分かるんですけど 2> はい、はい、第2形態になってきたあたりで大体。 僕はもう半分ぐらいこう体の半分ぐらいが吹き飛ばされる感じヤムチャみたいな感じですヤムチャ足かなんかちぎられてましたもんねそうですねはいあの、えー、とナメック星人かなんかにやられてましたけど GB っていう、うん、ガバメントバインディング理論のあたりで大体ボコボコにされるそこで生き残ったやつのみがミニマリストにいけるみたいな<ー>そういう世界やっぱサイヤ人じゃないとたどりつけない領域いです、ね、そうっすね、うん、そうそう,そう普通の人じゃ厳しい、うん、水野さん昔の漫画の話してるのやめましょうもう <laughs> さっき収録の時もさ延々バキの話してたでしょあんた <laughs> <laughs> 20分ぐらい延々ささっきバキの話していやちょっと一旦バキの話やめましょうっつってバキの話やめて普通に話戻してたのにそれバキも一緒ですよねってまたバキの話し始めたでしょ厳重注意ですよまたドラゴンボールの話もう花山の話はしないんで <laughs> ガイアの話めいやっちゃダ <laughs> ガ,ガイアってなるから <laughs> 違うのよ <laughs> ダメだねバキの話も,も失礼しましたはいはい、えー、というのがまあ僕からは、うん、去年1年間思った時にお、うん、と一昨年その始めたての頃ほど なんいうか手応えと収録時の手応えと再生回数っていうのが一致しなくて結構なんか歯がゆいじゃないですけど悔しいなって思うこととかがあったっていう感じですかね。なるほどねちなみにあの手話の回聞いてて僕やっぱすごく言いたくなったことというか補足裏話で印象的なのは吉川晃さん案件持ってきてくださった方。 とえー、監修に入ってくれた金沢先生がすごくお二人とも満足してくださって再生数っていう指標で言うとそんなに別に伸びてないんですけど本当に適切に難しいろうん。 とに関連するテーマを扱ってくれて、で、特にしてあげた情報保障してやったという立場ではまずいのである。っていうことをすごく、うん、あの、水野さんと現体験に組み合わせて喋ってくれたので、それはすごく。 あの誠実かつ適切でエンタメ性もある扱い方をしてくれたので社会的意義もあって最高のコンテンツだと思いますって言われててすげえいいことしたなと思ってそれはすごく嬉しい良<あ>か,かったですよねそうですねだからその <coughs> えっと吉川さんも幸いねその広告がしたいっていうそうですねスタンスじゃないその自分のサービスをいっぱい、うん、いっぱいの人にしてほしいっていう意図じゃなかったので、うん、まあ結果的に良かったんですけど、うん、まあでもそういういい 話をしてるっていう評価をもらってるのであれば余計にやっぱいろんな人に届いてほしかったなっていうところもあって、ねまあ、それはとそうか確かにそう、まあ、あの時期ってちょうどその今回の誤色騒動が発覚してバタバタしてたり、うん、あとゆる学くとハウスの新しい番組が一気にリリースする時期っていうのも重なっていたとは思うんですけど、うん、まあそんなにね吉川さんとか金沢先生にそういう評価をいただけるのであればなおさら余計にもっとうまいことできなかったかなっていう反省がね、うん、やっぱちょっと残ってるかなというところですけどじゃ、うん、堀本さんにここで。 マイクを回してなんか堀本さん的には去年振り返った時に何か喋りたいこと,とかあるんですかあるんですけど今の話に一点足しとくと手話の回で、うん、まあ情報保障してあげたっていう立場じゃまずいので対等に、うん、対等な関係で自然にできるものじゃないとまずいって話をした時に僕が人狼に入れなかった話を延言してたんですよ。それってつまり僕が昔人狼に <laughs>、うん、参加しようとして全然入話に入れないなってなってすごい。 肩身がが狭い思いい思をしたのと一一緒緒ですすよねって水野さんがっ一緒じゃないっす、うん、それと一緒にしないでくださいってすごい否定してたんですけど、うん、後から吉海さんが「うん、人狼の例え素晴らしいですね」ってめちゃくちゃ褒めてくれたんで謝ってください僕に <laughs> 今思い出しました恨みを <laughs> 堀本健さん、はい、あの説では人狼じゃないと断定してしまって大変申し訳ございませんでしたよしあれすそれでもあの留飲が下がったんで大丈夫です何 <laughs> <laughs> て強烈なやつだ <laughs> よし、これで許してやろう。本当にごめんなさい。この1年間を謙虚に誠実に、あんまり堀本さんのこととかも否定せずに、僕の例えを絶対否定しちゃだめですよ。プリンの例えとか否定しちゃだめですよ、絶対。いい例えですねっていうね、カバン持ちムーブをしてくれない。ずっとだからプリンはいい例えだってって、いろんなところ言ってるじゃないですか、プリンですから。これからも言いますよ、それは。もちろんいい例えじゃないですか、あれだって。あちゃね皆さんそうですよね、皆さん。いい例えです。 次ってんかデータ構造とかプリンに例えてもらえたりする例えます。例えます。プリン例えないです。二度とやらないんであれは。完成しましたねえ、じゃあ僕が喋りたい話ありますね。えっとね、すっごい細かい話になるんですけど、あの久野元宏っていうフォトグラファーであり、アートディレクターである。 ゆるガクトハウスのディレクションとかもしてくれた人が、はい、今、ゆる言語グラジオとかゆるコンピューターグラジオのサムネに使われてる写真を全部撮ってくれたんですよね。うううんうん、うんこの写真撮影に行ったじゃないですか。はい、夏前ぐらいですかね、あれは。うん、ちょっと遠くのね、はい、ちょっと東武東上線のね,ね端っこみたいなところまで行って、はい、そこでスタジオで撮ったわけですけど、これの時がね僕、なんかすごい覚えてて。うんうん、水野さん、覚えてますあの 僕らの忘年会のあのビジュアルもちろん覚えてますよあれを作るためのヘアメイクさんの頑張り覚えてますいやーあれはね <laughs> あれはすごかったですねあれ久野さんと付き合い長い人なんですかねなんかじゃなないと多分あんなこう ヘアメイクさんもわかりましたもうちょっと頑張ってみますってなんないですよね、あれね。ねなんかすごいさ、久野くんに言われるのがもうさあの、皆さんもビジュアルぜひ思い出してほしいんですけど、僕らの髪が今回のあのね、こ、ね、のライブ配信のサムネイルですね,ね。あ、そうか、そうか、これのサムネイルなのか。はいはい、この髪が真横にこう伸びている水平線みたいなやつになっているあれをヘアメイクさんが一生懸命作ってたじゃないですか。うんうん、でね、久野くんが写真撮りながらね。 んこれもその左の髪もうちょいもうちょい上がらないですかって言ってヘアメイクさんがはいっつってめちゃめちゃ頑張ってあげて、うん、で取って取ってちょっとテストしてんこれじゃないんだよなちょっと照明変えてみますわとか言ってる間にじゃあ照明変えてる間にもうちょい固めますって言って、うん、髪がね落ちてくるからねスプレー2本ぐらい使ってませんでしたいやすごかったっすねであと表情指導も厳しかったっすよね <laughs> ああ、ね、厳しかった水野さんは口もうちょっと開けてもらえますかってとかもっとうつろな顔できますかとか、うん、あ目線もうちょいこっちくださいとかあと5センチ上とか うん、めちゃめちゃ厳しい指導されて撮られたのがあの写真なわけです、はい。あれさ、だからさ、あのサムネイル用の写真はさ、バババババババって撮ったけど、うんうん、あの一枚撮るために四十分とかかけても,っ,てますよもっとか,かった気がする？もっとあっ,たっけ1時間ちょいぐらいかかった気がする。そっか。そうですよね。なんか組みますって言ってなんかこう、うん、ね、あの黒い球体上から吊るすみたいな設営やって、そっからあれになりましたもんね。そう。だからあの経験を通して、うん、僕すごいね、あ。 クリエイティブってこういうことだなと思ってうん、うん、つまりあのグラフィック見た人って別にパッと見るだけじゃないですか、うん、3秒見るだけだしまあぶっちゃけ髪がね2ミリ垂れてようが、うん、垂れてなかろうが一緒じゃないですか見る人的にはそうですねでもやっぱりそうじゃないんですよねなんか久野さんの頭の中に完成形がありましたよね、うん、ありましたここの角度をやってほしいっていうた。だからそれにそぐわないから なんとかここしたいってなるしヘアメイクさんも死ぬ気でスプレーを使い果たしてやるわけでうん、うん、なんかクリエイティブに真摯な人たち久しぶりに見たなっていうかあ,あの時だって堀本さんが多分散髪行ったとか成果で、うん、なんか髪の尺足りなくて困ってましたよね、うん、ああ困ってたかもしれないね、うん、堀本さんこれ落ちちゃうなみたいな僕ちょっと長かったんであれでしたけどなん,なんかねすごい これいい刺激になったなって思っていい一日だったなっていうのが今年振り返った時になぜか今急に出てきた久野さんとの仕事が一番刺激になったと。まあ堀本さんずっとねその久野さんときっと将来売れるフォトグラファーだから今のうちに仕事したいってずっと思いました。仕事しときたいからだからあれ脳注文なんですよ。お前のやりたいようにやってくれ。好きなようにやってくれたらその写真何かに使うからって何も決まってないんですよ。本来はね。本来は実はね。そう 本当はねあの画像ね、YouTube のヘッダー画像に使う予定でした。本当はね、その僕ら潜在写真と、あと、あの今のゆる言語クラジオのイラスト、うん、あれをなんか例えば刷新するみたいなタイミングとかで、うん、いい写真あったらいいねっていうことで、発注かけたんですよね、うう本来は。そしたら、あれ出てきちゃったから、怖 <laughs> どんと尖ったコントやる集団にしか見えないですからね、そうなんですよ怖すぎて使えねえなって眠らせてたやつをなんとか忘年会のビジュアルに生かそうと。ということで出来上がったあれさ、あの写真さ、デザイナーさんに持ってったらさ、結構デザイナー様なんか発奮してたというかさ、これデザインのいじりがあるんでやってみますってすぐあのバキバキちょの棒みたいなの作ってくれてあれなんか、使いやすいんでしょうね、デザイナーさん的にも。 やっぱクリエイティブへのこだわりがこうギュッと詰まったピンっていうのがねすごく出てきたしその制作現場に自分が被写体として行けたっていうのがすごいいい経験だったなってい、ね、思いますんもねそうなんですちなみにあの久野君と僕の初対面の話言っていいですかはいはいあの僕んち僕んちっていうかここですね、うん、今撮ってる、はい、ここに来たんですよ、うん、久野君が僕もう4年ぐらい相互フォローではい ツイッターでだけなんとなくやり取りしたことあるっていう関係が4年ぐらい続いてたんですよ。はいはい、で僕ずっとさっき言ったようにこいつは売れるから、うん、いつか一緒に仕事したいなと思っててはい、はい、で久野君もなんとなく僕のこと知ってるしゆる言語学ラジオも最初から第1話から見てくれてるんですよね。うん、っていうので何か一緒に仕事したいなって思っていてででもシャイすぎて声かけられなくて堀本さんがそううん なんか用事ないのにこんな腕あるやつをこう飯食いに行こうぜとか言っていいもんかなっていう <laughs> 森保さんそういうところ繊細ですよね <laughs> 繊細です、ね、なんか適当なところは適当というかう気使わない相手には気使わないのにんかうんそこ面白いですよね僕ね明確でね偉い人に全く気使わないんですよあそう偉い人、ね、社会で権威がある人別に僕にとって権威ないから、うん、僕にとって別に大事じゃないから全く気使わなくてはいはいそうですねなんか気も座わってるなと思うことありますもんそ偉い人に呼ばれると だいたいめちゃくちゃ襟付きのシャツに着けて、革靴履いてちゃんと行くんですけど、これも超カジュアルな感じで。セータータでありがとうございます、今回はって言って。いや、見ていただけて光栄です <laughs> ーです, <laughs> すげえな、こいつと思って。僕はもういつもそところ飛び込む能力あるなと思うんですけど、草野君に対しては、ちょっとな、こんな腕あるやつをな、飯とか誘えないよなって。だから分かりやすいんですよ。のその人の作品1個にめちゃめちゃ掘り込んでたりすると。 ちょっと誘いづその時期久野さんって忙しそうにしてたんですかいや全然なのに声かけれないんですかちょっと腕あるから <laughs> <laughs> 腕あるかどうかでちょっと決まっちゃう <laughs> なるほどシビアですね逆にだから結構声かけられずにいたのがツイッターでね、うん、誰か焼肉をおごってくださいって言ってて、うん あこのタイミングだったら声かけやすいなっ思って、うん、聞き覚えがすごいな, <laughs> なんか <laughs> このタイミングだったら絶対気合うと思うし、うん、連絡してみようと思って連絡した時に水野さんと同じのをやってる <laughs> <laughs> あ水野さんこういう気持ちだったんだって1年越しで水野さんの気持ちを理解しましたあーそうですよなんかやっぱそうよねだからやっぱ偉くなった人がさ、うん、そのああいう奢ってくれってえじゃあ偉くなった人じゃないかあれかあの誰か奢ってくれって声かけるのって、うん なんかうん、そういう人と出会うチャンスでもありますよね,だね,だね多分大体こうハズレ引くって言い方あですけど、うん、別にそんなビジネスとかに繋がらないですけどうん、うん、こういうそういう時もありますよねそうですねなんかずっと見てて、うん、こうでもなんか誘っていいみたいな誘う口実がないっていうケースですよね人たちがおいちゃおっていう気になるんで、うんね、結構いい方法論かもしれないなーっていうのをすごく思いましたねうんうん、うん、そうですねそっかそっかであのー、じゃあ飯食いに行きましょうってなって まあ近くの焼肉屋を取ってたんですけど結果まあコロナがねいろいろあった時期でやらなくなっちゃったとっていうか違う8時開始の予定で店取ってたんですけど8時閉店になっちゃって <laughs> であもうここダメっすねってなってでも他の店も軒並みそんな感じなんでどうしようってなった時にあじゃあうち来ますってなってこの家で飲むことになりまして。 今ところああそうかもなんかもじもじしてて誘う口実ないなって言って誘ったら誘ったでうちでも飲んじゃおうよっていうそうだからもう距離すぐ詰めちゃう行けたらもうすぐセックスしようとするやつみたいな何言ってんすかさっきからずっといやいやあんたパスなしたじゃん今ゴール前まで持ってきてたからつまりそういうことだよねってなったら今聞き手としても役割果たしたんよいやいや自然なことじゃないですまあ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 好きにしてくださいあの ちなみにこの話したっけ水野さんにあの新しい英語の慣用句が最近生まれたらしくて、うん、ここ10年あ、はい,はい、はい、ネットフリックスチルっていう言葉が生まれたらしいですね、うん、はいこれはネットフリックスを口実にソファーに異性を連れ込んでセックスすることだ出すそうです、うんはい、新しい慣用句ありがとうございます皆さん覚えて帰ってくださいはい <laughs> 久野んの話聞きたいわもう <laughs> 何てんのいやそれで、はい、ネットフリックスチルの ししようとしたわけではなく普通にですねまあ他の編集スタッフとかそれこそあの忘年会のデザインやってくれるデザイン事務所のリーダーのやつとか4人で飲んだんですよ、この家で,で。楽しくてさ、なんかすげえ腕ある人が集まっているしなんか面白い話も出るしすげえ楽しいなーって言ってお酒をいっぱい飲んだ結果一人が倒れて救急車で運ばれました、うん。<laughs> 言ってましたね。地獄やん。これ本当さ反省しました。反省対象。浮かれすぎてね。浮かれすぎてね。これはあかんってなってすごいあのわかりいですをね。シンプル。危ないですから。あの一切飲ませたりとかしてないんですけど、普通に楽しすぎて倒れた。でもすごい経験です。そんなことあるんだ。コールとかかけたり、調ようしてないのに、息とかしてないのに、楽しさすぎて飲みすぎて倒れた。はいはいはい。 えなんか俺その話聞きましたけどあれですよねなんか堀本さんもなんか風呂場でなんだっけやめろその話あれなんでしたっけあちょっと今俺そこ切り取ってちゃんと喋ったのになんでしたっけ堀本さん堀本さんなんでしたっけ風呂場ではい堀本さん僕ねあのまあみんなもう終電ないからちょっと止まってきますみたいなって部屋いっぱいあるしみたいになってなんとなく寝る状態になったわけですねで僕じゃあ風呂溜めるわって言って浴槽にお湯張ってたんですはいはいで まあで流れ的に僕が一番最初に入ることになったんで、うん、ちょっとじゃあご,ごめん俺風呂入ってくるわっつってべろ、うんべろ投いながら風呂入りに行ったんですよね。ね、はい、ほんで、えー、風呂上がってであの久野君いわくね、うん、僕すごいつやつやした肌でねお風呂上がりで、うん、あ次入るっつって、うん、でお風呂を抜かずに置いてあるからって言って、うん、言ってたらしいんですよ全く覚えてないです僕は、はい、泥酔してるから。はい で、久野くんが風呂場のドア開けたら浴槽にゲロがプカーンってたらしいんです。<の> <laughs> 綺麗にすいに <laughs>。あのさ、<laughs> 30だろ、お前。<いや S 1> <laughs> 何してんだ <laughs> ?20 代から30代の10年間で、お前何、何どんな酒が好き合いのし <laughs> してそうなったの 俺、すっごい堀本さんのラストが出てるなて思うのが、見てくれだけはまともなことですよね、仕切ってるし、風呂も入れてるし、中身がアウトプットがちゃんとしてるのに、中が内部処理系がね、腐ってる。すごく外すれだけを取り繕うのが一歩、中覗かれるとね。 ひどい話だよかったですねあれよく久野のくに切られなかったですねそうなんだこいつってだからめちゃめちゃ後日謝ったんだけど、うん、いやあのボケ面白いっすねって言われて <laughs> 風ロ入るイル、次って言ってたまってるよって言って、ゲロまみれなの、ボケめっちゃ面白いですね <laughs> 確かにえ。久野君ってどうしたの堀本さんに、おい、お前ゲロまみれないかいってなったの <laughs> いや、多分ね、酔いすぎてて、そツッコミもできないんでしょうね。<ー>てか分、うん、かんない、ツッコんだけど、僕が覚えてないだけかもしれないです。うんあなんかそう思うと、ゆるがくとハウス、味わい深く見れますね。初対面のやつにゲロ見せられた人がディレクションしてるんですよね。ねね <laughs> てかわいそうなのよくく引き受けてくれたよ、ね、れ本当だ、ねうん 大事にしてよ、久野君のこと、ほんとしっかりと。ただね、やっぱゲロ吐いたやつと認識されてるせいなのか、なんかちょっとそれ以来舐められてますそうですね。ちょっと舐められてる感じはあいくらネットで偉そうでも。風呂入ゲロ浮いてるから。あいつんちの風呂ゲロ浮いてるからな。まあそうなりますね。しょうがない。いやー、められちゃったな。しょうがないですね。弱み見せたところが悪いですからね。僕が悪いですからね。それはしょうがないですね。 っていう感じかなだ、はい、からすごくよく覚えてることはいはい、はい、うんうん意外とこれでもう10時で、ね、あもう10時だ、うん、でもまあ20分遅れ始まったんで20分ぐらいあ、りますかじゃあもう一個ぐらい僕いきましょうか僕去年の最大の功績はい、はい、自分の中で、えー、例えばこういういる言語ガクラジルこういう知見をシェアしたとか、うん まあ,あるはゆる言語学ラジオのフォーマットでこんなものを開発したみたいなものとかで言うと圧倒的にこれが、うん、まあ去年一番自分が進歩したところだなと思うところがあってそれがその堀本さんの逆張り芸の開発 <laughs> これが僕ね <laughs> <ー>一番ね,ね一番自分がした仕事の中でねこういう言葉を使っていいならクリエイティブだったんじゃないかと思っているところで。 全然僕としては誇らしいことでもないんですけどね <laughs>。そうですか逆張りが得意っていうのをねでも僕のあの仕事っていうのは僕にとっては誇らしいことじゃないですよね。 いや、とても誇らしいことですよね。やっぱ口ではこう言ってても、その人の本当にいいところっていうのは本人は出したくない部分っていうことが往々にしてありますから、そういうエピソードをちゃんと引き出す、そういう性質を引き出すっていうのは名プロデューサーの役割であって、水野さんは名プロデューサーと言えると思いますね。<laughs> あありがとうございます。ありがとうございます。そうあ言いたいこと全部言ってくれた。ありがたい。本当にありがたい。なんて楽なシステムなんだ。いや、このシステム俺弱み、弱みだよね。自分が言いたくないこと全部言わされるっていう。 このシステムよくあるがお嬢さんもう二度と逆張りはしたくないですよね <laughs> いややっぱりね逆張りをしていくっていうのがインターネットで受けていくための発想であって僕はこれで食っているんで生計を立てていくためにもやっていきたいです逆張りは <laughs> <laughs> いやいいっすねこれでしかやっぱ得られない栄養があるんで <laughs> 今後もこれはねやっぱ欠か、ね、さずやっていただきたいんですけどやっぱそれこそさその今の今ヤ山くんがもし見てたらあれですけど、うん、なんかやっぱ えとこのペアで、うん、そのポッドキャストとか YouTube やるってなった時はい、はい、やっぱその相方のめちゃめちゃこの特化した特性を引き出したフォーマットを作れたらんか勝ちだなみたいなところがあってそ,、ね、でそれでその堀本さんは、まあ、やっぱ瞬間的にそれっぽい理屈を言うだなー <laughs> う、ね、っていうのはまあ1年目の時にずーっと思っていたんですけどかかなんかそれでそのある時ふと急に典型が降りてきて、うん、それがあ堀本さんに。 えっと、こっちでうまいこと誘導したら非倫理的なことを言わせられるなってふと思ったんですよ。それでそこからコツコツネタ帳に、うん、堀本さんに言わせたら面白い非倫理的なことを言わせるためのメモみたいなのをしていてあれそれ多分ね自分のネタ帳に入れてると思うんだけどあれですよね<う>だって温泉旅館で環境は破壊した方がいいって言わされてましたもんね <laughs> 僕。 積極的に破壊した方がいいって言ってました。<の> <laughs> コツコツとってきました。<笑><笑>できることからコツコツと <laughs> 破壊した方がいいって言ってました。なんだそれ。でその直後に美しい地球を守りましょうと言ってましたね。<laughs> ねはい。っていうあれは。 あああれれ確かあれだよね、あの旅館行くさ、うん、行きのさバスの中でさはい、はい、最近なんかこういうこのフォーマットどうかなって思ってるんですけどって,言って堀本さんに持ってって、うん、でなんかこれ面白いかもってなって、うんうん、で,そ,うだ、ね、でその風呂でちょっとネタを僕考えて、うん、えっと実際にやったんですよ。っていうので。あのー 多分これはその他のいるまるるが学ラジオにしても他のポッドキャスター二、うん、人組の番組のポッドキャスターにしてもなんかやっぱあんまり開発されてない芸風なのかなみたいうのがあってその相方が異常に得意なことで変なことやらせるっていう。これが僕 <laughs> あそうかもね テンプレとしして面白いかもしれないです、ね、そうなんですよ。なんこいつにはこの担当みたいな一発芸みたいなのがあるっていうのはちょっと面白いかもしれない,はい、はい、そうですねそう僕もねあのメモに残してますねその例えばですけど堀本さんにちょっと聞きたいのが「うん、え困ってるおばあちゃんがいたら手助けするべきですよね」<laughs> いや手助けすするべきじゃないですね、えー、妨害は <laughs> いや妨害していくべきです積極的に妨害していくべきですおばあちゃんの買い物袋からリンゴとか全部落とさせた方がいいですね逆さにして <laughs> な,なぜですか <laughs> だからやっぱりさ動かさないから全部足腰とか弱っていくわけで適切に拾うっていう運動しかも拾うっていうのは軽い運動ですから人間として自然な踏み台昇降と同じぐらいの負荷の運動を自然にさせることができるということで <laughs> おばあちゃんの買い物袋は逆さにしていった方がいいです 必ず見るたびに必ず日頃からコツコツおばあちゃん妨害した方うがいいおばあちゃんが持ってるエコバッグの底には穴を開けていった方がいいです必ずいやこれお前切り抜かれたらえらいことになるぞ切り抜きチャンネルやられたらえらいことになるだめよこんなやっぱねホルムさんのえらいところってこういう時面白い 聞き出してしまうようなことでも絶対笑わず言い切るっていうところがえらいほんとねヘらヘラしてたらそうヘラヘラせずにね,ねおばあちゃんは積極的に妨害すべきだとかいうところがやっぱね堀本さんの美学だなと思って <laughs> 僕は堀本さんの良さが全部出るフォーマットだなと思ってこれはその今後ね、うん、他の時とかにもちょくちょくやりたいなって思いましたね <laughs> そうですね、2023年の時々ね、飽きられない程度に時々やっていきましょうか、うん。そうですね。うん、いやー、今回もいいの出ましたね。<laughs> おばあちゃんは妨害した方がいい <laughs>。エコバッグの底には穴を開けていった方がいいです。めちゃくちゃやん、もう <laughs> 言ってること。いやー、らいっすか<ー>なんか、はい、足していこうか、サクサク。うん、なんかこのペースならもう何個かいける気がするけど。堀本さん、逆にないんすかえっとねー。 僕ね、やっぱね、楽しかった思い出をさかのぼると、沖縄行ったじゃないですか、みんなで。はいはい、奴隷合宿。奴隷合宿。ちょうど先日公開されたやつですね。火曜日じゃないはい。直近の火曜日公開されたやつで。はい。コトラボのりょうさんと、チリの雑学ゆっくり解説、中の人、ケッペンさんと、我々の4人で、沖縄行ってね、3泊4日したじゃないですか。はい、あれ、良かったですね。あれ、面白かったよね。3泊あると、やっぱね、2泊3日と違うね、だいぶ。あれ、すごい良かったなと思って。 あのー、何がすごいって水野さんのおしゃべり体力がすごくて <laughs> なんかさ話この話やめます <laughs> もうずっと喋ってんだよ水野さん <laughs> いやいやいやンテンの空港でさ、うん、合流してさコタラモノ亮さんだけちょっと先ついててははい、はいチリの雑学さんと僕らは3人で車乗って移動してああレンタカーですよね僕がずっと運転手やってたんですけど、うん 車乗るや否や,や、やっぱ水野さんが、うん、やっぱ沖縄っぽい曲かけちゃいます。<laughs> あさあ、選曲タイム行きますよ。DJ 大ちゃんにお任せみたいなこと言って,て、<laughs> こいつ明るいな <laughs>。 あれは僕の本性ではないです。あれは僕の本性ではないです。本体は別に DJ 大ちゃんが。うちのアンチュがね、流れ込んできて、DJ 大ちゃんが。なるなる。うちのアンチュがね、本来はそんなこと言わないんですけど、そうですね。ずっとさ、曲かけて、ああ、やっぱこれ上がるわとか言って。ヤンマーとかかけましたよヤンマーかけましたね。はい。かりうヤンマーどっちかというと泣けるけどな。あとアンマーね。ヤンマーは。ヤンマーは。やべそうだった。 <laughs> そうだヤンボー<め> <laughs> マーボーねそれね <laughs> あーやべやってしまった <laughs> あーそうかヤンボーマーボーのほうかヤンーヤンマーよそれ <laughs> 企業広告だからそれは <laughs> <laughs> オウンドメディアそれ僕の名前はヤーボーのほうか2 <laughs> 二人合わせてヤンマーさ わかんないじゃないですかまだそれかけてたでしょ <laughs> 沖縄使ていなや,やっぱ沖縄だったらこれだよねっつって僕と君とで山小さなものから大きなものおてかけてた可能性あるじゃないですか <laughs> まだわかんないでしょうが間違ってないかもしれないでしょうなんで逆張りしてる <laughs> そこ間違いを認めたくないからいや涙が止まらないちょっとちょっと涙が <laughs> <laughs> いな <laughs> ああ、ヤンマーか。ーヤンマーか。なるほどね、ヤンマーか。<laughs> カリウシのね、ヤンマーよね。そうそうそう。カバーしてほしいんです、ね、かカリウシゴジャヤンマーカバーしてほしいね。 いややっぱすごいな間違いってすごいなですねやっぱ間違いから人を学ぶって今井先生も言ってましたから大丈夫ですよ間違えちょとそういうことアブダクションしましたそう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 カリフォルカバーしてたかもしれないってアブダクションもねはいはいはいあのこぼれ話ですけどあの語食の本が出出ちゃって今井先生にも送っちゃあの見本してあそうん本してたんですけど今井先生にそのすみませんって結構ちょっと間違っちゃっていますみたいなこと言ったら認知科学的に見て非常に面白いです いや面白くないね別に <laughs> <で> <laughs> 何が人は必ず間違いを起こすものなので,、うん、でそれは私もその研究してよく分かっているのでそんなに落ち込まないでくださいって思うのなんか普通にその間違いって人にはあるからみたいな感じじゃなくて、うん、学者が言うと重みが違うなと思ってすごいむしろ興味深いって。 あの本興味深いって言ってた人いましたよね今井先生以外にもああいたっけ、はい、ああいたいたいただポケモンの石原社長ポケモンの社長がね株式会社ポケモンの社長も言ってましたねそれ <laughs> はい <laughs> <laughs> あの我々憲法しちゃってね、はい、であこれやばいな変な本送っちゃったなってなって、うん、なんか怒られるかなと思ったら、うん これとても興味深いですね、うん、デバッグが好きなんですよね。うん、技術もできる人技術だから、やっぱデバッグ、非常にデバッグの話好きで、はい、なんかポケモン初代のデバッグからエンジニアになった人みたいなの、エピソードとかがすごく好きなんですよね。うん、だから、それありきで。 デバッグの観点から見たときに非常に興味深いですねっつって、うん、バグレポート書いてみたので後でお送りしますって,っていや書かなくていい書かなくていいそんな申し訳ないそんな <laughs> あんた忙しいやろってうあんたって言うな <laughs> あんたって言うなあんたって言うな <laughs> そうすごくねバグレポート書いたんでとか言ってねそうん、ですねでサポーターコミュニティの人がね、うんあのー 解読しましまたみたいな法則性みたいなブログ書いてくれててね、うん、それを送ったら石原社長がいや完璧なバグ報告ですね先を越されましたみたいなこと言っててね <laughs> <laughs> あれ面白かったですねあれあそっかこんな反応になることあるんだっていう、うん、なんかこう、まあ、普通のって言った言い方あるですけど大体、うん、そのお気になさらないでくださいみたいなこと言っていただけてすごいありがたいなと思ったんですけどうん、うん、面白がる方が結構いて正直なところ<う>本の内容よりはるかに嬉しいです <laughs> いいプレゼントになりました。ありがとうございます。めちゃめちゃ感謝ですよ。それはっていうね。<laughs> そうなんですよね。はい、まあ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 みたいなこと。あれなんか何の話？あ、沖縄に行って沖縄に行った話か。はい。アンマーをかけてます。ヤンマヤをかけたって話ですね。ヤンマーはかけてないです。<laughs> あとそうつながりあるんだって驚いてる人いますけど、そうなんです。石原社長、ゆるゲン語ぐらいを聞いてくれてるっていうね。光栄ねそうなんですね。なことですね。はい。うん。それで知り合いになりましたね。<laughs> はい。うん。 でポポケモンのポケモモンンのの話じゃねえや沖縄の話沖縄の話でそうすごい楽しくてさ、はいであのいや僕、改めて3泊4日で一緒にいることなかなかないじゃん、水野さん。はい、なんかどれかしく一緒に行ったりするけどせいぜい2泊3日が多くて、うん、収録も今1泊2日だから、うん、あんまり3泊一緒にいることないけど3泊一緒にいた結果分かったのは、はい、水野さん、ずっとおしゃべりで喋 <laughs> ってるなと思ってさ。うん、あの最終日さ 時間の見積もり間違えて、飯食ってから帰ろうかと思ってたけど、空港そのまま行かなきゃいけないなってなって、沖縄本島の北の方から空港までずっとひたすら車内で、2時間ぐらいかな移動してたんだよね。で、2時間あるとなると、もう、チリの雑学さん、動画編集します。コトラボ、リョウさん、動画編集します。すごかったですね、PC 開いてましたね、ずっと。素材とかしまね 横に綺麗な海岸線あるのにね、全部無視して、素材がないですって走ってましたけど、僕はもうそのまま運転してましたね。だから水野さん、どうすんのかなと思って、助手席ですよね、多分僕ね。助手席に座ってて、うちの二人も集中してるからあんま喋ってないからさ、やることないじゃん、水野さん。どうするかなと思ったら、ホランさん、んかリクエストあります次何かけます次 で僕がワニマ「ワニマ」とかいいんじゃない、はい、盛り上がるからって言ったら「うん、ワニマ」のいい歌詞のやつじゃあえりすぐりでチョイスして流しますねって歌詞のこの,この曲のこの歌詞めっちゃいいんですよね」って言って「うん、ワニマ」「ワニマ漫談」みたいな一人で1時間ぐらいしてたよねずっと <laughs> 俺それで笑い転げてて普通に <laughs> 運転しながら笑い転げてたよかったあの <laughs> うるさくて面倒だったって言われたら嫌ですけど、<笑>,はい、笑われたなら大丈夫です。めっちゃ面白かった <laughs> はい、すごいですからね。水野さんのね、ワニマ考察、良かったですね。股間に響いた、ディキ・ダン・ダン、公開しても遅い、息がな、ですからね。ここでイン踏んでますから、の踊る夜からこれ、ね、引用します。股間に響く、ディキ・ダン・ダン。何それ股間に響いた、ディキ・ダン・ダンって。<laughs> 生き <laughs> がんなをね、インフムっていう、ね、素晴らしい仕事ですね。生ガンんなね、はいあー、いいですよね。はい、っていうのを次々水野さんが見つけてきて、それ以外ありますからね。アニママン,ダンを延々してましたよね。はい、こんなしゃべり続けられる人いるんだなっていうのはね、やっぱ新しい一面として見えてきて、<laughs> 普通ね、空港帰る2時間ってもう疲れてるし、みんな遊びでかれて、あんま喋んなくなると思うんだけど、はい、一切そうじゃないから、すごいわって思いました。 あまあねやっぱあの人といる時間でシーンってなってやっぱもったいないんで喋、うん、<laughs> ってた方がいいからねそうですし、ね、だしさなんか僕助手席に乗る人の役目としてはさ、うん、運転手に退屈させないっていう仕事があると思ってるんでだから、まあ、運転手がさもう集中したいっていうモードだったらもちろん喋りかけなかったり、うんまあ、ナビの情報を言うとかですけど、うんまあ、運転慣れてる人だったら まあで僕ちょうどしかもあの選曲をね僕が完全に握ってたので、うん、なんかやっぱその選曲で盛り上がらせなければいけないみたいな <laughs> 義務感があったわけですねそういう義務感があって多分あワニマだったら多分さすがに盛り上がるはずだ、うん、しかもなんか多少歌詞がわかるし面白い歌詞もあるからと思って多分そこをこすってたんでしょうね、うんうん、なるほどねあと今僕も思い出したけどあの歌ってました僕、うん、ワニマをだったっけはい ああ歌ってたかも、盛り上げなきゃとか、やばいっていう。あでもあれつけ感もあったんですね。盛り上げようっていう。そうですね。まあ基本自然ですけど、でもなんかうん助手席にいた人はやっぱこの後部座席よりも特権的な地位にあるので、いろいろこうコントロールできる部分が多いので、なんかそれでそのずっとこうみんなまあ後ろに寝たい人がいるのは寝ればいいですけど、うんそうですね。そういうサービス精神。 そういうちっちゃい思い出が沖縄旅行でいっぱいあって檻に触れて思い出すんですよ、僕。ああ、あの沖縄沖縄そば食いに行ったじゃん。うんうんうん。で、水野さんが俺七味かけようかなって七味かけようとしてたでしょ。で、覚えてます、その後、僕が怒ってたの。え、全然覚えてないです。え、ソーキそば食いに行ったやつですかね。四角の七味かけようとしてたでしょ。ダメですよ、七味なんて。あじゃあ全然覚えてない。ね。高齢偶数かけないと。 コーぐす。スコ高齢ぐすかけないとダメです。沖縄といえばねーレぐすですから。あ、でもなんか言われたかもしんない、それ。なんだったっけでも酸っぱいやつ酸っぱい、辛みかな辛みか。辛さメインですね。はいはい。泡盛に島唐辛子を漬け込んだやつ。はあ。ですね。うんうんうん。 っていう、だから僕注意したんですよ、水野さんに。うん、あ、こいつ、何も分かってないな、沖縄そばの食い方をと思って、はい。七味じゃないよ。これぐスかけないとって言っこれぐすって言って、うん、ってって <laughs> 響きにハマって、3回ぐらい反復しました。これぐス <laughs> なんかさちょ、堀本さん、切り取りすぎやって、僕がなんかもう小学生みたいに思われちゃうじゃないですか、それは。も <laughs> う小学生だよ、切り取りすぎが <laughs> 悪いですよ、それはもう。<laughs> 知的な、知的な青年なんですから、僕は。ちょっとイメージとちょっと違ってきちゃうんで、それはやめてほしいですけど。<laughs> <laughs> でもあの沖縄そうですね僕はだから印象的だったのはあれですやっぱ、うん、あのチリの雑学ゆっくり解説さん後部座席、うん、でまあその小太の量産だけ先付いてて僕らでその車で向かってる時、うん、全員窓の外から見える景色に関連するうんちこひたすら言いまくっていたっていう冒頭<笑><笑>ああやってたやってたなんかあの何だっけゆいゆいレールねゆいレール沖縄を通ってるモノレールですね。 がどうだ,だとか、うん、ここのショッピングモールの資本が実はどうだ,だとかあチリさんはさ、うん、強いわけじゃんそれはそ、ね、なんか彼いわくなんか沖縄あんまりカバーしてないみたいなこと言ってましたけどたたでもまあなんか、あのーね、みんな何か言いたいことあるから、うん、なんか最初序盤ずっとそんな感じでしたよね僕あんな旅行体験したことない普段使わない筋肉 何かだからチリの雑学の解説エさんが言ってたのが、うん、えーっとね沖縄のモノレールの導入は世界的に見ても極めて珍しいレアケースだみたいなんなんかこういう地理学的条件が整っているところのモノレールはほぼないみたいなはい、はい、話しててあやっぱりんか足さないとっていう義務感に駆られた僕は運転しながらあれだと思って、うん、とっておきのね、はい、沖縄のゆいレール。 うん、は一般的な車両、一般的なモノレール車両より圧倒的に小さい狭い幅の線路幅を採用していて、うん、これを採用しているのは日本で2か所だけ、沖縄のユイレールとディズニーシーの <laughs> うん、うん、観光用のモノレールですね。はははいはい、はいだから、おもちゃみたいなやつ、住民の足になってるやないかいっていうユイレールうんちく、<laughs> とっておきのやつ出して、うんうん、なんか成立したんで嬉しかったです,、ね、あれそうですね、あれはだから僕、過去に体験したことない旅行でしたし、ねたね、ああ、だからね、チリの雑学ゆっくり解説さんも、今年で、 出会った人ですけど、僕やっぱ彼の才能に惚れ込んだ部分。惚れ込んでましたね。ありましたね。行、うん、ったけど覚えてます。あのなんかのなんかの収録終わり、うん、で、そのちりさんと会った直後とかに多分喋っていて、うん、なんか僕やっぱあの人の人生狂わせたいんですよね。みたいなこと言ったの覚えてます。言ってた言ってた。うん、てたなんかの収録終わりでそうなんか。まあ堀本さんの人生も僕狂わせたいんですけど、うんうん、なんかそういうそのクリエイティビティがある人を、うん。 いい意味でその人生のレールを外させたいというか、うん、なんかそのおかしくさせたいっていう欲があって、まあ、だから多分自分は編集者向きなんだろうみたいな、うん、あ思い出したわその話 <laughs>、あのー、そっちの寿司屋的な飲み屋でさ、うん、飲んでる時に出た話でそうですそうですそこ覚えてますね、あのー、あれだわえっと水野さんが僕にやたらノートネタを提供しようとしてくるんですよああはい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 ,なすごいはいはいはままいは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 い こういうい話ありますよってうはいう、はい、ありがたいけどなんでそんなことしてくれんのみたいな、うん、言ったらいやなんかやっぱ自分が刺激を与えることによって好きなクリエイターが揺れるのが面白いから、うん、それを最大化したいっすねみたいなこと言って全然気持ちわからんなと思ってはい、はい、あそ,それ言われたわ編集者気質だなこの人それ言われたわそうっすねだから、あのー、その意味ではこう与えてそのまま採用してほしいっていう気持ちもないんですよそのまま書いていててほしっよりはなんか けみたいなことを思ってもっと面白いもの書いてあるからなめんなよお前みたいなことを思ってくれたらなんかこう一緒に仕事する甲斐があるなというかまあ特にその堀本さんの場合はもうこういうものを作りたいっていうのが決まってる人だから、うん、まあ究極別に黙っててもそのいい原稿をあげてくれると思うんですけど、うん、まあせっかく絡むなら、うん、なんかまあ堀本さんが触発されて。 なんかこうより良い森本さん、うん、1>, 1人でたどり着けないところまでたどり着けたら良いと思うしうそれはその地理の雑学繰り返しさんに対しても結構僕は思って、はい、なんか断ることに彼とはなんか会いたいなーみたいない飯とか食いたいなーとか思うっていう感じですね,いいですねあの人の場合1人であれを作り上げてますからね,ね初めて会って話聞いた時にやっぱすごい近いタイプだなーと思ったしうん、うん、その。 えとこれはえと取材とかで確か言ってたと思うんで別に伏せてないというか言っていいと思うんですけどまあその僕も彼も塾講師をやっぱ目指していたとか、うん。うん なんかそういうようなところとかですごい親近感が湧きつつも僕と違って一人でものを作っている人なので同世代の人としてわすごいな尊敬するなと思ってうそう仲良くさせてもらってるっていう感じなんですけどあのですね僕も地理の雑学繰り返し説さんすごく好きなんですよ、うんでね、水野さんも堀本さん絶対気合うから会いましょうそうですね僕、あればっかりは確信ありましたけ、ね、<laughs> の人は逸材だって絶対合うからっつって <laughs> そん,そんな気合うことあるかなと思ってね、うん、カフェ行ってね、うん、3時間喋りましたね。<laughs> <laughs> あの人もすごかったです、だって、ゆる言語ゴラジャさんに、なんか面白いと思ってる話、おもしいと思ってもらえる話、用意しようと思って、とりあえず、なんか、イーフー・トゥアンの謎の本、謎の本読んできて、イーフー・トゥアンのほにゃらら読んできたんですよ、そしたら、ピダ半島なんか言ってる、だから今公開されてるやつですよね、熱帯雨林気候が時間の概念を破壊するっていう話の原型となった本かな、の話とかを すごい入念にしててくれしかもおまけに彼は喋った後に「いやーもっとこうやってうまく喋れたのに」みたいなことをずっと言っていて, <laughs> て、ね、向上心もすごかったし。うん 俺め,俺めっちゃ覚えてるけどさ、はい、会ってすぐ5分ぐらいの段階でさいや動画結構何本か見てきましたけど、うん、チリの雑学ゆっくり解説なんかやっぱそのゆっくりの中でも明らかにレベルが高い気がするというか編集すごいですからねあの番組ねコンテンツとしてやっぱ力がすごいなと思ってすごい腕あるクリエイターの方とお会いできて嬉しいですみたいなことを僕は最初に言ったんですよ最初は自己紹介がてらのファーストジャブ、はい、飾らないねそのそ<う>所感としてねあなたのことが好きですよ、はい、的なことをこう言ったら、うん ジュリーの卒業繰り返し説さんが「いやーでも僕がやってるのは結構模倣に過ぎなくて、うん、僕ね動画の作りをいつも映画イミテーションゲームを参考にしてるんですよ <laughs>」って言ってね。<laughs> <laughs> なんしょっぱからめっちゃ面白そうなこと喋り出すじゃんあの人なあ,あの人そう自然にねそういう喋りができる人で出会 <laughs> って5分で見出しつくじゃんと思ってそうですよ、ねししね、だからあのチリ、えー、の雑学ゆっくり解説さんが,、うん、おでが出ていただいている火曜日に更新された回とか、うん、あとまあサポーターの方だったら、うん、あのサポーター特典としてチリ、うん、の,の雑学ゆっくり解説さんと堀本さんが。 2本、うん、収録した回があるのでそれ見ていただくと分かるんですけどなんかその別にそのゆっくり解説ってフォーマットを使わなくても1人喋りで十分面白いことが喋れる方じゃないですかあの人はそのインプットとか面白いセンス面白いと思うもののセンサーがめちゃめちゃ感度が高いのにかつ喋りもうまいっていう稀有な人ですよね。 うん、っびっくりしましたね、あ,れ見た時はねあのとき僕らめちゃくちゃいじりましたよね、<laughs> うわーみたいな、完全にその面白い喋り方、わかってる人の喋り方ですやんみたいな、何なんすか、それ <laughs> みたいなこと言ってましたよね。 ああとあの僕が沖縄合宿であの時に話さなかったけどチリの雑学繰り返したんでよく覚えてるのはあの人全然物の管理ができなくってあの鍵鍵を預けると頻繁に三回ぐらい鍵なくしてたよねあれどこでしたっけってちょっと待ってください。<laughs> そうだわでなんか奴隷合宿みんなでいた時もなんも携帯かなんか忘れてたんですよ。 コンコツだっいてでもねあの人が一番年上ですかねだから可愛いんですよねチリ、うん、の雑学っくり解説さんねあとねこれああ本人に許可取ってないけどダメですじゃあダメですよ小のりょうさんはいダメですよの小のりょうさんね、はい、飛行機のチケット取り間違って一人だけ帰れなくなっておしゃった一人だけ帰れなくなって <laughs> 沖縄に取り残されて <laughs> <laughs> 空港ですげえかなそうな顔して <laughs> 1 <laughs> 一人で <laughs> 手を振ってた <laughs> そうですねあのコトラボらしい、ね、テンポでこうや無表情でこうやって手 <laughs> ってそうなんですあれ <laughs> でなんか堀本さんにおすすめのグルメ聞いてましたよね、<laughs> 駅の近くで食えるの何がうまいですか,かってそうそうなんかおいしいものとかありますと、おすすめスポットとかありますって言われたから、こ,うこの店バカみたいにうまくてお,おすすめですとか言ったら、うん、ちゃんと翌日行ってくれる。写真ね、送られてきました、ね、おすすめのとこ行きました。<laughs> あそれあります。う <laughs> さんはね、僕、喋ったときにそうしっかり者、しっかりした人だなと思いつつ、そこ抜けてるんやっていうね。 あそれはいいんじゃないですか、ね、さすがにね、ギリギリ。<laughs> それはね、まあまあ、全然いいんですけど、<laughs> なんか、悲しかったですよ、あれ、あの要するに、時間を変更したかったんですよ。うんうん、あそうだ、うだなんかね、たぶん僕らが結構、ギリギリまで一緒にみんなでいようとなったからそうそうそう、夜遅い便で僕らが帰るんですけど、う <laughs> さんどうしますってなった時に、あ、俺、昼の便取っちゃったわってなって。<laughs> でも、まあ多分変更できるやつだから、変更しますわ。みんなで長いこと最後までなんか一緒にいましょうよって。なんか、岬みたいに行きましたよね。行った行った、えっと、なんだっけあれなんだっけあれ。えっと、ザマ岬みたいなやつ、名前。えっと、ザンパ岬、あれ違う。あ、でもそんな感じ。ザンパです。それは青森のでも、なんかそう、ああのの景色がすっげえいい。そう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 。美ら海水族館とかの方にあるやつ。はい。あそこに行ったわけですよ。はいはいはい。 でだからあれだよね、うさんは前日の段階で飛行機変更しないとってって、夜に変更しましたって言ったから、僕らは安心してね、うん、そのなんとか岬みたいなとこ行ったりして、遊んだわけですよね。はい、はいはい。したら、<笑><笑>空港いざ行って、うん、搭乗ゲート行こうとしたら通れなくて、なんかいつまでも引っかかってるから、あれ、何してんだろう <laughs> そううそうそ。<laughs> なんかあそう普通にさ、15分ぐらい通れなくて、僕らよりも先の便でしたからね、搭乗ゲートに行ってそうしたら、ね、何やってんだろうなと思ったら 15分ぐらい経ってやっと戻ってきて1週間後の便取っちゃいました <うん S 1> <laughs> 間違いすぎだろ <laughs> 1週間 <laughs> <laughs> まあでも前日変更だとねまさか翌日に変更するというか普通はねそんな使い方しないですから,ねだから多分亮さんのチケットが直前だと変更できないみたいなうんうん翌日のは取れないみたいなやつだったと思うんですよねうんうんだから変更するって押したらもう UI として翌週のやつが出てきちゃうやつで翌週の中からなんかわかんないけど木曜日みたいなはいはい帰る曜日を選んで取ったらそうなっちゃったみたいなことっぽいんですけどねっていうことで一人だけこうやって <laughs> 空港で <laughs>。 <laughs> あれさすげえ寂しいと思うぜあれ3泊日して体もバキバキでさ、うん、だからよしちょっと観光するかって気持ちにもなれないしさあれの寂しさは想像してあ,あまりある特に僕らはそのまま2人で帰って行ったんで,で、ね、同じ便で、うん、あれねコクでしたよねなんだかんだでもねちゃんとじゃあちょっとホテル取ったんでって言って無表情で行って、うん、おすすめのグルメ食いましたっていうのを送ってくれて、うん、なんか。 やっぱそこはコトラボだなというか、量産っぽいですよね、全然めげずに淡々と行動してる感じが。そうですね、そうですね、なんか、なんならもう一泊できてラッキーですぐらいの感じなのかなっていうのはありましたよね。す,ねすごかった。いろいろ新しい、みんなの新しい一面が見れて、楽しい沖縄旅行でしたね。だ、うん、か僕、その今年？あじゃあ去年か、去年振り返ったときに思うのが、うん、その、年の近い。うん そしてその自分にとって刺激のあるというか自分よりもすごく立派なことをしている人と出会えてでしかもその僕らがやっているこの僕自体にはそのまあえ忘年会の時とかも言ったかもしれないですけどあんまりクリエイティビティみたいなものはないとまあその僕は自分自認しているこういう YouTube とかできない人なので。ななの,でなのでなんか その興味を持って会ってくれる人とかがいて刺激をもらう僕よりもよっぽどすごい人みたいな人にまあこう会ってもらえて興味を持ってもらえて仲良くしてもらえて何なら一緒に旅行行けちゃってみたいなすげえ約束なわけですよその普通にサラリーマン編集者やってたらまあまず対等な感じでは知り合わない人とこうやってこう接点を持って刺激をもらえたりあるいはその狂わせたいと思う人が現れたり。<laughs> みたいいいなななところそそれれはまあ編集者妙に尽きるかもしやうんすよ,なんですよだからもうすごく仕事のやりがいが増えたというか、うん、将来的その今ね単行本の部署じゃないんで、うん、仮にじゃ本作りたいと思ってもそういうことできないそういう立ち回りできないですけど、うん、でもなんか別にその単行本その人と作るとか変、うん、なうちの,その自分の所属してる会社から出すとかじゃなくても、うん、なんかこの人の活動を広報支援するっていうことは、うん、自分の裁量の中である程度できたりするかなと思って、うん、そういう意味でそのなんか。 狂いそうな人を狂わせるっていうことが結構僕は好きなんだなっていうことをこの去年1年間で思っただから今回の「イルゲンゴワークラジオ」の1年間の活動で自分が本当にしたいことが分かったなっていう気づきを得ることができた、まあ、その忘年会ライブの時にも堀本さんに編集者っていうのは何ん であるか理想の編集者ってどうなんだみたいなことを、うん、まあ結構背中で教えてもらったみたいな話をあの時にしたんですけど、うん、それはその堀本さん単体もそうなんですけど「ゆる言語がわクラジオ」の活動を通して。 僕、すごく勉強になった刺激をもらったなっていうのが、うんうん、去年一年の振り返りとして一番大きいところかもしれないですね。なんかね、水野さん、ね、えいいやつだなっていうのすごく思って。<laughs> 利用のしがいがある。<laughs> 都合のいいやつ。違う,違う、<あ>いい違う、違う、いいや大丈夫ですか。いや、なんかさ、まあ、今言ったようなことをいつも言ってるじゃないですか。うんうん、あの、二人で飲んでる時も。はいはいはい。こう、なんだかんだゆる言語学ラジオ。うん、結構、その、ハードなこともあるわけですよ。うん。 ななんかスケジュールめちゃくちゃゃく過密だなみたいなはいはい、はい。いっぱい収録しなきゃみたいな、ね、とか、なんかイベントめっちゃ入っちゃったのはい、はい、年末みたいなとか <laughs> そうですねプライベート削るみたいなやつとかねそうそうそうみたいなことがあったりするわけでなんかそれに対してまあ水野さん副業禁止なんでうん、うん、まああまりこうね お金を受け取ることができないわけ。そうですね。でも、あの、これ、堀本さんの名誉のために言っときますけど。その、えっと、僕が全く得てないわけではないというか、まあ、その問題のない形で、例えば、資料代だとか。打ち合わせとかのものとかっていうのは、堀本さんに請求していいってことになってるんで。堀本さんがめちゃくちゃ私服を肥やして、僕の肌で使ってるわけではないので、そこはちょっと安心してもらいたい。あそうなんですよ。あれ、サブスフォローしてくれ。てなんか、その、ええ、堀本さんが全部もらってる人ですかっていう人が結構いたんで。それはちょっとフォローしておきたいんですけど、堀本さん、めちゃめちゃ、むしろ、僕が、まあ、そういう形で、その金銭的な。 インセンティブの設計をすごい頑張ってやってくれてるので、うんでねまあ、なんとか水野さんにもこういい形というか還元できる形にできればしたいなという工夫はいろいろ。そうですね。あとあのうちの会社は印税収入はオッケーなので本が売れるとそれはもらえます,す、ね、僕は。<laughs> 本で本そのために本を、うん 売れれた時の収益はめっちゃ僕にくようとしてるだから僕は本をいっぱい売りたいっていう部分もあるんですなね。水ずさん、印税は受け取れるじゃんみたいな。じゃあもう持ってって持ってって。ありがとう。っていう打ち合わせがありました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、もう本当にいつもお世話になってます。いや、とんでもないとんでもない。そういうところで、引け目を感じていてね、僕は。そうだ、これ今年の振り返りで一個でかいわ。法人を立てたんですよ、この4月に。はいで、4月ぐらいに法人をてて、なんかだから。 まあ売上が、うん、法人を立ててもいいぐらいに結構いっぱい出たんですよね。うん あの皆様のおかげですけど札幌方視聴者の方のライブ配信今見ていただいてる方全員そうですよね。見ていただいて土曜日の夜にすごくあの売り上げも立って組織を拡大していけるフェーズになったと、うん、だから忘年会ライブとかでも喋りましたけどもう今スタッフ50人ぐらいいて、うん、すごく多くの人の協力で成り立っているでそしてその人件費を払えるっていう状態になったわけですけど、はい、まあそうなった時になんか水野さんにもっと本来なら金銭的に。 こう還元できているべきだなということを思ってなんか僕それが腹落ちしてなかった時期になんか「うんなんか水野さんにもうちょいいろいろできたらいいんだけどね」みたいなことをこう言ってたら「何をそんな歯切れの悪いこと言ってるんですか」みたいなうんうん <laughs> 奥歯に物挟まったようなことを言ってるなんからしくないっすよみたいな。<laughs> なんか僕はこれをやることによって普段普段だったら得られない、うん、人形だけだ得られない刺激であるとか、まあ、出られない場所に出られてるんで、うん、それでもうメリットは享受で生きてるんで悩むことないっすよみたいなこと言ってくれてね、うん、言ったっけそんなこといいやつだな <laughs> そんなこと言ったっけ <laughs> すーげえいいやつだなと思ってあ,あそれ全然覚えてない,すごいねいつそんなこと言いましたね今だったらあの100万円くれって言い <laughs> <laughs> じゃあ今現金でこっそりお金くださいっ副業禁止なんで振り込まさずに現金でくださいって今なってるかもしれないそうですね当時の僕は楽しかったのかなと思ってたんですけど2022年の春ぐらいの水野さんも言ってましたから春かあはははそうなんですねすごいねそいつ利用しがいがあるやつなんで僕も紹介してもらっていいですかそういうお前だよ俺かすぐさって照れ隠しするんだからねかわいところあるんですよそういうのうちの水野はねそういうかわいところがありますまあでもそれはねやっぱ偽らざる事実というか僕は死ぬまでサラリーマン がいいだそうという意味でその、まあ、その会社員やってて上り詰めていくって結構まあ順序を経なきゃいけないんですけど、うん、僕の場合ってそれその堀本さんに引き上げてもらってなんか一気にその1足跳びとか2足跳びぐらいでなんか違うステージの人と関わりを持てていたりだとか、まあ、その対等な感じで接することができてるっていうのは。うん 会社に給料じゃ3ヶ月分いらないんでそうしてくださいってもできないことなんですよ、あんまりピンとこないかもしれないんですけどそれをするためにはさ例えばですけど上司の、上司に対して例えばさ、うんえ、こいつなんでそんな急にめちゃめちゃ。 なんかでかいい仕事やってるわけみたいなのと、うん、エクスキューズももちろん立たないわけじゃないですか急にさでかい仕事 <laughs> な,なんでって何でお前が任されたんみたいな、ね、そ,うそうそうなるわけで、うん、なんかそれをそのさ堀本さんがこう座組を作ってくれたおかげで、うん、なんかそのただ好きなこと喋ってるだけなのに、うん、なんかこう評価してもらえる仕組みになり、うん、その錯覚資産みたいなものが生まれてるわけで、うん、まあそれは結構プライスレスだし。 まだ僕20代なのですごい仕事しやすくなったなって去年1年間振り返って思いましたね。っていうのをね水野さんいつも言ってくれるんですけどそれはだから僕もそうなんで水野さんのおかげでインターネット芸人として8段階ぐらい引き上げられた感じなので別にもともとツイッターのフォロワーは別に2倍にもなってないんじゃないですか僕とあの番組始めてからでも2倍ぐらいになったよ。 あそうだからなんかでもステージ的にはやっぱ8個ぐらい上がった感覚があるああでもだからあれだと思うんですよねその、えっと、例えばですけど僕単体の能力と堀本さん単体の能力を足し合わせた時の和よりも多分大きくなってると思うんですよなんか僕も上司に言われたんですけどなんかいい相方見つけたなみたいなお前の良さと結構かみ合ってるで、うん、その堀本さん自体も 結構その今までの文脈だと結構毒の強いというか悪の強くて扱いにくいみたいなイメージだったんだけどお前となんかたまたま噛み合っているからんなんかすごいいいコンビなんじゃないかと思うよみたいなことを上司が言ってくれたことがあって、うん、うそういう意味ではだから多分お互いが、うん、いやあんたのおかげだよって言ってるけど実際は相和が大きくなってるから、ねね、別にだからどっちにも。こう ななんだろうどっちかのおかげだみたいな寄りかかる部分はないんじゃないですかね<ー><に>だからつまりコラ,ベコラボレーションによって感<何>じた <laughs> <れ>大事なとこだからつまりコラベークソ何すか何すかせっかくせっかく今あの意識高いことを言うコントのやつ入ろうとしたのに <laughs> だつまりコラベ最悪コラベって何 何ですかういう聞いたことない。聞きましょうかコラベで出てくる単語あんのか <laughs> ないで <よ S 1> すよ。コラベから始まる単語ない <laughs> 聞いたことないですからね、そんな単語。<laughs> そんな単語ないよ <laughs>。はいはいはい。コラベなんですかもう言うタイミング逃したんだけどなんすか。すかまあまあだからコラボレーションによって、ゼロサムゲームではない。新しい価値の創生。まあだから強制。 共に生きるみたいなね、そういう競争共に作るが近いかもしれないですね。うん、三角連携とか、イノベーションの始まりかもしれないですね。これはね。はいはいあの掘り深掘りして損しました。<laughs> 時間返してもらっていいですか。<laughs> だから言ったじゃん。<laughs> もう言うタイミングじゃないんよ俺。 <laughs> <もう S 2> あの俺の時間ってそんな安っぽい時間じゃないんで、<laughs> 君みたいなその三流源流人、言論人とちょっと関わる時間ないんで、<laughs> <い>うん、ごめんね、なんかな時間取ってもらったの悪いんだけど、<laughs> ちょっとなスッと出さないといけないボケだったんだよな、ね、<laughs> 今のコラベって言っちゃったらもう終わりのタイプだったんで、ね、何にもその先にないです。どんだけ掘っても、もちろんこの人にもコラベないです。<laughs> コラはなかったっすね。もちろんないです。コラベに近いこともあったでしょ、でも。いや、ありましたよ。コランダムとかありましたけど、ね、<laughs> コランダムってなんだっけ知らない。金属あれ コランダムってなんだっけ?。コランダムは。えっとですね、知りたい本当に。あの俺引くけど。知りたくないよね。そうだよね。はい。話の流れで聞いちゃった。はい。ちょっとコラベが恥ずかしすぎてごまかした。そうダイヤモンドの次に硬い鉱石ですね。うん。コランダム。はい。アマルガムはね、水銀のね。合金ですよね。うん。あ、ま関連すること言ってって言ってないじゃないですか。俺別に。あの。 あと、あのあれですね、キングダムはね、面白いですアマルガムとキングダムにはかなり離れがあるんで、コランダムとアマルガムの流れで置いても違和感あります、いくらんでも。無しかってないんで、無の5文字、それ、びっくりした、今、すごいね、いいですよね。限界しりとりみたいなことしてるわけじゃないですよ、僕、無で終わる5文字を聞きたいわけじゃないんで、あのもうちょっと恥ずかしすぎて、何とかしてごまかそうっていう困難がちょっと出てきましたけどね。 そんなこんななこ10時半ぐらいになったなあはいはいはい大体大体終わり、うん、そうですねどうしましょうかなんかあれあのさ掘、うんうん、ってないことある今年のいやなんかどっちかっていうとあの今までちょっと苦手でやってなかったですけど、うん、質問とかを答えますあーやってみようか最後じゃあ10分15分ぐらい、うん、なんか質問コーナー取りましょうかえっとチャットとかでそうですね チャットとか聞きたいこととかがあればまあ,あのー、あのー、ねそんなことは全く、あのー、思ってないですけど、あいいそうだななんかのスーパーチャットという機能がありまして、YouTube にいなかった、いなくなった、<laughs> い,い,なくなった <laughs> いなくなんのやめろよ。あすごい、流れで酒取りに行った、すごい、あいつクレバーだな。<laughs> 無駄のない動きをちゃんとしてるな、お酒をね。<laughs> テレビじゃねえよ。 あと,あとマイクから遠いから拾ってないよ <laughs> テレビっすかこれ<ー>って言ってましたね <laughs> か失礼しました <laughs> <laughs> ちょうど時差で流れてきた陽キャだなさすがですね水戸さんね <laughs> そうなんであのねあの質問とか何でもコメントも読みますし、まあ、ス,ーパースーパーチャットっていう機能があってね文字を目立たせることができますんで <laughs> あの投げ銭をすると文字が目立つっていう機能がありますんで <laughs> ポコちゃんの配信者かお前何してんねんありがとういつも <laughs> 山田太郎さんいつもありがとう <laughs> あれ妹のミエルちゃん <laughs> のマネ <laughs> ですか <laughs> みんなおくつ代ありがとう <laughs> これで見える。<laughs> もうアイコン的そうすぎて <laughs> ダメだって。そう。うちはネタあんまやらないようにしてる。やめましょう。やめましょう本当。じゃあちょっと質問に。<laughs> まあ。<laughs> スーパーチャットがなければね、くもスーパーチャットで。早速来きました。はい、農園山子さん。はい、忘年会にスポンサードしてくれてたことでおなじみの狂気のスポンサーですね。あれですよね。冬のイベントに、春から注文<う>あ、夏から注文が始まるっていう、うんあの、オーストラリアのイベントに間違えて出航しちゃったことでおなじみの。<laughs> なんかね、季節逆のやつを間違えて出しちゃった。どた、ね、南半球のイベントに間違えて出したことでおなじみの農園山子さん、ね、農園山子さんからの質問で、素人質問で恐縮ですが、堀本さん野菜食べてるっていう質問が来て、わー。 うわ山子。山子。う山子。うわしかも俺これもう久しぶりで半年ぶりぐらいだから。ちょっとじゃあできるで一応拝見しましょうか。堀本ささ、もっと野菜食べた方がいいっすよ。ほんとくそな質問だな。お前死んだ方がいいよ。<laughs> そもそも俺は野菜が好きだから昔から食べてんだよ。でもここで野菜の写真をアップしてもクソな役にも立たねえだろう。<laughs> 俺は子供の頃野菜が好きでたくさん食べていた。いや、肉が子供の頃食べられなかった。それは食べてた肉が臭かったからだ。でも大人になってから本当にうまい肉はうまいんだなっていうことを分かったから和牛の良さを広めるためにインスタに写真をアップしてるんだよ。それをお前みたいなやつが上から目線で野菜食べた方がいいですよって説教されたくないね。二度と来るな。 みたいな感じはいはいこれはちょっと専門家の方何点ぐらいあったんだろうかなこれはちょっとだけど俺関わりたくないよこんだけ俺10パー社の人間だからやめてというの一応解説だけさせてもらっていいですかどうぞ分からない人何もわからない人聞いてる人のためにこれは堀江貴文さんがインスタグラムで和牛とウニのマリアージュみたいな写真をあげた時にインスタのリプライで や野菜食べてますかっていうリプライが来て、うん、それに対してブチ切れた文面を完コピで言うっていう芸を僕が一時期ライブ配信でやっていて、うんえー、それの催促が来たっていうことですねはいはいはいで、えー、今ねコメント見てますけど、はい、あのブランコを感じさせないとかすごい完成度とかめっちゃ褒めてます <laughs> ありがとうございますすごい関わりたくね関わりたくね, <laughs> 関わりたくね <laughs> それは本当にそう <laughs> 僕今同席してるだけで何にも関係ないんで指示してないですね。<laughs> <laughs> ちなみにあの、堀江さんのことは僕は大好きです。うん、堀江さんのことはすごく好きで、ね、昔から堀江さんの本の引用とかしてました、ね。はいはい。じゃあ、次質問答えをいきましょうか。<laughs> うかえー、あとはですね、帝国さんからスパチャで、あーわー悪いの来てる、やばい。二人に意識してもらう権利っていう <laughs>。スパチ知らない、知らない。何にもないれ俺は解説しない。これは何にもこれ面白いんじゃないですかえっ、ー、と、ミカンジルさん。みかん汁さんか。みかん汁さん はい。相方に直してほしいところはありますか？ありがとうございます。なるほど。あります？水野さんに直してほしいとこは、じゃ僕で言うと、あの直近の単語を使おうとしすぎて無理しすぎているところですかね。それもそればっかやってるからさ、ちょっと無理しちゃうよね。あれ受けてる？ <laughs> あの、あれ、い受けてるやばいらね、腐ってる、腐<れ>っ, <laughs> <laughs> ってなってる <laughs>、それだけです、僕、聞きたいな <laughs> い、受けてんだったら、それでいいじゃないですか、<laughs> そんなもう僕が今、野暮なこと言っただけであって、<laughs> あのね、いやただね、これはあのちょっと言い訳があって、編集サイドからすると、はい、俺、最近編集してないんですけど、編集スタッフ、皆さん、助けられてるんですけど、僕自分で編集してる時に、淡々と終わる回。 うん、特にラストが顕著なんだけど特に何もなしでなんとなく終わった回ってなんか最後の3分盛り上がりないまま終わったなとあえ<ー>ちゃう、えー、だからというわけで本日は水野さんに何々について伺ってきました。次回も楽しみですね では、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。だと、そう、なんか、あ確かにラスト3分、何の盛り上がりもないまま終わったから、率がみんな、そう、高評価とかをしてくれなさそうだなっていう気持ちになるんです。あー、そうだったんだ。その結果、んとか盛り上がりみたいなの作れないかなって思った結果、なんかその辺の最後ということで、本日はみたいな。平和派評価もお願いしますね、みたいな。ははいいなんか無理やり直近のやつ使って一ボケ放り込もうとして。なるほど、なるほど。これは、なんか、祝賀かもしれないですね。あー。 そういうことなんだね。盛り上がりをなんとか作らなきゃいけないっていう。はいはいはい。えー、なるほど。あとね、水野さんに直してほしいこと、はい、僕、一個ありましたね。はい。あの、ボケムードが出すぎ。<laughs> 今日だ、ね、よ、お前、だそれ,それ,それ,それ誰がですか。それな大げさなのよ、ボケがもう全部 <laughs>。めちゃくちゃ <laughs>、今日もさ、冒頭でさ、うん、あここカットでお願いしますね。<laughs> ここは絶対カットで、ボケ。 <laughs> ボケてますよう感が強すぎる <laughs> お調子者だなこの人っていうのがね。いや違うんですよ。これ、うん、もうこれ申し訳させてほしいんですけど、はい、これ。 あのスッとやっちゃうと気づかないんですよ。あ、そうですね。ちょっとスルーしちゃう。ヤンマー気づいてなかった、ね。ったそう、ヤンマヤンマ。ヤンマ,ーーヤンマー気づかないからここうなっちゃ <laughs> うん。確かにか僕の突っ込み力が足りないからかさ。さらっと言うと気づかれない。だからこれ結構ほら、うん、そのあのゆる星大学の吉野部さんとかも露骨にそうだと思うんですけど、ひいボ、はい、けますっ,、うん、っていうテンションで喋らないと。うん 相方が気づかなくって友達と一緒にいるときだったらスルーされてそれで終わりだけどラジオしコメント欄とかで堀本さん拾えてないですよみたいなのも酷じゃないですかだから露骨にその喋るときに「はいここはボケてます」っていう喋り方こんなこと話していいのかな意味なくないここれ視聴者にんな申しして こいつツッコミをちゃんと適切に引き出すために大げさにボケてるんだなってみんな今後見ることになります。以降、そうですね、面白くなくなっちゃうんで、ここカットで。絶対カットで。もう本当、上重さん、よかった。よかった。聞こえなかったっぽいです、今。よかったです。奇跡的に聞こえなかったですね。ははいいでかな他にもいっぱい来てますね。ていうか、スパチャを要求してないんですけどね。要求はしてないんですけど、なんとなくみんなスパチャでいっぱい聞いてくれてますね。はいはいはい。 えー、浦さんからありがとうございます。はい、水野さんと堀本さんが一緒に寝ている噂が立っていますが、本当ですか嘘です嘘です。はい嘘です。NN さんも、スパチャーありがとうございます。はい、今年のおすすめの本を教えてください。おい、おい、<laughs> 水野さん、今年のおすすめの本を教えてください。えー、ちょうだいよ、記憶があるんで、<laughs> あでもね、はいはいはい、ありますよ、ありますよ。まあ、これは面白かったですよ。えー、これ、心はこうして作られるっていう,う、戦勝メッチへの。 えりと,と話題になっている本であこれをテーマにすると、うん、あの堀本さんの生態が説明できることが分かったので生態、うんうん、が、はい、堀本さんの生態悪す全て説明ができるのでこれちょっと多分いつかえ種本にするので詳しい内容は語らないんですがこれはね面白かったです。あと奥付け見てたらあこの本も この本もかとこの本の編集者も物価と何かの編集者だってなりました知らずに読んだんですけどこれは面白かったですねじゃあということで堀本さんにも聞きましょうか僕はですねはい。面白かったですもんね結構今年でって1か月も経ってなくなえ二2022年じゃないのあそういうこと去年ねあっごめんじゃあ去年ならまたちょっと別であるからちょっとちょっと待ってね 俺今ね見てるけど読書メモ見てるけど。聞かれたんでしっかり答えたいっすね。えーっとねー。あ、でも大体喋っちゃってる気がするな。嘘<そ>。大体喋っちゃってる、ね。ゆるゲンゴラジオではえー、っと言ってないけどノートで言ったやつとかでもいいっすよ、別に。えーっと、そういうので言うと。えー、っとですね。あのー。 あれですね。覚えてない。音 <laughs> と,おっと覚えてないですね。めちゃくちゃアホなやつ、相方選んじゃった。<laughs> どうしよう。大丈夫な、こいつ。なんかね、面白かった記憶がなんとなくあるんだよなっていう。あー、これの話とかしてないかもしれないな。はい。今更ですが、ソ連邦っていう本があって。へえ知らないや。これね、ちょっと面白かったですよ。へ<ー>かわいいイラストで、女の子の可愛い,いイラストでなんとなくイメージ図とか、うんうん、ソ連の。うん あのー、何軍隊の人、影兵の人とか怖いものをすごくポップに紹介するうん、うん、楽しい挿絵いっぱい本で、はい、これ、結構面白かったです、ね、へえど,どう面白かったんです,かえっとですね。ソ連共産党、例えばうんちくん密度が濃くてうん、うん、ちょっと面白いな、これっていうのがあって例えばですが、えーっとね、ソ連共産党っていう名称が生まれるのって、うん、ソ連成立より後なんですよ。ははい、はい 困る気しません。なんで。え、だって、自分の政党の名前ないんだ。あ、あ、ののだから。共産党っていう名前、あ、でも、え、一党独裁だったからじゃなく。そう。あ、だから。 党と呼べばそれで済んだから党としか呼ばれてなくてソ連共産党という名前が定まったのはだいぶ後だったなるほという話が書いてあって僕はこれ個人的にめちゃめちゃ刺さったのが1984年やと思って1984年ジョージ・オルの1984年ディストピア小説はあれですよねっ、はい、と,としか呼ばない国民が、うん、もう党といえばそれだけで情報が成立しているから、うん、それで過不足ないから党とだけが。あの 設定なんですけどディストピアモの一独裁の、うん、それと同じことが起きてたんだという喜びとかがあってちょっと面白かったです、ねなるほどね。うんちくがいっぱいあってう,うんちく密度がいっぱいあって良かったなとい,、はいね、いう感じですね。僕もじゃあ一応、えー、と言っとくと定信、うん、先生の本ですね。うん、で、えーと「煩悩の文法」っていうタイトルなんですけどサブタイトルが最高なのではい、はい、そこでもうまずね まあ訓練されたリスナーだったら読まなきゃってなるはず。これで煩悩の文法。煩悩の文法。面白そうですけどね。ちょっとそのクラッシュ入って。体験を語りたがる人々の欲望が日本語の文法システムを揺さぶる話です。あ、面白そう。体験を語りたがる人々。を鹿にしてますか。ちょっと。いや、あ、違います。えっとね、逆で。サラノム先生はその体験の文法、つまり日本語の文法システムというのは体験をかなり重視するのでは。という仮説をもとに、えっと、論を立てていて、この中に他の話も。 出てくるんですけどうん、うん、それ以外にもいろいろな部分で結構体験っていうのを、うんえー、まあ何て言うんですかねその体験っていうのを重視して文法を組み立てているんじゃないかっていう仮説が提出されていて<ー>で、まあ、佐田信先生のことなので、うん、相変わらずこう何ですかね例が面白いのでこれはね結構あの絶版なので、うん、入手しようと思うと中古本ばかりなんですけどはい、はい、あ売れなかったのもったいないな っって思ういいいいい本もたなですねそうですね。これは、すごく面白い。ユルゲン語クラジオリスナーだったら楽しめるはずですね。というわけで、はい、去年面白かった本というところですね。ちなみに、この今更ですがソ連邦、ユルゲン語クラジオ関連本で実は、これ一回だけ使ったんですよ、ユルゲン語クラジオの中で。へえなんか、あの亡命ロシア料理みたいなやつか。ああ、その話もしたね。はいはい。これ、どこで使ったかっていうと、熱き心、冷えた頭脳、木を着て、カーゲベイのキャッチコピー。な何こいつきもないとで。 これここれれでですす今更読んでる時にこのキャッチコピーめっちゃいいなと思ってはいはいなるほどねこれ堀本もさん薄々感じたりしてないですか今何かに何すかえええ正解ですか僕の暴行が限界を迎えそうです知らないよちょっとさだから毎回閉めないもう閉め直前の時にトイレ行くんだからもう困るな えじゃあ今さらですがソ連邦の話で今しゃべろうとして時間ないからやめるかってなった長めの話をしますね。これあのー、すごいいいうんちくがもう一個あってこれ今さらですがソ連邦の中に出てきたやつが党の幹部になる方法って話なんですよ。ソ連共産党の党の幹部になる方法として論文を書く必要があると。でこの論文を書いて認められる上層部に認められないと出世できない。 っていうのが、まあ、このこの中に出てくるんですけどこれのね引用のコツがあるんですよ。皆さん何かわかります引用のコツ。これはね上手に引用しないと出世できないっていうのがあって正解はですねこれから失脚ししそうなななやつの文章を引用しないなんですよ失脚するやつっていうのがいるんですね一定数ね幹部の中でね <laughs> 立場危ういなーみたいになって失脚しそうだなーっていうやつの論文を引用してると直近あれお前 えあいつのこと引用してたセンスなくないみたいな。えあいつの審判もしかしてって言って自分も一緒に失脚するらしいんですね。だそれを避けるためには失脚しそうなやつっていうのをセンサーとして常に貼っておかないといけない。アンテナを貼ってそいつを引用するのを避けないといけないからいろんな本屋さんとかを共産党の出世したやつはいろんな本屋さんとかを巡ってあこいつの本売れてるなとかこいつの本売れてないなっていうのをちゃんとリサーチして <laughs> あ 失脚しなさそう、こいつはこいつは安心ってやつを引用してた。それが出世するコツだったそうです。ちょうどいい完璧な尺管理ちょうど今うんちく一個喋るよあ。ありがとうございます。今更ですが、がすソ連邦の面白い要素を一個一、はい、個喋っておきます。よかったよかった。よかったよかった。ったったこれでもあれですよね、質問読んでたら本当に止めどないというか、ね。無限時間いけますね。ちょっとね、23時まででしっかり終わると切りましょう。はい、わかりました。 えー、オレンジスパチャのありがとうございます。ライク・池田さん、ありがとうございます。はい。堀本さんのあの芸風はボキャブラリーをスタッフ管理してるのかと突っ込んでほしくてやってるわけではないですよね。<laughs> やってるわけではないです。あ、あやってるわけないやってるわけじゃないんだ。やいいや俺もてっきり正しい突っ込みできてないからずっと気づいてほしくてあれやってるのかと思ってた。<笑><笑>いやー。ライク・池田さんが相方だったら多分ね、<laughs> 堀本さん満足させてたんでしょうね。ボキャブラリーをスタッフで管理してるのかって言われたくてやってるわけではなくて、でではないんです先、ね、週の都合上ね、終わりに盛り上がりがあった方がいいなと思ってやっております。はあ。 えー、あとガーラナー763はい2人の身長差は何センチですか ?50 センチぐらいですかないよそんなに<え>そんな僕僕167か8だと思う、はい、167か8で僕は2メーター35なんで <laughs> えーだから2人の身長差は60センチぐらいですか、ね、あじゃあ5間違いおよそ60センチぐらいそうですね,すね63センチぐらいだったねやっぱね 2>, その2メーター30センチではジャックハンマーですねやっぱりねあのど,んど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 ん骨煙長することで同じめジャックハンマーですねですララーージャックハンマーじゃないしグラップラバキの登場人物ジャックハンマー大量に薬物を摂取することで体をでかくすることで同じめジャックハンマー、はい、<laughs> バッキーの話やめようってもう <laughs> もうやめようってガイアの話ダメだって言った直後にジャッンの話じゃないじゃないですか <laughs> ジャックハンマーの話しないじゃないですか <laughs> 一緒ジャックハンマーの最新のねついに気づいたんですよねジャックハンマーね紙作り合同っていうねハンマーリアンスクワザですねはいえあとですね <はい S 2> ええ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 かええ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 え 帰んないですも水野さんは今日帰んないですけどねう <ん S 2> ちにまっ,って2日泊まりがけ収録なんで帰んないですけど帰ってからいつも家に家に帰ってやるルーティン酒を開けて PC 開いてゲームしながら辞書を1ページ読む2ページかー楽しそうそうっすね楽しそうですね <laughs> いや最近あのちょうどね今公開されているシリーズの「日国」の話でまあ出てくるんですけどやっぱその ベタななここととですけど、うん、その継続がちかは力なりっていう結ね, <laughs> ね骨身に染みたわけですよ。<laughs> で、まあ、すげえ立派な先生がすごいものを生み出すために毎日コツコツやってる、うん、しかも毎日3時間とかですよね。うん、でだからせめて、うん、せめて10分とかはやんなきゃなと思ってで、ね、で僕は結構その辞書を通読するっていう大きいまあことをやろうとしているそこそこ大きいことをやろうとしているので、うん、まあそれに伴って毎日とりあえず1ページでもいいから辞書を読もうっていうのを 基本続けているルーティーンとしてやってるわけですね。そうですね。必ずしもできてるわけじゃないんですけど、はい、昔よりはだいぶ、だいぶできるようになりました。堀さんは僕はルーティーンとして、家に帰ったらパソコンを開いて、はい、なんか連絡いっぱい来てるなって思いながら、一生懸命返してるうちに、眠さが限界を迎えて、寝ようって言って寝ます。<laughs> <laughs> それルーティン読むんですかルーティーンです、これが。 いや毎日やってるから体力が尽きるまでとりあえず連絡を返して僕ね決めてて朝に自分の時間を取るんですよ朝起きてコーヒー入れて本読む時間だけは死守しようと思ってあれどれぐらい取ってるんですかよく本読んでるなって思う3、40分ぐらいですかねそこは死守しないとダメだってことが分かったんでそうですねそれはマジでそうそこは死守してやってる代わりに夜はいいやと思って力尽きるまでだいたい連絡を返してますいやでもね薄々感じてますよ僕は 3四4 0分しか確保してないせいで、堀本ホさんが一切映画を見なくなったこと俺知ってますからね。バレてたノート見て。バレてた感じてます映画の引用ゼロになったでしょ、急に。めっきりま僕、映画好きなんで、以前は週1本とか2本とか見てたんですけど、今もう週0本ですね。全然見てないでしょ。予想していい ?2 ヶ月ぐらい見てないんだ見てないと思う。多分見てない。 わかんない下手すると2ヶ月見てないかもしれないそうだよねうん、うん、ノート読んでるとやっぱ映画 <laughs> の話ないんで悲しい見れてないだろうなと思ってましただからさ俺ネットフリックスの最上位プランでさ、うん、4K で映画見れるようにさはい、はい、契約してるんだけどさそこにねすっげえでかいついてるからね いいでしょうね、視聴体験。これ、映画好きだからね、思い切って買ったんですけど、昔はよく見てたんですけど、最近、全く起動してない、セブンデイズていうエンド・ウィズ・ユーを投影するだけの、セブンデイズとエンド・ウィズ・ユーと、あと、ユルゲン語学ラジオの編集スタッフがたまにこれに移して、編集チェックするための機材になってます。はい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 。もう、そうなっちゃいますよね。ひたすらネットフリックスにオフセを払う人になってます堀本さん、なんか、寝る前ずっと柔軟してますよね。あれ、何なんですか よく寝れるんで、ストレッチしてから寝た方がよく寝れるから、ストレッチしてますね。じゃあ、サクサクいきましょうか。白星先生、あ、白星先生だ。ありがとうございます。グッズを書いてくれたティーサンド T シャツとかネケのアクキーとかですね。ネケグッズのデザインとかもしてくれて、本当にありがとうございます。白星先生から、東京はきっと寒いでしょうが、ネケは元気にしていますかおしゃれな質問ですね。ああ、ネケね。 えーと昨日聞いたこと言わないといけないからえーとネケだから人権だから標準刺激赤ちゃんえーとそれを見てえーとネケありがとうございます。スパチャありがとうございます。ネケは元気です。先生ありがとうございます。本当お世話になりました。あの説明ありがとうございます。 そうだこれ言っとくと、近々グッズもバリューブックスさんの方でね、つい始まりますので、品星先生がデザインしてくれたネケグッズとかも買えるようになります。忘年会でね、手に入れられなかった、忘年会来れなかったな、行けなかったなっていう方とかもね、買えるようになるので、ちょっとお待ちくださいということですね。続きまして、結城吉田さんもありがとうございます、スパチャ。水野さんのサラリーマンを辞める考えはないんですかないです。ないです。はい、ありません。単なるスパチャ、ひ一言もなしでお金くれた人もいた。はい えー、あと月本銀河さんありがとうございますこんなところで聞くのはお方違いかもしれませんがラジオのお題はリクエスト可能でしょうかうんどうですかええー、っと確かにお便りとかあと d m ツイッターの DM にめっちゃくるんですけど、うん、基本的には全く参考にしてないですいこれは使ってくださいよ、ね、基本的には全く参考にしてないなんかやっぱリサーチしたいなって思うものじゃないとそうですねリサーチあだからいやこれうん,んかすごい背筋主義者っぽいですけど、はい、どうしてもこの話をしてくれって言ってやったのは ええー、吉会さんの案件の手話の回ぐらい、ね、かだからそれぐらいな,なんていうんですか、ね、その金銭的に何かがあったりするとはい、はい、それについて調べようっていうモチベーションが湧きますけどはい、はい、まあ普通にこういう扱ってくださいっていうものだったらあこういうの興味ある人いるんだなって,言って止まっちゃってるかもしれないですねなるほどねはいああそうですねじゃあここが案件お待ちしておりますということで <laughs> なんか、感じ悪いですすよね参考にはしまうまく聞きたい人多いんだなっていうのは、なんとなく水野さんにインプットさせていだから生成文法とかは聞きたいって人結構いたから、だから、ウケるかなってやったら大滑りしたんで、大滑りってよくないですね、大滑りではないんですけど、普通にすごい、いつも見てる人ちゃんと見て、かつちょっとプラスで見てくれたんですけど、なんかそのみんな見たいって言ってるわに、あれ、見たのか、本当にみたいな感じになったので、あんまり。 あんまりすすごく当てててにしてるわけでではないっていっう感じですか、ね、まあだからちょっと意見があればコメントとかでもしかしたらちょっとだけ水野さんの動きを変えられるかもしれない,いうそうですね、まあ。あと雑談会でねコメント読む時とかにとかっていうのはあるかもしれないです。かね,ね,ねはい ありがとうございまケイさんだ、アリスケイさん。ええだから、料理学ラジオで、ラジオで、ゆる学とハウス最終選考まで、はいはいはい。ただいたケイさん。ですが、次のぐんぐんライブはいつですか僕が個人的にやってる下ネタのね、小説新調で連載するんで、読むだけでぐんぐん頭が良くなる下ネタ大全っていう、アホみたいな企画で連載するんで、そのネタ出しライブぐんぐんライブってうんですかね。ぐんぐんライブ、初めて来ました。ケイさんが、ケイさん、すごいことば作ってますね。ぐんぐんライブえ、ぐんぐんライブいや、ぐんぐんライブ。 格好悪い。ぐんライバーめっちゃかっこ悪いやだな俺。ぐんぐんライバー飲めたくない。ごめんなさいあの軽蔑していいですか。ごめんなさいなんかなんか感じ悪いけど。こんにちはぐんライバーの森本です。今日もぐんぐんごめんなさいちょっとあの風呂でゲボハイでいいですか。ダメです。すません浴槽にケロ浮かせ。てダメですか。ダメです。ダメか。 次のぐんぐんライブは2月には1回やります。10日後ぐらいには、10日後なんか2月のどっかではやろうと思ってるんですけど、今ちょっとネタ過剰なんで、ちょっと止めてる感じですね。ネタ過剰ってのは正確に言うと堀本さんが業務ができてないってことです。僕の執筆が遅いだけなんか、ゆきさんのことを言ってる感じになってますけど、違うそう、ゆきさんのね原は誰ですか僕です。はっきりそう言いましょう。ちなみに言うと、あれですよ、小説新員長、もう1回目、連載1回目の原稿はもう OK で。すね そうすオッケーで、は出てんねんわ、編集長オッケーも出て、うん。まあとは光悦さんからも。高梁があるんだね。そそそううう。だからまあ光悦さんのチェック見ながら赤字入れるだけなんですけど、事実確認、やばくなければ大丈夫ですね。そうそうそう、だから第一部は、第第連載第一回はもう終わってて、ううんん。まここから月一ペースで上げていけばいいかな。あれ、何月号から始まるんですか、あれは。えっとね、言っちゃいけないらしい。あ、言っちゃいけないらしいけど、まあまあ、そんなに遠くない。ああ、そうですね。 さすがですね。はい。香料がね。まだなんだね。ってことはつまりみたいなのが分かりますけど、まあまあまあ、じゃあ楽しみに、堀本ァンの楽しみに待ちましょうよ。っていうのと、あと、ムダソクンヘビーユーザーさんからスパチャてるわありがとうございます。シャンパン遅れてなくてすいませんってこと、とんでもないです。ムダソクンヘビーユーザーさんからの差し入れで今飲んでおりますそうなんですよ。ありがとうございます。それはっきり言いましょうか。ムダソクンヘビーユーザーさんからもらったんですか、これは。そうです。はい。ビールでね、神戸にオープンエアっていうブルワリーがあるんですけど、 結構ねうまい、結構うまいってなんか上から目線で偉そうだな、すげえおいしい腕のいいブルワーが、進行、多分一1年ぐらいですけど、多分できてなんですけど、東京でも話題になっているのを、なぜか無だ作くんヘビーユーザーさんがくれるっていうところで、結構収録とかの時にも飲ませていただいて、僕は結構堀本さんに行く時に楽しみにしている、オープンエアがっただけで、さっきもね、冷蔵庫開けて、オープンエアあったら、オープンエアだ いつも話もったりしちゃいますけどこれは持ってないです水野さんを開けて「オープンエアある!」めっちゃ喜んでましためっちゃ嬉しいです僕僕よくねなじみの酒屋目白の田中屋っていうところがあってオープンエア入れてるんであると必ず買っていくんですけどそれが堀本さんの家にあるってもうねほぼ田中屋ですから冷蔵庫みたいなとこあってうちは実質田中屋ありがてえって思って本当なんでムダソクヘビさんありがとうございます あれですね、シャンパンのそうですねシャンパンの会社のイメルションジャポンさんの、ね、ウーリエ・パチュールを差し,入し入れいただいたことでおなじみの今、ね、回収録でも扱いましたし忘年会のスポンサーでもありがとうございましたはいはい、えー、あとニート・ダオラさんからスポチャーが来てまして<ん>バキで覚えたことは何ですかっていうスポチャーが来てますねん<ー>ですかバキで覚えたことそうですねえっとバキで覚えたことといえば地上最強になりたいっていうことと <laughs> はい、はい、実はバキの中で 地上最強になりたいってみんな言ってるんだけれども実はバキだけはそう言っていないああそうなんだバキだけは父親を超えたいとしか言ってないああそうかでも実質地上最強になりたいですまあまあまあそうなんですけどそこの目的意識が違ってかっこええなと思ったなるほど学んだことでは全然ないですこれは僕ね学んだのはあれですね死刑囚が鍛えすぎると首の筋肉バキバキすぎて首締められてるのに締まらなくて死なないはいビスケ取り場はいビスケ取り場あれすごくないあれすごいですよ魅力的な設定ですよね です。敗北を知りたい。死刑あじゃオリバじゃないか。それ敗北を知りたい。オリバじゃないか。あれえっとね、やぼくアイマイナスドリアンですかドリアンあの、外人みたいなやつね。オリバもドリアンも外人。そうか。えっと、おかへんな。おお。読んだの昔なんですけど。敗北を知りたいって、首くられてしないやつ。はいはいはい。まあわかんねえや。うん 鍛えすぎると人は試験されないんだなっていう知見を得ました。うん、そうですね。ああ、じゃあ多分、オリバでしょ。オリバじゃないなオリバ死刑囚じゃないもんな。まあまあいいでしょう。バキでね。コメントでドリアンですってみんな言ってましドリアンか。ドリアンか。はいはいはい。ドリアンでしたか。バキ、バキ雰囲気でしか読んでないのバレてしまった。いや、僕もちょっと勉強しないとバキは。続きまして、サケゴリラさん。あ、じゃあ延長代ということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。延長してるとざいます。やべ、11時だ。あ、本当だ。 ダメだねホリモさん多分もうこの後もう一本登ろうでたけど無理ですね無理だね薄々感じちゃいました無理だねあと15くらいやっちゃうそうだねやっちゃう延長で来るらしい先から先から先取ってきちゃうオプエアルふオプエアルイエーイちょっと喋りすぎて声枯れてきちゃったえオフ お、冷たまるマグカップ2個欲しいですっていうコメントが来てる。あござます、<あ>あのバリーブックスで1月中ぐらいには多分始まりますんで、そのタイミングでぜひお買い求めください。<laughs> ちなみに今ここにある、あの、何こいつきもマグカップは、ケイさんがデザインしてくれたやつですね。さっきスパチャーいただいた、ゆる料理学ラジオのね。ケイ、ね、さん本業デザイナーなんですよね。そうですね。はい。これね、いいですよね。なんかムーミンっぽい。ね、これかわいいのよ。う,ん、いいうめえな、うまいなーっていう。 なるほど、ケレスとバッカスがいないとヴィーナスが凍えてしまうからねとか、うん、何こいつ、モっていうのを英訳するとこうなるんだっていうのがね、あの学べます。うんうん、これ翻訳これでいいと思いますかっていうのがなんか英語ネイティブとか英語に堪能な人たちでサポーターコミュニティでやり取りが行われてて <laughs> あのちゃんとした交渉が行われてますんで、これすごくいいマグカップだと思います。ちなみに言うとね、うん、ネケトートって言ってさっきのスパチャいただいたその白星先生が書かれたトートバッグも、えっとね、 これがネケってこうローマ字表記で書いてある、うん、あ英訳はせずにローマ字で書いてあるんですけどそれを、えー、とまず最初がにしてたのかな、うん これがネケ、ね、って聞いていて今井先生に監修してもらって監修ってかチェックしてもらって「フィッチーズネケ」の役をこっちで勝手に作ったら「が、ね」ガじゃなくて「ワにしましたって言って、うん、最初 HA に直して「うん、あじゃあこれでじゃあ入校してきます」って言ったら「<う>いやすいません」と。 <laughs> HA じゃなくて WA が研究者の中では標準ですって多分2回の修正を経てあれはあの科学,、えー、と学問的に正しいそ<う>これはねトートバッグになってますね、あのー、そのやり取りを横から見ていた僕は、はい、そこの厳密性いるってっと思ってました。<笑><笑><笑> よ <laughs> くない別にトートバッグは <laughs>。ダメです。ダメです。あの、ちょっとやっぱ刺激分としてね、てかね、そう子供に与える刺激分は厳密にしっかりデザインされた実験じゃないといけないわけですよね。今井先生がね、うん、やっぱりあの考えたものですからね、ねうん、今井先生がダメって言ったらそれはダメになっちゃいますからね。 なのででででそういういいい意味で安心してお買い求めいただけるトートーバッグですねあねあのでもねここで改めて声を大にして言っておきたいのが、うん、白星先生めっちゃ人気のある作家さんなんですよ。はい、めちゃめちゃ可愛い絵描くし、うん、めちゃめちゃ引く手あまたなんですよね。うん、で、あのー、すごくまあ大人気でもう引き受けられないようなお仕事もいっぱいあるっていう、うん、すごいイラストレーターさんが、うん、なぜかわかんないけど描きたいっすって言って。うん ネケをまあ限りなく安いというか、うん、石原先生の相場からするとすごく小さい金額で、うん、お仕事してもらって、うん、ネケ書いてくれて。はい そう書いてくれたやつを今井先生がね、うん、国際的に有名な研究者ですよね、今井先生って。今井波竜なんとかって論文死ぬほど引用よ、ね、今井先生。めちゃめちゃ、今井先生、他にも、ゲントなーのね、<laughs> 強調論文とかね、かすごいですからね。めちゃくちゃ、国際的だから、引、え、く、ー、手あまたのイラストレーターが、なんか分かんないけど、すごい死ぬ気で書いてくれて <laughs> <ー>で、そのイラストと国際的に有名な研究者の今井先生が、これ刺激文違いますねとか言って,て,で言ってで、間に挟まってるやつらが、ポンコツ。<laughs> です。そうですね。すね我々がアホみたいな顔して、ああ、違った違った。白川先生、これで大丈夫です。今井先生、日曜回しておきますね。ああ、ごめんなさい。白川先生、違いました。えー、っと、<laughs> HA じゃなくて WA でした。<ー>白川先生、お願いしますね。<laughs> あの、間のやつ、かす。<laughs> めちゃくちゃ優秀な二人をこう、使って。 ポンコツがメッセーせめてディレクションしっかりしてくれよっていう。本当すみませんね。ご迷惑おかけしました。非常に、素晴らしいイラストレーターと、素晴らしい研究者の協力を経て生まれたグッズなんで、ぜひよかったらお手元に置いてもらえると。なんとね、トートバッグ買ったら、間のポンコツを感じないぐらいに素晴らしい、素晴らしいクリエイティブになってるはずなので、そこはちょっと自信を持ってね、いいグッズだと。続きまして、アキラ・ブラックさん。はい 監修の先生方の中で最もユルゲンコレジンに再登場してほしいのはどなたですかあともしソシュールとサピアとプジパラのプピチョのうち誰かが出演してくれるとしたら誰ですか <うん S 1> 何その質問 <laughs> 見込み聞きた方だけでしょ <laughs> <laughs> ふざける前にちゃんと一応言っとこうっていうねはいはいはいあでもこれ逆にあれですかね皆さんにそうですねもう一回出てほしい先生がいたらそれは何かこうリクエストいただきたいかなぐらいの感じで、うん、僕はあとあれですねえっともう一人実は はいはい、あんまり今の段階で名前を出してないんですけど、うん、監修してくださってえっとねゆるゲンワークラジオのいう監修っていうのは、うん、そのスポットで見てもらう、うん、例えば堀田先生とか今井先生みたいにはい、はい、この回のところを見てくれるとか、うん、ゲスト出演していただくっていう人は監修しちゃって、うん、僕らは呼んではいなくって全部。 えー、公開されるものを基本的になんかこう事前に見たりしてコメントをいただくカジュアルにコメントいただく先生を監修とするのであれば4人、うん、そうですね,ですね、まあ、だから全部チェックしてるわけではなくて、はい、気まぐれになんとなく我々が動画上げてるから、はい、それに対して手の空いてる時にコメントしてくださいねっていう感じで人いらっしてるのです、うんうん、る、うん たためにちょっと調整をしていいるみたいな状態で,で、ね、だからどの先生にもまだそのもう一回出てくださいっていうようなオファーはしていない出ていただきたいんですけど、うん、っていう意味ではなんか皆さん、うん、逆にそのどんな先生もう一回見たいですかとか、ねうん、えとどのテーマについて聞きたい、うんえっと、福田先生にしても島村先生にしても黒島先生にしても、うん、本当に自分の専門領域の話はやっぱりしていないんですよ。すねうん、福田先生はは本当意意識識とと無意識みたいなところ その認知処理みたいなところにご関心がある先生なんですけどそのサピア・オーフ仮説みたいな、うんえー、外国語を習得した後に認識が変わるみたいなご自身の専門でない内容について語られていたし黒島先生に関してはもはや韓国語の話ほぼしていないし島、うん、村先生もそ生成文法っていうのをフリーザに例えるんだったら第1形態と第2形態までの話しかしてないのに。 島村先生のご専門は第三形態の話、うん、なのであんまり、まあ、その先生の本領を発揮してない状態なのではい、はい、この話詳しく聞きたいなっていう人がいたら教えてほしいかなっていうここでいう第三形態はミニマリストプログラムですそうですね MP ですね通称、はい、あやばそうこれはねやば,やばいこれはねやばい <laughs> いやでもねそんな感じしますねなんかみんなまだまだ変化形態を残してる感じがするのでそう手加減して喋っていただいてるので,で、ね、皆さんだからその先が聞きたいうん 方はリクエストとかがあればさっきねリクエスト受けない,みたいな <laughs> 言ってたけど、ね、すっごいソリッチなこと言ってあれですけど <laughs> でもそれはちょっとその僕らも判断しかねる部分もあるのでそこはいろいろ教えてほしいなと思います。 あとですね、森マキ森マコさんから好きな文法現象は何ですかってで森マコさんめちゃめちゃあれですね、サポーターコミュニティでも目立ってらっしゃるというか、よく書き込んでらっしゃる。そうですね。なんか言語学多分やられてるのかな。ちょっとわかんないですけど、森松さんは好きな文法辞書現象なんですか。好きな文法現象？文法現象ってなんですか？え？え？あ、まあなんかその V P フロントイング。 知らんし <laughs> VP フロンティングって何い<や>聞いたことないよ。うん、まあ、いろいろね。<laughs> そあ、東郷のタイプですかご用えあでもね、<用>俺、かろうじてずっとやってたから、なんとなく分かってたよ。分かってきたよ。東郷ってのが文法みたいなことですね。まあ、そうですね。うん、文法。語の並びとかのことを指しているっていう感じですね <laughs> それはなんとなく分かってきたよ。はい。 あのー、何にも分かんないですね文法現象聞いたこともないしえとじゃあ、うん、広い範囲で聞きますね例えばはい、はい、単語の出来方、うん、新しい単語が造語される例えばタピルみたいなのあるじゃないですかい、ね、ああいうのが生まれるのの裏に働いてるメカニズムみたいなのを知りたいとか。 あるいはその「タピール」うん、あーもっとっ、えー、とカタカナ語にしようかじゃあ VP フロンティング、うん、VP フロントィングって合ってるのかな俺用語として合ってるのか分かんないけど <laughs> はい、はい、じゃあ VP フロンティングっていう文、えー、と単語を与えられたきに、うん、アクセントここだなってなんとなく分かるじゃないですかそういうようなアクセントの文、はい、の中の,どあどあの単語の中のどこに強制を置くかみたいなものを調べるとか。 それをどうやって並べる単語をどうやって並べ,並べるっていうルールの話なのかはい、はい、それともそのコミュニケーションの間でなんでこの意味の分かんない会話が意味があるように通じてるんだろうとかはあ、はあ、語源とかいろいろあるわけですよ。 言語学の中にもななその中で堀本さんが特に関心のあるジャンルはどこなんですか全然知らんけど今の選択肢を与えられた感じだとコミュニケーションの中でなんでこれで成立するんだろうみたいなのが面白それですけ、ね、どそれでいうとねほぼいる言語学ラジオでまだ扱ってないです、ね、あそうなんだ とかっていうふうに言うんですけどはい、はい、ご要老のほぼほぼ僕は扱ってるのは堀本さんが知ってるのは多分グライス、うん、出たポールグ・グライスの「グライスの後順」みたいなやつですねそうですねグライスのこととかはほぼほぼ触れていないので、うん、今後やると思いますそれはわかりましたはい あのかなり偏ってるんですけどはい、はい、やっぱ定信先生の仕事が職人芸すぎて惚れてる部分があるんではい、はい、一般的に言語学者があんまり注目してないことをゴリゴリやってるその研究室に惚れてるんで、うんまあ、例えば、まあ、全部これ佐定信先生がやられてることですけど、うん、フィラーとかーえフィラーっていうのは言いよどみですね。 あと,、えー、と「ゆる言語学ラジオ」の監修者の先生のチャンネルに僕気になったこととかたまに書くんですけど「あの咳払い」うんうん、<laughs> っていうはい、はい、なんかあれがコミュニケーションの中でどういう機能を持つのかとか<ー>結構知りたいなって思ってたりとか、ね、なでもなんかちょっと分かるよあの偉い人が講演会の段に上がって「皆さん本日は」って言ったらこの「うんー」なんか意味あるもんね「うん、開幕」みたいな感じするよねそう,そうそうそうなんですよねなんかそういういもちろんその 文になったものとかから結構除外されたりするんですけど、うん、そこに本質があるんじゃないのって言って研究しているのが佐定信先生だったりするのでなんかこの咳払いみたいなものとかは僕がさそうだここにメモに残ってるわあの、うん、ナレーションを取ってる時に、うん、あのゆるがくとハウスのナレーション僕、ね、やった時に1人でこう家で、ね、深夜回してたんですけど噛んだ後に絶対咳払いしちゃうんですよ。へ<ー>ええ、ゆる学 いるクトハウスみたいに言う。これおかしくないですか。一人で、一人で取って、そうそうそう、咳払いって別に何にも意味ないのに、なんかそのリセットみたいな感覚で。咳払いするじゃないですか。このその咳払いの談話的な機能って何なんだろうとか、みたいなこと考え出すと、きりないんだけど。まあ、僕が知ってる限り、あんまりその文献に、これって、その研究者やってんのかなみたいなこと思ったりして。なんか、それはちょっと興味深いなと思ったとかっていう感じですかね。 だからさ、やっぱこの話さ、あのコトラボのりょうさんともさ、飲んでるときにしたけどさ、やっぱ、細かいことに興味あるんだよね、我々。うん,う,んうん。割と、すごいちっちゃい問い、赤払いってどんな役割なんだろうと。ええ、我々っていうのは、僕と堀本さんがですよね。りょうさんじゃなくてです、ね。りょうさんはもっとでかい問いに興味ある。コトラボってそういう動画ばっかりですよね。前と後ろとは何なのかみたいなやつとか、そうですね。でかい問いに挑戦してる、ね、言ってましたね。彼もトップダウンといいうか、大きい問いに問い を扱うっていうふうに言ってたした僕は逆にちっちゃいという扱いたいっていう,そ,う、ね、そこが多分言語学系の言語系の YouTuber、うん、発信者としてかなりスタンスの違いだと思いますねで僕もやっぱちっちゃいことが気になってしょうがないあ気合うわそうそさんと僕がさ雑学好きでさすごく気合ってるのってそこででさ、うん、めっちゃちっちゃいどうでもいいことすごい詳しいみたいな、うん、だからうさんに前僕が言ったのが 木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかっていう本のタイトルどう思います、はい、って聞いたら、うん、引かれないですねって言ってて僕らは割といいタイトルだなって思この本面白そうだなってなるから、はい、そういうことだよね個別事象の割とどうでもいいようなことというか、うんはい、小さいこと1つのことにフォーカスしたと人間とは何かより、うん、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかの方にグッとくるよねっていうのは、はい、やっぱ共通点 そうですね,すねだから堀本さんがその,その感性があるっていうのは結構僕にとってありがたいですよね、うん、そのちっちゃい個別具体的な話が面白いんだっていう感性を持っているのであれば、うん、話せる内容って無限にあるんですけど、ね、大きいと言ってそんなにいっぱいはないのでい、ね、いやそうなると結構ラジ番組としての持続可能性も乏しくなってくるし, <laughs> し水野さんそういう細かい話どうでもいいんで言語の本質を教えてください <laughs> ああ言語の本質ね <laughs> そういう細かい話どうでもいいんでこれでもねあの僕結構いろいろ勉強した結果断言 はい,はい、はい、できますお。すげえ、いいですね。言語の起源を。ぜひぜひ教えてください。これね、語弊を恐れてる言うんですけど、わからないです。<laughs> はい。 あの語弊を恐れて断言するんですけどわかんないです。えっと普通の人は語弊を恐れないで言うと思うんですよ。はいはいはい。今みんのさんは語弊を恐れて、そうでいろんな方に語弊があるといけないので語弊を恐れて言うと全然わかんないです。一つもわかんないです。言語の限界っていうぐらい。あ、じゃ何も嘘ついてないですね。今語弊を恐れてるから、あ、そしかも断言したし。なるほど。言語の本質は勇気ですみたいなこと言うと、ちょっと間違ってんじゃないみたいな語弊が発生するから、そう。いうことはないように語弊を恐れて、はい。わからないですって言ってるって。 え誠実ですもんね、これ、堀本さん、逆に聞きたいんですけど、世界中のコンピューター言語の中で最も難しい言語って何なんですか <laughs> あのー、語弊を恐れて言うんですけど、からない恐れすぎです <laughs>、恐れすぎです。 すごい、恐れすぎてます、それは。これ便利だわ。これ便利便利だ、難しすぎる大きい問い、自分の手に余るもの言われたら、全部これでいいですね。そうですよ。語弊を恐れて言うんですけど、分からないです。そうなんですよ。これ便利です。語弊は恐れた方がいいんですよ。これね、結構多くの人が語弊を恐れずに言っちゃうんですけど、これさ、視聴者のね、今見てる方に役立つメソッドとしては、語弊は恐れるべきであって、語弊を恐れて言うと分かんないっていう、そう覚えた方がいいですね。確かに、あ、いいわ。そうなんですね やっぱね語弊を恐れた方がいいのでこれはね諸説ありますラジオとして成立しないわかんないですばっかりになるの皆さんに100の質問言語の起源は何ですかああこれわかんないです世界で難しい言語わかんないですねこれはこれ面白いですね日本語って特殊な言語ですかわかんないですね学問的に結論が出てないんで日本の起源わかんないですね日本語系統的にわかんないですねってそれ面白いあのそういう YouTube チャンネルやりたいですね。YouTube チャンネルや TikTok とか。じゃあ、言語、言語オタクの水野さんに100の質問っって言て絶対答えられない。全部分かんない。なんか、それに近い筋肉、TikTok か、YouTuber、いるのはいはい。お知らない。悩み相談受け付けますって言うんですけど、全部悩みに対して、あ、筋肉ですって答えるんですよ。へトレテストステロンさんみたいな。ほぼテストステロンさんなんだけど、テストステロンさんって、まあ、言うたらあれ、まともなこと言う人が、何でも筋肉に結びつけて言うっていうじゃないですか。 自信がつく自信がつくためには筋肉が速いみたいなねそう,そう,そう,そう営業で結果を出すためにどうしたらいいですかそういうことは筋肉ですと、うん、でかくなったらさえあれば自信を持って人と接する最悪こいつ殺せるって思ってればいい,でいそう,だ、ね、そうです安さん最悪こいつ殴ったら勝てるってことです大体、ね、そんなん答えるけどちょっと説得力ある,あるじゃん,うん、うん、ちょっとねお名前忘れてしまったのが失礼なんですけどそのなんとかさんっていう全部の質問に筋肉で答える人もむちゃくちゃではいはいはいな 彼女の誕生日を忘れてしまって喧嘩しています。どうしたらいいですかに対して筋肉です。もう筋肉さえあれば気にならなくなるんで、彼女は。<laughs> <laughs> そんなことはないだろう <laughs> あと。筋肉が記憶するんで、誕生日を。<laughs> 忘れなくなりますみたいな。なんか忘れたくない,いや。ちょっとね、今これ多分合ってないんだけど、そういうことを言う人なんですよ。も面白いですね。面白いです、ね。めっちゃ面白くて。これ、この本はと面白いな俺もなんかやりなショート動画これで撮りますか <laughs> やりましょうか。全部のものに対して。わかんないです。それはまだ言語学的に答えが出てないから。 結構その質問とかお便りとかでもこれって言語学的にどうなんですかって聞かれるけどその問いは言語学のジャンルじゃないなってともあるんでそれはね語弊を恐れて言いますよ僕はしっかりと語弊を恐れてんて言うんですか分かんない知らないいいですねいい答えだ恐れそうですね結論が出てないのではい続きましてはい たいきくんからスパチャが来ております。編集中、一番古株の、はい、ずーっと編集してくれてる、もう2年ぐらい編集してくれている。堀本さん、えー、違うな、だから堀本さんが外注し始めた最初に頼んだ、ね。一番最初からいる、古、はいえー、株のたいきくんからスパチャが来てまして、はい、何でしょうか。堀本さん、お疲れ様です。動画のサムネタイトル案を投げたのでチェックお願いします <laughs> あの。ディスコードに投げても僕が反応がないから、スパチャで言ってきました <laughs>。悪いです、ね、ふざけすぎだろ、<laughs> こいつ。 ここいいつつもってくんんだ俺のと僕ちなみに言うと堀本さんが「エイプリルフール」の配信をしていた時個人チャンネルで堀本に言のと一緒に二人で堀本さんを笑かすためにどうしようって言ってめっちゃ二人で文部読んて二人で同じタイミングでスパチャしました悪いなみんな輝くんねちょっと待っててね泰くんねちょっとすいません連絡返します あと、ムダソくんヘビーユーザーさんから、オープンエアは2022年4月開業です。また新作を送ります。あじゃあ、やっぱり 1, 1年経ってないんだね。1>, 1年経ってないんだね。この仕上がりすごいな。いね、あと、サマーさんから、頑張ってっていうスタンプがらいてるんです。あり <laughs> いです、ね。ありがとうございます。シンプルに嬉しいですね。嬉しいですね。えー、あと、なんか、帝国さんもすごいくれてるのと、ワットさんもくれてるけど、質問じゃないな。質問じゃないやつ、えー。あと、オープンエア。 俺神戸に住んでる人羨ましいんすよね、オープンエすぐ行けるんで。ねいい、ここね、そうですね、今じゃあ、いだ方がいいですかいや、つっとね。あっ、はいはい、じゃあ、有馬さん、有馬宏さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最近、漫画編集者の話がツイッターで炎上してましたが、水野さんの見解を教えてください。あノーコメントで。これ、語弊恐れず言うんですけど、ノーコメントです。語弊恐れず言いましょう、は。語弊恐れず、はっきりと。結構いろんな意見、はっきり言った方がいいと思うんで。じゃ語弊恐れて言うんじゃない いや、語弊恐れず言いますよ。語弊恐れず言うんですか恐れてるもいるし、恐れてるけど、普通の人は恐れてるんですけど、恐れず言います僕。語弊弊恐れてじゃなくて、はっきりと自分の意見を表明しますね。ノーコメントです。難しいん。語弊を恐れてさっきは分からないって言ってたんですけどね。今語弊を恐れずノーコメント。もちろんです。語弊あるかなノーコメントって大丈夫かな心配だな。あ、あとね、これね。 来てますねスパチャはい、はい、どこかで話されてたら申し訳ないですが水野さんが書いた卒論の内容が知りたいですああこれはですね語弊を恐れていますけど、うん、ノーコトです <laughs> <laughs> いいないいフォーマット見つけたねそれ <laughs> あんたいいじゃない答えたいくない質問に上手に返すいいやつ見つけたね,ちょっとねあの AI さん、ちょっと語弊があるかもしれないんで、その AI さんに誤解を与えたなら申し訳ないのですが、ノーコメントです、誤解を与えたとならば申し訳ございません、そこはしっかり謝りますけど、結政治家がやってるんで、政治家がやるんで、僕もやっていいと思います、それは。 でも待ってください、卒論の内容ですよね。卒論何書いたか全然覚えてますわ、思い出せるんで、言うかどうか検討を全面的に加速します。なるほど思い出すことはできる思い出して言うかどうかの検討を全面的に加速してるんで、ちょっと待ってください、今、加速中です。アクセラレーション内容です。なるほどね、加速って便利ですよね。アクセティングです今 アク,セアクセラレーションプログラムに今乗ってるかもしれない。もしかしたら近々、短時よ4人しかも、検討してるだけです。全面的に検討してるから、ねはい。はい、なのでお待ちください。続きまして、ミー・ジューさんから。<laughs> ちょっと、ミー・ジューさん。<laughs> んさい, <laughs> いやいや、M-I-I-I-J-H さん。 あーミーでしょ・ジュ、はいね、<laughs> ーさんからスポーチャーも来てます、ね。ありがとうございます、はい、いつも晩酌しながら楽しませていただいています。先日の忘年会は残念ながら行けなかったので、今後イベントの予定はありますかまた開催地は関東に限定されますかということですね。まずイベントの予定に関してはですね、まあ、忘年会の中でも言ったんですけど、はい、スペースをね、はい、借ります。新年 の配信あじゃあ年末化年末化したね、年末たした年会でも言ったんですけど、はいあの、新スペースの不動産契約がもう無事に終わっておりますので、うんうん、もうあの池袋駅徒歩3分みたいなところに、物件ができます。はい えー、ついでにあのちょろちょろお漏らしで情報を漏らしておきますと、お漏らしはしないでください、<laughs> <え>ちょろちょろお漏らしでね、ししアンビーピストじゃなくなるですか、<laughs> アンビーピストじゃなくなるって今、思いながら、<laughs> 思いながら情報を漏らそうとしてるんですけど、ゆるがくとカフェっていう名前でいこうと思います。おおー、それがね、もうテナントとして出来上がりますんで、目下、はいえー、ですね、すごいことが起こりまして、ですね、はい、内装をデザインしてもらってるんですよ。ははい、はい これねあのどこまで言っていのかわからないですけど内装デザイナーの方が超腕利きで、うん、サポーターコミュニティであで僕内装ちょっと今考えてるんで、うん、なんかつてある人いたら紹介してくださいとか言ったんですよ、うん、したら友達が内装デザインできるんで紹介しますよとか言われてまあまあ,あじゃあぜひ紹介してくださいって言いつつてっきりそのノリで紹介してく,れる,くる人って。 なんか町工場のおっちゃんみたいな内装屋の親父みたいな自分の知人を本当にそ友達紹介してくれるっていうから、うん、そ,のその辺の内装屋の親父とか紹介してくれるのかなと思って、うん、あれさんは紹介してくださいって言って紹介されてきた人からあじゃあポートォリオ送りますねって言われてああよくあるポートォリオ送られてきて、はい、もうそれがもうあの誰もが知っている、うん、日本時価総額 ベスト10入るみたいな企業のクリエイティブオフィスの移転設計みたいなやつとか,とかまあ誰もが知っている日本を動かしているその広告代理店のオフィスの設計みたいなのとかなんかいろいろやってますみたいなとんでもないポートフォリオ送られてきて相手にされないよ僕らなんかそんなとんでもないポートフォリオ,送ら,ててォリオ送られてきてよ すげえ人出てきたと思って「いやゃあ違うんですよ僕、うん、そんなにあの金もないですよ出せないそ,そんな単価ないですよ」って言ったら。うん まあまあまあ将来僕が独立した時とかに宣伝してもらえれば全然いいっすよ。えみたいな感じで。企業勤めなんですね。あ、そうなんですよ。っていう方、超腕利きの人が、なぜかボランティアで。ボランティアそうですボランティアみたいな額ってことね。いや、ボランティアで。ダメだよ。ダメだよ。お金払らないと。お金出さないですよって言ったら、いや副業禁止なんで、みたいな。そうなんだ。いっそ、全然、みたいな感じでコミットしてくれてて、嘘でしょなったりしてですね。腕利きなんすよ、めちゃくちゃ。 めっっちゃかっこいいデザイ場所がもうできる楽しみですね。んかさあ,あのさっきの話でもないですけど、うん、そういうとま年、あ、が近いか分かんないですけどそういう、うん、普だだったら接することができない人とそうやってなんか対等にとかはい、はい、あるいは向こうが何かやってくる っていうの本当に大事にした方がいいですよね。とはいえ別に普通の普通に楽しんでいただいている方のことがあってですけどそういう人と仕事ができたりするのって皆さんが見ていただいたおかげで押し上げていただいたおかげだなって本当に始めてよかったなっていうのをそういう人と出会うたびにめちゃくちゃ思います。っていう方が今入っててこれからいい場所ができますんでゆる学とカフェが。そちらがですね努力目標 努力目標3月オープン3月頭オープン90対90の法則5月オープンです5月オープンでど今やろうとしてますよしその通りだそちらにぜひですね今日も二20時スタートって言ってたけど始まったのは20時20分ですもんねまあまあだからそれぐらいの誤差はありますけれどもなのでぜひそちらにそちらでも毎日のようにとかいろいろな形でイベントはやっていきたいな毎日いける ちょっっと持ったかもしれないですだよね <laughs> 土日だけでしょう <laughs> せいぜいいやでもねいろんなことやりたいですよちょっとそれでまあそれに伴う仕掛けも今いろいろ用意してますんでそちらもね近々いろいろ情報解禁していきたいと思いますで,はいはい、はい、でも僕が出演するんだったら僕の所属事務所であるペダンティックの許可取ってギャラしっかり払ってくださいね <laughs> 僕社長なんです、ね、僕社長なんで <laughs> 許可は僕が取るんですよだからじゃ僕が発注して僕が出すんで意味ないんですよそのまういうことは僕が、うん、えと30日中28日 そうすありま,すあります水野さんずっと言っておいてください。ここにずっといてください。家とか帰んないでください <laughs> 言い出す可能性もあります。所属してますからね。しょうがないですよね。ですお世話になってるので、お世話になってるで。それも人権を渡したということで、それは諦めてください。わかりました。かしこまりました。はい、で、えー、こちらもです、ねまあ、やってきたので、関東ではすごくいっぱいあるかもしれないというのと、うんうん、関東に検討されますかに関しては、まあ、やりたいよねとは言ってますね。 あそれこそいろんな地方で全国ツアーみたいなモおン会ライブで僕言いましたけどね、ねそう全国ライブしたいなって言いつつ、うん、堀本さんにその時も、それからずいぶん前もそうだし、うん、この前、打ち合わせした時とかも、やっぱ全国ライブやりたいですねって、堀本さんに言ったんですよ。うんうん、その時に堀本さんの反応、うん、<laughs> ねやれたらいいですよね、でした。<laughs> ね、あとは押してはかるべし。上等手段ですよね、嫌とは言わずになかったことにする。<laughs> ねえあれでもさ堀本さんこうやって言っていただいてるわけですしはい、はい、やっぱりあの全国ツアーってやった方がいいですよね。うん <laughs> いや、全国ツアーをやらない方がいいですね <laughs> な。何なんで,ですか全国ツアーっていうのは極めて高数がかかるものであっただから、規模の経済が働くから、米津剣士みたいな人がやるならも、ちゃんとビジネスとして成立するんですけど、はい、そうでない人がやる分には移動費であるとか、はい、知らない場所でいろんなことをやって集客ができないリスクであるとかっていうものを考えた結果、ビジネスとして非常に失敗して、弊社的に失敗、大ダメージを受けて、もうゆる言語グラジオを続けられなくなると最悪のリスクもありますので、<laughs> そういうリスクは回避していかなければならない。引いては全国ツアーは回避していかなければならないです。あ、なるほど。 i <laughs> 聞きました今聞きましたかね <laughs> 大丈夫ですかねはいどのことですかまあでも地方やりたいですねやっぱね地方はやらない方がいいですよね各地各地だから地方はやらないた方がいいですよ <laughs> 何言ってるんですかやっぱりね現地で直接顔を合わせるってことは非常に大事なことであってそれは博多であるとかね名古屋であるとかっていう大都市の皆さんに久しく会っていない顔を合わせられてないっていう状態を解消するそしてファンとの強い絆を経て引いてはゆるゲンゴルの未来のために必ず必要なステップなので絶対やったがいいです <laughs> あなるほどだから東京ではやるし名古屋やるし 博多などの大都市はやるんですけど、うん、八丈島だとか、うん、それからえ八重山だとか宮古島 <laughs> いや佐渡島壱岐などの離島ではやらない方がいいですよねにやった方がいいですやった方がいいなぜなら離島にいる人っていうのはそういうイベントに来ないものだと諦めているから大都市に行くしかないという先入観を持って行動してるわけですよねそういう人に対して私たちが出向きますよやりますよっていうことによる広告効果を図り知れないれ絶大なインパクトを与えるので絶対に八丈島で単独ライブをやるべきです間違いないです <laughs> ありがもう満足です、<laughs> 僕は。もう本当にファンとして料理に尽きます、本当に。疲れたわ。<laughs> はい ああやばい、やばいほんで次のスパチャもやばい。はい、にゃむのきさん、ありがとうございます。はい、堀本さん、語弊は恐れた方がいいですよね。<laughs> いや、語弊は恐れない方がいいです。絶対に恐れない方がいいです。<laughs> 語弊を恐れないことによって大胆な発言ができて、インターネット芸人としての地位はそこから初めて生まれるわけですから、語弊を恐れてしまったら、絶対にフォロワーはついてこない、はい、引いた面白いコンテンツはできないということですね。はい、語弊は恐れない方がいい方がですなるほど、じゃあ、堀本さん、語弊を恐れず言ったら、語弊は恐れない方がいいですよね。え <laughs> えっとえっとと <laughs> えっと語弊を恐れず言うんだったら語弊を恐れた方がいいですよねきましたを恐れた方がいいですを恐れた方がいいです語弊を恐れず言いますけどを恐れた方がいいです語弊を恐れず言いますけどを恐れた方がいいですご平を恐れずだったらを恐れた方がいいですよね骨本さんを恐れず言うんだったら語弊を恐れいやご平を恐れずいけるいける わからないです <laughs> <あ>。何もわからない。語弊を恐れず言うと、わからないかというと、わからないんですよね。い,い,いや、わかります。わ <laughs> かります <laughs>。語弊を恐れず言いますけど、わかります。僕は <laughs>。 僕はちゃんとね、全知全能みたいなところあるんで、僕は昔から勉強を続けてきてね、ありとあらゆる人よりも多くの研さを積んできたので分かります。語弊を恐れずにますけど、僕は分かります。語弊、語弊を恐れずに。分かりますって何を分かります。分かります僕は万物が万かります分かります分かります分かりますけど、語弊は恐れることもある。あ、分かりました。分かりました。OK です、です。なんだこれひどい。 <laughs> みんなもやり始めたらキリないんよこれ <laughs> これね僕ね直感しました、はい、多分次のぐんぐんライブやられますよこれやばいねスパチャも,、ね、も,もられますね ぐんぐんライブとかさビジネス100冊ライブとかもさやっぱ堀本さんの反射神経力を結構そのリスナーの方と堀本さんが同時に一緒に鍛えた感じがあってそうだねあれだからその実はあれはその視聴者ってのは結構編集者っぽいなって僕は見てて思いました堀本さんの才能を一番引き出す形のスーパーチャを送る。はいはいはい ような人たちが集まっていて<ー>か500人とか同説だったと思いますけど500人の編集者に囲まれてるんだなってうす,、ね、すごくいいしだあれやってる時すごい刺激になりました負けねえぞっていう <laughs> 500人の視聴者に負けないいいアウトプットっていうことで逆張りさせるっていうのはう、ね、あの時期ですもんねでもしれない7月とかなんでそういうことですね多分あの時はそうですね、あのー、はい ちなみに言うと僕明らかに寝不足でライブやってる時あって、うん、ビジネス薄撮ライブやってるんだけどキレイ悪くてはい,、はい、いつもだったらこう突っ込むのになーみたいな出てこない時あったんですけどスパチャでそのツッコミ流れてくるから、はい、僕それ読んでたら成立した時あったんですよ <laughs>。 これれれめちゃくちゃゃく期間 <laughs> それあれです、ね、あの <laughs> 作家の先生がちょっといい話浮かばないですって言って編集がネーム書くみたいな。圧倒的に優秀な編集がこの人だったらこういうの書くよなっていうのを当ててくれるみたいなスパチャで起きててだから「うん、いやーこんなこと言ってますわ」って言ってコメント欄見たら「<laughs> いや何々みたいですよね」って <laughs> <laughs>。 お前、仕事がスパチャで流れてくるから、何も言わなくても済む常連の帝国さんとか、筋の悪い森の中のボリスさんが全部投げてくれるから、俺が言うべきこと全部流れてくるあの堀本ヤクザたちがね、カンペ読んでるみたいな感じで成立してたっていう驚うがすごいコンテンツですね、あれね。本当に革命ですけどね、びっくりしましたね。 あと、千葉時さんもありがとうございます。いつも生放送しないで投げておきます。あとでアーカイブを見ます。今年も楽しいコンテンツよろしくお願いします。質問じゃなかった。ありがとうございます。頑張りましょう。いや嬉しいですね、こういうの。はい。あ、コナモンさんだ。よくツイッターで見る人だ。コナモンさん。あれですよね。忘年会のライブレポートのイラスト書いてああ、そうだ。インフォグラフィック書いてくれていはいはい。そうだ、コナモンさんありがとうございます。めっちゃいいまとめ本当いや、にあれね、助かりましたよね。忘年会行ってない方もあれ見たら結構わかるでしょうしなしそんなコナモンさんから。はい 水野さん、言語学とかやりがちな宴会芸高害水ニューハウンを久しぶりに聞きたいです。よろしくお願いします。い,すいけるかな今。出ますか？出ない出ないでしょこんな酒飲んでるこ。カウントダウンお願いします。無理でしょ。じゃあダメ元でいきます。三二一。 めっちゃ出るじゃん <laughs> めっちゃ出るじゃん <laughs> 大サービスですね、はい、10連発ぐらいしましたねやっぱあのね連続でいないとやっぱりその言語にできたことにならないので <laughs> <は>すげえあーなるほどね、はい、そうです、ね、ニュー波音10連発っていうね,そうです,ねすごくいいコーナーでした、ね、これはね、うん これぐららいいいいいいいのリズムでややっぱりななななとけん別に聞いてもそれうわすごいってならないんでこれやったらんか女の子にモテるってモテないですニューハーンやってあげるねニューハーン今から見せてあげるねって言ってるやつはモテないそうなんですかなんか東京カレンダーに書いてなかったか書いてないか今年はニューハーンで決まりそう ダンディーな男はニューハウンで決める。はい。書いてないか書いてないないか。ああ、そうです。幻覚の東京カレンダーさはい。羊子さんもありがとうございます。いちゃいちゃ助かります。質問じゃなかった。何言ってんすかいちゃいちゃ、別にしてないですね。ちょっと、でもつい褒め合っちゃうみたいなとこあるね、なんかで時々。いや、別に。してないし。褒めてたけどな。してないし。褒め合ってたけどな、明らかに。えあと、タルチさん、スポチャーです。 大阪で小中学学生向けの好奇心をを育ててる学習塾を経営してますおお新しいオルタナティブスクールの塾ですよねこれいいですねお二人と同じ年代です年末の動画で水野さんがおっしゃっていた読書のハードルを下げる活動まさに塾としてやっていて同じ志を持っているように感じられて非常に嬉しかったですあでも確かに僕も塾講師目指してたしすごい近いところ関心があるんですね多分、うん、ね少し遠いですがはい えー、頑張って読書の価値を子供たちに伝えていくつもりです、ね。あ、いや応援したいですね。熱いコメントですね。本当にねそうなんですよ。なんかまあこれまたねこに、うん、さんからすると職場気味ですけど、はいはい、そういうその。 社会構造自体は変わらなくてもこういうバグ地みたいな人の活動があると文化資本の格差って逆転できる部分ってあると思うんで僕とか多分そうだと思うんですよね結構、教育環境に恵まれたり親以外にも教師とか塾講師に恵まれて僕、こんなに本読めようになったんでそういう方の活動は本当応援したいんですねなんかあの新年の会のときには目標だけ高くぶち上げましたけどじゃあ今、手動かしているかというと全然できてないんでせめてそういう方の活動を応援するとかみたいなできたらいいなと思いますけどねそうですね。 うん、いやありがたいですね、こういう方から。そうですね、あとですね、あのはい、水野さんのニュー波音10連発に対して来てるコメント、はい、なんか汚いなんか汚いって言われて、<laughs> かわいそう、や, <laughs> やってくれってスパシャルで言われたから、リクエストに応えてサービス精神もりもりでやったのに、なんか汚い、<laughs> かわいそう。 コナモンさんに言ってもらえますか <laughs> 攻めでそれはコナモンさんの行く質とか悪いコナモンさんに服上ははい <laughs> 僕じゃないですコナモンさんがやれてたので,で、ね、はい お、あと、ミー・ジュさんからまたスポーツ来た。ありがとうございます。お返事と逆張り、もりもりありがとうございます。関西済みなのでオープンエアを差し入れにお持ちします。ありがとうございます。すげえ。オープンエアが集まってきますすごいですね。すごい。ありがたい。オープンエアはね、嬉しいですね。あの、できてから缶でめちゃくちゃ流通してるんで、あれはすごい、なんか卸のパワーとかも感じますよね。そうね。すごいね、オープンエア。東京で買えますからね、気軽に。さすがですね。あとですね、帝国さんから。また来た。 肛門両親破裂音もお願いできますか帝国と<い>う帝国こっちに来なさい <laughs> 帝国は表に出なさい君はそうですねちょっとあのこれは一回芝居かない僕知ってますよあの帝国さんがいつもいる言語クラジオの更新があるとツイートしてくれるんですけど非常に間違った形で箇条書きにしている。ああしてるしてるしてわ。っとひどいですねあれ。そうなんですよねあれねあのいいねするんですけどあのうん見方間違ってる。間と思いながらねこの方非常にその性格をねじけ倒している感覚がありますよね。そうですねだいぶ熱いですね胸門肛門両親破裂音っていうのはあれですね黒ロ

でね浴槽にゲロ入いてね <laughs> <laughs> それで終わりですねあ。あ浴槽ゲロと肛門両親破裂音と乳歯を抜く。完璧完璧完璧なコミュニケーシ了解ですはいはい、はい、了解です。ですあとワンバイオレットさんもありがとうございます。はいありがとうございます。水野さんこの前はありがとうございましたここですいません。括弧アット書店ということで書店員さんですかねこれねあ。あいやこれは多分多分多分ですけどあれですねえっと<お>僕があの例の文化資本のことめちゃめちゃずっと喋ってるライターさんと一緒に、うん、えっと本業の兼ね合いで書店に行って。うん まあちょっとマーケットリサーチみたいなことをしていたんですよ、職場の近くの書店で。そしたらその声かけてもらって、であの話かけてもらって、イルゲンカ会場、めちゃめちゃ聞いてますって言って、であの書店の外で、ちょっと写真一緒に撮ってみたいな感じのことがあった人じゃないかなって思う、書店ってなって浮かぶのは、多分そこだと思う、そういうね、偶然の出会いがあるんですね、最近ね、神保町、あやべ、神保町って言っちゃった。 ライブだからさ、切れないよ。まあ、もうしょうがないですね。まあまあまああのもう、なんとなくね、なんとなく感じている部分もあるかと思うんですけど、皆さん、なんとなくテレパシーを受け取ってるから、なんとなくいろいろ分かっているかもしれないんですけど、まあ、なんでもないです。某場所のね、23区の某場所の。すごい深くを取りましたね、今ね。まあ、今も皆さん聞こえてないと思うんですけど、カットで。カットで。 なんか飯業ねめちゃくちゃ油断して食ってたりまあそれこそ職場の近くの書店とかにいるとなんか声かけられたりすることとかがあってだから僕の普段だったらパジャマみたいな格好でサンダル履いて飯とかね食いに行ったりしてたんですけどダメだこれみたいな髪とかちゃんとセットしなきゃダメだっていうシャキッとしないといけないっていうっていうそういう油断ならないなっていうちょっと後人になってきた感じがありますねいやねそんなこと思いたくないし僕それその会社の人とか見てる時とかに そんな状況と出てくわしたらはい、はい、その後絶対もう噂話が立ち会社の人がうわあいつああーちょっときついなーいってなるのではい、はい、それだけは避けたいなと思っているという感じですね。 あのちなみに僕、デニーズ、デニーズあるんですけどファミレスのね、デニーズでグリルブラザーズ食ってるときにあ、でっかいね、あのハンバーグステーキ持ってたね <laughs> あの。グリルチキンとハンバーグとカットステーキが盛られたっていう、はいあの、夢のようなセット、はい、バカしか注文しないんじゃないかっていう恐れがある、グリルブラザーズっていう名前のね、メニュー名もよくないメニューがあるんですけど、うん、それ食ってたんですよ、この間。一はい、はい、一人で一人でで、はい したの話かけられて、うん、堀本さんですよね。っ,つってあ、ゆる言語会場見てますって言われて。うん、ああ、りがとうございますって言いながら、僕ちょっとグリルブラザーズ隠して。ん <laughs> 俺グリルブラザーズ作ってると思われたくない。堀本さん。<laughs> よくないっすよ。よくないですよと言いながら、僕はちなみに、はい、その人が。その友達といて、うん、なんか。あれ水野さん。うん、みたいな単語が聞こえてきたあたりから、あの、高尚な本が置いてあるコーナーに移動しました。<laughs> っていう話は、マジでないでしょ。これ、二人だけの、ないでしょっす、これは。そうですね。マジで。漫画のコーナーとか,からね、ずれてね、チャンピオンとかのコーナーからずれて、ちょっとこう岩波の方行っとこう。 <laughs> エッセイみたいなコーナーからなんか謎の,あの数学みたいなコーナー行て。はあ、なるほど。最近こういう本がね、めでっちゃっ,っていう話届いてないですもんね、まだ。そうですね、俺届いてないです。そうですよね。これまだ電波乗ってないし、OK ですね。すねはい、OK、OK、はいはい、OK。あのね、僕もやっぱね、ちょっとかしこくられたいから <laughs> あの、やっぱそういう時一番行くべきコーナー僕知ってて、<laughs> えと書店で声かけられた時に行くべきコーナー、声かけられそうな時に行くべきコーナーはもう完全に英語の物理の専門 専門書なんですよあー要所ね英語の物理の専門書がやっぱ一番かっこよくてはい、はい、僕ねマジですっごい悩んでたんですけど大学の西教慶応、はい、の理系キャンパスって理系の本ばっかり置いてあるいっぱい充実してるんですけどうん、うん、その中で三千と光をかかいあの放ってたのが、うん、グラビティっていう真っ黒な表紙の本でははい、はい明調というかセリフ体でグラビティってだけ書いてあってめちゃくちゃかっこいいんですよ想定も。ででっかい本で、うん 38, 円するんで,すよ<ー>でもこれなんか物理特に重力周りのことやる人はこれ買わなきゃいけないらしくて、うん、たまに買ってく人もいるんですよねグラビティをグラビティをはいはいはいかっこいいと思って<ー>俺もあれやりてえってずっと思ってるんで要所の物理のコーナーこれ一択ですかっこつけない時は <laughs> まあだからイメージとしてはカンデル神経科学買ってもら、ね、うみたいなところの最高系ですよねカンデル神経が科学よりやっぱ より高いグラビティ3万八千円みたいな感じがします。俺グラビティっていうから、映画のグラビティ。ゼログラビティ。ゼログラビティってあるんですけど、現代がグラビティ。だから真逆になっちゃって、よってあれかと思ったらちゃんとグラビティなの。グラビティって本があるんですよ。へぇ。大学生行くたびに俺あれ買う人間になりたいなと。ああ。一回も買ってないですけど、結局。なんかそこまでやらなくても、それ露骨じゃないですか。ででもなんか僕結構、書店で、 通だなこの人って思わせるコーナーはい、はい、やっぱまあその書店好きだからあるんですけど、うん、やっぱあの科学同人草書とかのところとあー出たはいはい、はい、科学同人草書面白くないですか あの存在を理解してなかったんですけど最近まではい、はい、あれなんだっけ最近ゆるコンピューターぐらいで直近扱った何かが科学同人の方で両氏ではなく量子コンピューターかなはいはい、はい、どれか忘れちゃったけどはい、はい、どれかが科学同人で <laughs> あ科学同人っていう出版社があるんだっていうのをそこで初めて知りましたね <laughs> あそこねなんかあのえっとブルーバックスみたいな、うん、その科学を結構一般向けにわかりやすく書いてるんですけどブルーバックスほど知名度がなくて<ー>通感も出るしる、ね、そうそうそうでもちゃんと研究者の先生に書いてもらってるんで、うん 僕、結構大きい書店しかあんまないんですけど、大きい書店の価格同人コーナーに意味もなく立つってことです。いいですね、俺今度からやろうかなあとさ、ブルーバックスのことさ、青瀬って読んだらめっちゃ通感出ない。え何それ青瀬って。すんのブルーバックス人特に SF 好きが言ってるイメージある。えー、あー、それ知らないわ。青瀬、この辺の青瀬は大体全部読んだよ。っていう。うわ。で、僕、一回言ってみたいですよ。 青瀬,青瀬だから何ですか僕ブルーバックス結構好きで結構いろいろ読んだんですけど、うん、コーヒーの科学とか面白かったはい、はい、でもいやー青瀬いい本いっぱいあるからねコーヒーの科学とかいいよねっていう勇気はないんですよ、はい、今まで人生一回もったことないんですよ、はい、いつか言おうと思ってて<ー>野望ですねこれなるほど年、ね、あ青瀬か青瀬はちょっと言う勇気ないですね今んとこ なんかねポピュラーサイエンスの本のことをちょっと俯瞰した目で喋ってる感かっこいいですよねだから俺ブルーバックスにそんなこと言えないんですけど意味もなく「ムラあるよね」って言いたかったですえがブルーバックスがムラあるとは思わないんですよでもなんかブルーバックスのことをいやんかあのレーベル結構ムラあるけどねでもまあおもいよねっていうと読んでるなって感じするじゃないですかだから全然読んでないレーベルをムラあるって言いたいです僕はああでもねそうかもでしょ だってブルーバックス村あるもんねあ、そうなの青瀬村あるよね <laughs> 青瀬ってなブルーバックスのことブルーバックスそうやって言うんだ,だ青瀬って言うから我々の間ではそうなんだあ村あるのあれ<村>結構全部面白い感じするけどやっぱちょっとこうまだ青いかなっていう感じのあのー。ブルーバックスだけに そうまあ、竹内かお先生とかさ、サイエンス本を書く人として、うん、もしも押さ,されもせぬ第一人者ですけど、はいはい、竹内薫先生とかが昔、20代の頃に書いた原稿を元にしたペンローズのねじれた四次元とかは、はい、すごい僕も読んだけど、面白かったんですけど、やっぱり若い、原稿が若いんで、うん、やっぱなんか、大勢だなっていう感じはしますよね、まあ、そこがいいよさなんですけどね。さんそれは竹内薫先生が自分の書書きに書いてるのです <laughs> 自分の後書きに自分の書いた文章青いんだけどそのまま原文のまま残しましたって言ってるだけであって堀本さんの感想ではないです <laughs> バレてるバレてる、うん、やめてください全部バレてるそこ,そこを自分が感想の <laughs> 堀本さん <laughs> 落ち込まないで正直人にありますけどやめてくださいそれは完璧な生きり感想いいやつ思いついたと思って <laughs> 竹内かお先生が後書きに書いてたけどこれそのままパクったっていうの、うん、<laughs> 今喋ゃったら完全にバレてて恥ずかしすぎて引いちゃいました そういう時期もね、ありますからね、人に。そういう時期にありますからね。黒歴史が一個増えた。はい。何の話だあ、やばい、あとなんか五時で、五時でスパチャ送ってきてるやつ、いなそんなやついないだろう。ケリを読むかえの地図を送ってきてる。え、なんすか五時で。おい、時何時言うかわかんないです僕は。ねわかんないです。はい、本当、わかマジでわかんないです。ああと、スパチャの名前が長友紀さんだ。長友紀さん懐かしい。あ涼みや春日の憂鬱の。 三人ヒロインのうちの一人ですね通ってないから全然わからないですけど鈴見アハリの憂鬱通ってないんですか通ってないですよギルティですダメですなんで英語で言った鈴見アハリの憂鬱はね必須なんであ、そうなんだ最高ですよちょっとやっぱそういうカルチャー全然みのさんサブカルも通ってきてないですもんねどっちボールしてたんですのこれ？はよ陽キャだな明るいなホウカはどっち？ホウカって言わないのか休み時間休み時間ですねはい そうっすね、うん、まああの鈴見やはりの憂鬱については僕はいつか喋る回を取ろうと<ー>い,つかいつか思ってますんでこれはいつかやりたいですねやりましょうやりましょう超超いいんでね魅力を喋ってくるんですね僕にそうっすプレゼンしたい水野さんを鈴見やはりの憂鬱にはまらせるプレゼンをしたい<ー>これは、ね、あんまり進められたことないですね人生でねほんとっすか鈴見、うん、やはりの憂鬱のルーツを探ると三島由紀夫に行き着きます三島へ <laughs> 三島由紀夫ばりの文学生がありますね 鈴宮春樹ですか。へえー、あ、そうなん、僕、ね、アニメのイメージしかない。一流文学ですね。ラノベをぜひおすすめしたいい。まあ、あの時代のラ、ライトノベルはね、結構本格的な S. F. 作家が参入したり。してラノベを読まずにラノベを書いていたそで、ね、そう。あ、そうそう、いますからね。はいはい。そう、結構本格なんですよ、鈴宮春樹。うん,う,んうん、うん。本格、サイファイみたいなところに加えて、さらに。 文学的なテーマも載せているということで、ははは大きいなと、ね、人間を描こうとしてるわけですね。そうです。人間とは何かとか、主人公とは何かっていうのをね、すごく一大題勢として打ち出しています。メタなテーマです、ね。そうなんです、ね。物語の中で主人公なにとは何かを主張しようとしている。津島の憂鬱は語り口からしてすでにその感じで、文体が非常に珍しい<ー>主人公の一人称形式で描かれていて、はいはい、独白調で描かれるんですよ。うんうん、だから全くなんでこんなことをしなきゃいけないんだっていうのが字の文で描かれる。 セリフと字の文が区別されてないんだからつまり全く何でこんなことをしなきゃいけないんだって言ってる時に口に出して言っているのかそれとも単なる字の文なのか分からないんですよ。だから 周りの人が時々、そんな愚痴を言うなよって言ってくるんですよね。あだからあ、これ、自の文じゃなくて、セリフだったんだみたいな、うんうん、極めて曖昧な描かれ方をしているという意味でも、非常に興味深い作品なんですよね。っていう話が1時間できるんで、なるほどこれはどっかでいつかやりたいですね。それは気になりますすねのはねいいですようん、うん ご食ご食スパチャ送ってきたからはいあと飯田さんからスポンサード費用って言ってスパチャが来てますね飯田さんってあの飯田さん ?VB?VB じゃない多分。いや、え本当ンに本物これ語り語りかなこれどっちだ、ね、語りだとしたらおもろいですけどねちょっと面白いですけどねあの飯田さんっていう、うん、なかなかみんな知らないであろう名前を使いながら、ね、バリューブックス本人っぽいなでもなんか ロゴの感じとか、アイコンの感じ、ちょっと本人っぽい。ああ、飯田さんのね、飯田さんっぽい。ちなみに僕は、堀本さんのエイプリルフール配信の時に、自分の名前でスパチャしたら、偽物って疑われましたけど、そうだ、水野大輝って言ってスパチャしてきてね、いや、嘘つけ、語りやろうって言ったら、本物だった本物ですね、あれね。本物でシンプルに1万円払いました。赤スパチャくれたよね。 そんな赤スパチャがまた来てます。いやー、ちょっと待って、もう終われないじゃないですか。やばい、終われない。あ、でもレジ、もうレジになるよ。やばい、やばい。そろそろ終わる。えっとね、読み方わかんない。栗朝さんかな。はい、はいはい栗あわじゃないこれ。え、あわ栗じゃないのこれ。あわですね。これ米なんでしたが。あわです。は下が木木です。はい。へー、ああ、そういう違いがあるな。アワー・アさんはい、読みにくい。あわあささんからスパチャ、ありがとうございます。はい。赤スパチャだ。 いつも楽しいコンテンツをありがとうございます。エアロバイクしながら見る動画としてずっとお世話になっております。いつかテスティキロス・堀本さんをかけるような紙絵師になりたいですということでね。<laughs> 絵師としての目標点はそこですよね。<laughs> 当然そこですよね。え、誇らしいと思ってます、これ。<laughs> 当然当然。だって絵師として上達しようというモチベーションの厳選に僕がなってるわけですから。こんな子は、ね、堀本じゃないですよ。テスティキロス・テスティキロス堀本ですよね。うん、金玉が大きいですよね。うん、はい,いや。いいじゃないですか。え光栄じゃないですか。堀本さんがね、その。うん 一見僕と身長が同じように見えて立ったときに違うのは、うん、金玉がちっちゃいからですよね。金玉が本当はでかくて、<laughs> 足よりも金玉が長ければ僕と身長同じぐらいになりますもんね。だってそういうことですね。うん、そういうことです、そういうことです。だから皆さんの見てる違和感っていうのは、僕の金玉のサイズが間違っていることによるものであって、<laughs> 作画ミス。そう、正しい金玉の大きさって書いてくれる人は常に募集してますよね。<laughs> 大丈夫ですかこの後多分、<laughs> 僕が普通に立てて、堀本さんが金玉で浮いてる <laughs> あのイラストがかれるけど、大丈夫なんですよね。<laughs> 覚悟があるんですよね。ひどいね、それ。 <laughs> あのだからバランスボールみたいな感じで <laughs> 金玉の上でこうやってるファンアートが送られてく最悪最悪だそれ最悪,ですね最悪だわそういえばねあの皆さんから見てここのね、うん、あこれそね多分気づいてないと思いますけどこれあのサクランボ,先生,サクランボ先生が、ね、<この S 1> 送ってくれた漫画を描いてくれて我々のね漫画を描いてくれているサクランボ先生が送ってくれたファンアート女数詞のね <うん S 2> 漫画をピクシブで投稿しましたけど、うん、ちょっと ん見ないかあんまりねこの堀本さんがえっと思いっきりね口に数え方の視点を放り込まれるい風のすごいこのサイズのさ印刷にさ耐えうるじっと見てもさ書き込みってさすごいよねいやマジでこれはほんとねプロの技なのでめっちゃ絵うまいですよね先生そうみたいなねさくらんぼ先生が描いてくださった鉛筆ですかねこれは描いてくださった絵ありますけど 堀本さんも堀本さんでテステキロスさん堀本さんを募集してるもちこともちろんテステキロスさん堀本がね送られてきたら嬉しいです嬉しいんですねあそれで思い出したわ2 0 2年の振り返り金玉のサイズの話ですかいや金玉のサイズは普通なんですけど特にテステキロスではないんですけど聞いてないです誰も聞いてないですはいあのそういえばさはいえっと丸目の高さんあはい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 は 自腹でイラストレーターに発注した、うん、間違えて発注しちゃったやつなんですけど、うん、ちょっと出しどころがないので供養しますって言って DM で送ってきてツイッターの謎のイラストが送られてきたんですよはは、はい、それが、えっと、テスティキロスな人がビスカンバーしながら <laughs>。 でも、あの、おしっこは出てるんですけど、自分にはかかってないからアンビーピストっていう三 <laughs> 大下ネタ用語を全部一斉に、一斉に同時に達成しているイラストを送られてきて、何これ <laughs> <laughs> そんなもの発注するなって思ったのに、それは友達は選んだうがいいです。<笑><笑> <あの S 2> <laughs> そうですねちょっと、ちょっと絶好した方がいいかもしれないです、それは。 何やっっててんの思いましたね最近丸めの高さ見ないかもしれない。か最近見ないかもしれなあんまり確かに。あんまりちょっと見なくて。寂しいですね、ちょっとね。ただ、そんな絵は発注しないでほしいですね。そうですね。ちょっとやめてほしいなっていう。 えぐらいかなじゃあそろそろ12時なんで終わりにしましょうか。はい、そうですね。<ー>もう本当。大体スポット、ちょっと読めてないやつもあるんですけど、すいません。読めてないやつもあるんですけど、ちょっと終わりにしたいと思います。あんまりね、ちょっとね、遅い時間までやれないんですよね。緊張、ねねはい、迷惑っていうのもあるしね。うん。はい。えー、じゃあ、締めましょうか。はい。ちょっと本当になんで、ちょっと遅れましたけれども、はい、2022年、リスナーの皆様とかね、はい、関係者の皆様とか、本当に多くの人に支えられた、 バリューブックスさんとかもそうですし昨年よりもね本当に関わる人が増えて、ね、我々にとってもまあ去年のね,ね抱負発表の時にふざけてましたけど本当に飛躍の年になったとも、ねうん、本当にそうですねだし、はい、ねあのー、ちょっとねやっぱ何やってもうまくいくってわけではなくてちょっと時々失敗してしまうこともあるんですよね、うん、それは本の発売が延期になってしまったりであるとかあとはですね あのスポティファイ様がね、はい、もうずっとゆるガクトハウスもスポンサーしてくれて、はい、あのゆるゲのグラジオもよくしてくれていて、本当にすごく感謝してるので、スポティファイ様にはね、恩に報いたいなという気持ちがあるんですけど、うんえー、昨年の忘年会でですね、スポティファイ様のグッズ、うん、受付で入場者全員に配るって言ったグッズとかが、はい、ちょっと余っておりまして、入場者により余分にいっぱいくれたりした分が、もう丸ごと余ってましてですね。う,んうん、うちにもう全部 全部ね、横に箱が詰まってる。価格的に見えてないんですけど、僕が今左を向くだけで、段ボールが大きく10。15あるのかなこれは。もっとあるね。20ぐらいあると思いますね。はい。まあ、だからスポティアさんのグッズ配りきれなかったりであるとかね。はい。あと、作り置きカレー文法。はい。オリジナルレトルトカレー作ったんですけどね。それが履けなくてですね。家にいっぱいあったりとかしたりこれ、それこそ僕、引き取りましょうか、いくつか。あ、でも確かに持っててもらったわ。持ってないもんね。 食ってないです、ね、いや、ただでもらうの悪いから、まあ別にお金払いますけ、ね、ど、うん、も。ってってらってああ、そうですかねす。もらっていいんだったらめちゃめちゃ,めちゃ、佐藤の,のご飯まとめて買ったんで。あそうか。いいじゃないですか。作り物がレモーも食ってないんですけど、あの、コ山くんはファンの方におごってもらったらしくて、はいはい天、はい、文学ラジオの腰山くんは、なんかファンの方におごってもらったんで食いましたけど、普通にうまかったです。ててああ、よかったよかった。よかった,よかったってなったりしたんで。うん。ああ、ちょっと実物見せますああ、見せましょうか。 40年の思い出の再販はありますかっていうスーパーチャー来てる。ありがとうございます。あります。あのー、スペースが出たら、そこでもコーヒー出そうと思ってるんで、その時に通販も始めようかなと思ってます。あと、これが40年の思い出ですね。現物ですね。はい、40年の思い出でです、ね、作り置きカレー文法ですね。現物ですね。まあこれもね 売ったりしようかなっていうあなんで急に広告し始めたんだあれうんなんかえなんか広告してるなと思に <laughs> 流れで流れで宣伝しちゃった, <laughs> ゃったいやじゃ違うの別宣伝したかったけど今あまあ今通販してるわこれは通販してるんであそうですねこれは買えますタッパーで<の>が机置<う>きカレー文ンって叫んでるんですけど <laughs> す、ね、僕はあの 関わってないです。全く。何にもしないです。ね、な,なんでね、なんでタッパーが叫んでるん,んでしょうね、これね。<laughs> ね、ミジさんが説明してくれましたからね、チョムスキーが提案したやつ、構造規則っていうのは、つまりタッパーが叫ぶ、タッパーが叫ぶっていうのと同じだっていう、現地取りましたから。あ、でもね、これあれですねあの、島村先生がそうだって言ってました。<laughs> あ、違う。そうだって言ってました。語弊を恐れず言うと。<島村> <laughs> そうやって言ってました。ご平恐れず言うとね、や、はい、ってましたからね。はい。 えー、話散らかっちゃった、いや違うね、別に宣伝したこだけじゃなくて、何が言いたいかというと、あんまりうまくいかないこともあって、うん、まあちょっと本の発売遅れちゃいましたであるとか、グッズがス,スポティファイ様のグッズ売りあの、配りきれませんでしたとか、まま、あのオリジナルグッズも売りきれませんでしたみたいなこともよくあるんですけど、うん、でもなんとかねあの、失敗を繰り返しながら、うん、いい形に落ち着けていきたいなと思ってるわけですよ。はい、ゆるげんごからじゅも思えばその繰り返しでした。うん ちょっとね、あんまり良くないこと言っちゃったりとかしてね。はいはい。ああ、そうですね。っ最初の時期にね。はいはい。専門家の先生に入ってもらったりとかですね。はい。まあちょっとなんかコミュニケーション失敗して、ちょっとなんか誰かを機嫌悪くさせてしまったりとか、いやすいませんっつって、なんとか取り返したりとか、いろん,、うん、んな失敗と成功をね、はい繰り返しながら、なんだかんだ、もう丸2年以上。そうですね、2年かなと思っすますんではい。はい これからもですね、なんか至らぬ点は非常に多いかと思うんですけれども、ちょっとね、人生経験が浅すぎて、そうなんですよね、うん、もう本当に己の至らなさをひたすら痛感する気が、ま、で。る気がする気がする気俺本書くってこんな舐めてたんだみたいな気がする気がする気がする気がす気 ね、出版以来とかね、気楽にあいい姿勢をかけますよみたいな、いや、天才なんで1か月で上がりますよとか言ってたらダメなんだなっていうのがね、すごく、すごくこう、反省する日々ですね。本当、俺みたいなやつがね、普段仕事で関わってる著者の先生の真似事なんてしちゃいけないと思いました。いや、すごいよね、やっぱ商業作家として何十年もやられてる方とかってってマ、マジでおかしいインプット量とアウトプット量が思いましたね、ほんま,、ね、まあなので、そういうところも込みでですね、ちょっといろいろ。 至らぬ報告がよくあるかと思いますけれども、はい、少なくとも僕はね自信を持って言えることが一つだけあって、はい、嘘をつつかないいようには頑張っているつもりです、うん、だからあの今日もね「ライブ配信8時までやります」って「うん、やべやべ8時20分になっちゃったすいません」ってなってるんですけどこれ、はい、もね悪意があったわけではないです。<laughs> ダマくらかそうとみんな思ったわけではなくて、はい、ああ、やばい、この韓国料理は全然メニュー出てこないとかがあってあ、うん、わあわ,わしてるだけなのであの無能ですいませんっていうね,そうですね皆様にお伝えしておきたいです、まあ、こ,この流れで言うと良くない言い訳がましくてあれかなと思うんですけど、うん、僕はクッパ半分食ってないです。<laughs> <laughs> 僕もビビンバ半分残してくれました。それでも間に合ってないんで意味ないですけど、一応急いできましたっていう。いや、本当だめだなって思いますね、そこはね。な悪意があってやってるわけではないというね。無能でちょっとご迷惑おかけすることはあるかもしれないんですけれども、少なくとも精一杯頑張ろうという気持ちはあります、も水野さんも。 去年の自分よりはよくしようっていう気持ちはあるのでね、ちょっとずつ成長はねしてますし、ね、と思いますね。なんかその分忙しくなったせいで成長分よりもなんかそのタスク量が負けて結局こ今回今年とかアラが出ちゃいましたけど、うん、同じタスク量 セーブできるんだったら、まあ、去年よりはね,そうですねより良くなるんじゃないかなと思いますここ僕もねこれやっちゃったな良くなかったなっ反省を踏まえてちょっとずつ良くしてるんで牛歩ではありますけれども引き続き僕も水野さんもね頑張って改善していきますのでなんとか見限らないようにだめ、はい、<laughs> なところは怒っていただければこれ良くなかったんだなちょっと直そうかなって気持ちになりますのでな<の>、うんとかね見限らないように。<laughs> <laughs> ね、か,かわいい孫だなこいつ <laughs>、うん、なんかできもしないことやってっ,、ね、ってぐらいのね,ね気持ちで見ていただけると感じの、ね、幸いでございます。はい 今年もね、頑張っていきましょう。はい、や頑張りましょう。なんかあのちょっとね、その書籍の発売記念ライブっていうことで、えっと最初銘打っていて、で結果的にこのまあ全然違う話しましたけど、なんかやって良かったなと思いますね。今年頑張ろうっていう。そうだね。それこそ明日収録ですけど、決意表明になりました。めちゃくちゃ面白いことを言って、まあ本当に堀本さんを B ピストにさせてやろうっていうそういう気持ちになりましたね。そうですね。ちょっと B ピストに。ちなみに僕は今めっちゃ B ピストになりそうなんですよ。4時間トイレ行ってないんで。そうですよね。そうですよ。 僕は一回行きましたから、ずるいよ、めましょう、本当にそこはじゃあ、そうですね、活躍金もこの回も閉めましょう、しっかりと。なんとか漏らさないように、今年も頑張っていきたいと思いますし、なんとか少しずつ改善してね、いいコンテンツを皆さんにお届けできるように、今年も頑張ってまいります。引き続きどうぞよろしくお願いします。お願いします。以上、皆さん、本日も見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おさい。